温故知新っていうことわざさ、あるじゃないですか。古きを訪ねて新しきを知るという字面の通り、昔のことを知って今後に生かすって意味です。ところが、現代を見てみてどうでしょう。懐かしい M とか夏メロとか聞いても、ああ懐かしいだの、ああ青春だの。まあ次から次へと出るわ出るわ、慶長不白の思い出話。温故知新の温には、冷えたものを温めて蘇らせるという意味があるのに、これではただ一人ランチ騒ぎに浮ついて、文字通り他愛もない話に熱を上げているだけです。振り返るなら、もっと大々的に。というわけで本日は、新がつかない駅だけを通って、ここ青森県の大湊から山口県の下関まで向かいます。温故知新って、そういうことでもない気がしますが、気のせいってことにして、さっさと進みましょう。というわけで、本州の終着駅、大湊から南下を始めましょう。一発目は、大湊線の野辺地行き。本州最北端に据えられた、その車止めから飛び立つ車両は、JR 東日本の関山ディーゼル区間では、おなじみ、キハ100系の、こいつは200番台かな。兄弟車に、キハ110ってのがいますが、そいつが20メートルくらいの車体長なのに対し、キハ100の方は16メートルくらいと、微々たる差ですが、単小差が勝る車両です。そんなキハ100に、心を開く大湊線の愛称は、ハマナスベイライン大湊線、ハメマスパイパンオホ湊線、名前を公募で選んだのに定着していない、っていうのは仕方ないにしても、なぜか、これだから、JR 東日本の愛称は、だのと、鉄道会社アンチが、師団のいい種にまでする始末。江戸の敵を長崎で打つならぬ、津軽の敵を江戸で打つかのような様相に、営業係数1000を超えている盲腸線たるこの大湊線に天敵を打ってやっている JR 東日本からしてみても、あの情報量の多い看板の中央に鎮座するこの馬のように、目をパチクリさせるほかないこと受け合い、行楽シーズンかつ美しき現世界の津軽が訪れても、その閑散とした路線のムードは拭えぬ雰囲気で、本州最北端の終着駅は割合静かで、エンジンの音と、しんしんと降る雪の音だけが聞こえてくるようです。そんなこと言っている間に、17時1分、大湊駅を出発。次の停車駅は下北。ここから、青森県の東側に佇む下北半島を、割合優れた線形をもってして、ぐんぐん南下していきます。で、この大湊エリア、確かに本州からはちょっと隔絶されていて、交通的に不便でしたが、それよりはむしろ、下北半島に分校ができそうだと考えた人が、私鉄として線路を敷こうという、下北半島の交通網というよりかは、ビジネスチャンスとして捉える風向きの方が強かったみたいです。ちなみに時代としては、日清戦争が終わった後、ちょうど後継期を迎えたタイミングです。羽振りが良いと言われたらそうなんですが、軍港の計画はまだ、大湊に設置される、かもって期待値で、脱衣ブロック崩しの終盤の目隠しの量くらい、貨客流動がすっかすかになる可能性もありました。好意的に見ればファーストペンギン、悲観的に見ればトラヌタヌキの川山陽。そんなペンギンの数は、ファーストっつってんのに3人もいました。その1人目は、野辺地から大湊まで北上した後、下北半島に、逆 N の字を書くように舞い、西ってところまで繋げたら、フェリーで函館へ。この1人目は、大湊鉄道株式会社まで設立したので、結構本気の目つきでした。2人目のルートも途中まで同じなんですが、一旦大畑ってところまで北上し、そこから西に折れる点が違います。でも函館まで結びたい。そうやって満タンの気力を見せつけていたので、社名は、陸奥エリアと大岩の渡島エリアを結ぶことを狙った陸奥鉄道。1地名しか関してない大湊鉄道を、ちっちっちと人差し指を横に振って牽制するかのような素振りです。しかし上には上がいるってわけで、室蘭と結ぼうとする別の計画もありました。ここまで来ると、何が上なんだろうね。もっと下も見ようよ。口だって上だけじゃなくて、下にもついてるんだから。ただ、そもそも、東北本線の野辺地と繋げる気がなかったからか、あるいはあまりに大幻想語すぎたからか、お前は東北イタコにキュン少してもらえとでも言わんばかりに、3人目の計画は、はらりと無視を決め込まれました。かくして、西部住民からの支持が大きい大湊鉄道、北部住民からの支持が大きい陸奥鉄道が、お互いつばぜり合いのデッドヒートを繰り広げていたのですが、最終的に勝ったのは大湊鉄道。勝ったっていうより、陸奥鉄道が統合しようやと譲歩した末についた決着なので、大湊鉄道に関しては、試合に勝って勝負に負けた感が強いです。勝利だけが全てじゃないというのに、だって敗北クッコロ騎士を見ろよ。あれ負けてるけど事実上勝者だろ。なんてよか話はさておき、まずは、第1弾として、野辺地から大湊の敷設免許を経てきた大湊鉄道ですが、悲しきかな、その野心は長続きしませんでした。日清戦争を経て、景気が爆上がりしたのはいいんですが、その後は、放物線を描くように降下していくわけで、その不況がちょうど株式の募集と重なり、シャムのオフ会くらい静観とした雰囲気に、だから、泥臭く得てきた免許も執行し、3計画とも仲良く倒れたのでした。溶接の末に敷設計画は振り出しに、果たしてどうなることかしらと言ってから下北駅に到着。ここが本州最北端の駅。しかし、陸奥市の中央部に鎮座するこの下北駅も、かつては大湊線と大畑線が陸奥ごとを交わす乗り換え駅で、その大畑線の終着駅、大畑駅が最北端だった時代もありました。当初は国鉄大畑線として敷かれるも、特定地方交通線が仲間入りで、廃線寸前に。そこでバス会社だった下北交通が鉄道事業を受け持つという前例のない手段に踏み込み、下北交通大畑線なる私鉄として再スタートしたはいいのですが、旅客の減少スピードが思いのほか早かったか、損害の二者択一を迫られるようになりました。それでバス会社が鉄道にすがり続けるのは風に桶屋の命運を委ねるがごとしってことで廃線に。そのため今はこの下北駅が本州のなんちゃって最北端を演じているようです。そんな下北駅からは混雑が如実に現れます。みんなキュンパス使ってるのかしら。ところでキュンパスってのは、今年の春休みシーズンに向けて売りさばかれた JR 東日本が1日全線乗り放題になるすごい切符。さらに経営分離などがされてきた地方の主要3席にも乗れます。ありがたい。あまりにもありがたいので、私も途中まではこれを使います。14日前までに購入という制約が重めでしたが、変えて何よりです。お股がキュンキュンパスパスパス。緩和9大、建設過程へ。不況で完膚なきまでに折れまくった計画。再熱のスタートは実に1906年にまで下ります。その頃大港に洋行部っていう軍港よりかは小規模な港を統括する機関が建てられたのです。やっぱり港狙いじゃねえかと侮るなかれ。今回はありもしない港との霧をつかむようなのろけ話じゃなく、実態を持った根源せられる立派な機関です。それで野辺地から大港に第1号の計画よりかは短いけれども立派な鉄道敷設の機運が高まってきました。かくして沿線の9町村が寄ってたかって敷設請願書を政府に出し、それが可決され、気づけば測量までの過程を1910年までにトントン拍子に終えたのでした。しかし実際に線路が敷かれたのはその11年後、1921年。判断が遅いと一蹴したくなりますが、実はそれより遅くなっててもおかしくなかったのです。というのも、鉄道敷設までの道のりには、でかくて高い壁が2つほど待ち構えていました。でかい壁その1、鉄道敷設法を改正して予定線をぶち込む。で壁その2、必要な予算を議決してもらう。大港線だって規模の大小こそあれ、お財布が絡む国家プロジェクトですから、右から左へ受け流すわけにはいきません。とはいえ、壁の前で二の足を踏み続けるのは、と思った矢先、壁に開いたある抜け道に気がついたのです。その抜け穴が手続きを簡略化し、縛りとかもぬるくした軽便鉄道法。これなら議会でやり玉に挙げられることもなく、せこせこ敷くことができます。ただし無一文で敷くわけにもいかないので、予算だけは大隈内閣の下で工面してもらい、最終的に1921年3月にまずは野辺地から陸奥横浜が、その半年後に続けて大港までが全通したのでした。そこまで敷いたら大畑大間方面に線路を伸ばし、函館につなげたいやねっていうムードも強まるのですが、それにつながる大畑線は紆余曲折あって大畑まで延伸した後行き絶えて、2024年現在は見る影もない状況です。ああ、下北半島の完封とか言ってたら、陸奥横浜駅に近づいてきました。咲き乱れる菜の花を売りにしている横浜町の中心部です。でも、楊貴妃を溺愛するかのようなノリで、シャニムに菜の花を植え続けているわけではありません。というのも、菜の花には連作障害があります。同じ土地で同じものを植えると、発育が悪くなるのです。んなもん知らんわと、スパルタ教育のごとく菜の花を植えようったって、農業の世界に産無主義の方がを持ち込むのもご法度なので、同じく、連作障害を引き起こすジャガイモと交互に栽培することで、ゴタゴタを防いでいるそう。簡潔に言うと、ジャガイモと菜の花の輪作ですね。人間がジャガイモと菜の花を手なずけて、ジャガイモと菜の花はお互い入り乱れ、とどのつまり 3P で自給自足している町ってことで。ところでこの陸奥横浜駅は、乗車人員が1日67人くらいとはいえ、曲がりなりにも町の中心に佇む駅なので、普通列車はもちろんのこと、快速下北をはじめ、全種別が止まってくれます。中には、ひなびなる、今年から下北半島を貫くようになった観光列車でさえ止まるという、優遇っぷり。ぬくもりのあるゆったりとした旅から命名されたというひなびですが、田舎っぽいっていう意味合いのひなびるがどうにも連想されるのは意図してか単なる深読みか。とにかくこの陸奥横浜駅は関東に固座する方の横浜に比べたらしたたか地味な感は拭えないものですが、雑多な種別がことごとく止まるという点では多少なりとも張り合えるかもしれません。最近横浜町に駅舎を譲渡するにあたっていくらか駅舎の工事が施されたのも似てるし、杉の木が四方八方に凛とそびえ立ってヘンゼルとグレーテルが放り込まれた森のようにうっそうとした雰囲気の復越駅を過ぎれば、とくとご覧せよと言わんばかりに視界が開けて、陸奥湾が車窓の西側にお出ましです。海沿いを走っているはずの大港線では割合珍しい光景です。それもそのはずで、この下北半島は東から吹き荒れる山瀬によって農作物不毛の地というおぞましい余命を着せられてきた地でした。それで身ぐるみを剥がさんとする暴風に辟易した開拓民がこぞって暴風林を作り上げてきたといいます。だから、こういう海キワキワなところを走るシーンは、この復越から有戸くらいだったりします。くらいって言っても 13km 以上あるんですが、そうしてコンドームでもつけるかのように、風の猛攻をしのごうとしてきた大港線ですが、時折、あーダメ風で感じちゃうのーと、隅から隅まで攻められちゃうこともあります。だから、列車が風で運休、遅延するなんてのは、その昔から今に至るまで日常茶飯事。1964年には、強風で列車が立ち往生して、240人ほど列車内に閉じ込められたとか言うし、今年の3月にも強風で遅れたとか言います。下北半島に一切の容赦はありません。ただ、その突風を生かした風力タービンもちょいちょいそびえ立っているので、風に煽られたら風を煽り返すような、ほとほと対抗心の強さを感じる車窓です。これだけでも十分歯ぎしりを感じる大湊線ですが、実は他の災害に対してもタフにやってます。ただしそれも過去から学んでのもの。1968年に起きた十勝沖地震では路盤や築堤がダメージを食らいました。大湊線と合わせて大畑線も地獄絵図になったので、さすがに国鉄も辛いとこぼしたくなるものですが、言葉狩りにうつつを抜かす一般人の目つきてるや文字をすっ飛ばして行間を読みふける悪癖にまみれているもので、巡り巡って廃線にするとは何事だとまで騒ぎが大きくなったらしいです。中んずこ大畑線で顕著だったこの運動、識字率とか読解力とかを甚だ疑う代物ですが、とにかく大湊線は恵みをいくらか注がれて2ヶ月ほどかかった後に復旧を見ました。しかしその5年後、今度は集中豪雨を受けて橋脚も線路も路盤も満身創痍になり果てました。短期間のうちに2度も辛く当たられた以上、もう同じ鉄を踏むのはご勘弁。だから3ヶ月弱の復旧工事の最中、しっかり防災工事を経て、ジャッキー・チェンのようにあまたの災害を軽やかにかわしていくタフ路線へと変貌を遂げました。現に2011年の東日本大震災では野辺地町は最大震度5弱を観測しましたが、1週間も経たないうちに大湊線は全線再開を見ました。まるでスコットランドの兵士にでも守られているかのような、そういう安心感を覚える大湊線もまっすぐで平坦な線路を1時間ほど飛ばしているうちに終点というわけで、遠くに日本で最初の防雪林が見えてきたところであっという間に野辺地駅に到着です。文字通り新刊といった具合ですが、1893年からの由緒正しい防雪林。しかし、移ろう景色に恍惚の表情を浮かべるだけでは、そんなバックグラウンドなど見落とされるからか、看板をもってして日本最古の鉄道防雪林だという PR を寒空に止めどなく投げかけ続けています。実るほど神戸を垂れる稲穂とは言いますが、肝心要の稲穂が無視されてはならぬ、とでも言いたげな具合です。その防雪林に拍手を送る暇も与えないかのように、数分後に乗り換え列車がにじり寄ってきました。次は青い森鉄道の八戸駅。車両は701系です。静かに入線してきた車両には、ややうるさいラッピングが施されていますが、11匹の猫なる絵本で知られた、馬場昇さんの生まれ故郷が、この青い森鉄道が貫く三戸町だから、ということで施された装飾だそう。長いものに巻かれたっていいじゃないか、と口笛を吹く音が聞こえてくるようです。しかし、背後から聞こえてくるのは、普遍的な車内アナウンスと日常会話。18時10分、青い森鉄道の日常と旅行ムードを乗せて、野辺地駅を発車。ところで背後に、涼しい顔して、お裁縫の手ほどきを受けている外国人の方がいらっしゃるのですが、それって、路線の日常に含めていいのかしら、旅行ムードに含めるのが基地なのかしら。ここは、人それぞれという、同情と丁寧を混ぜ込んだかのような言葉をもってして、感は及大ということにしておきましょう。まあそれはともかく、青い森鉄道は、皆様ご存知の通り、新幹線が伸びてくるまでは東北本線だったのですが、第2の国鉄は作りたくないという意向のもと、JR から切り離されて、第3セクターになった路線です。新幹線が八戸まで延伸された時は、目時から八戸が、新青森まで延伸された時は、八戸から青森駅が三セクか。で、こういう並行在来線を受け持つ三セクって、大概は線路とかも管理しているのですが、青い森鉄道は上下分離方式なるシステムを採用しています。県や自治体が鉄道施設の諸々を管理して、鉄道会社は運行に徹するって感じですね。青い森鉄道の場合は運行だけじゃなくて、車両の管理も任されてますが、まるでハノイの塔の中途みたいな単純だけど複雑な状況になってる理由ですが、これは明快。そもそも青い森鉄道、旅客輸送は正直期待できませんでした。だからといって、空気輸送と設備維持に甘んじて、リンゴのように真っ赤な営業成績を叩き出し続けては、経営陣がおろおろ真っ青な顔をするだけの、青い森もへったくれもない焼け野原みたいな鉄道会社になります。とにかく、手を肩で支えるアトラスのような、名実ともに重たい使命まで負わせるのは酷なので、大方の施設の面倒は、県が見てやることにしたのです。ただ形式上青い森鉄道は、青森県の線路を借りて、車両を走らせているので、青い森鉄道は、県に対して、線路使用料を払わないといけないのですが、そのあたりは、鉄道の収支がトントンになる程度まで、県が支払いを見逃してやってるみたいです。アルカイックスマイルから一転して、ほら金出せ、犬の真似しろよとか、そういうのに発展しなくてよかったです。そんな中、ちょっと懸念されたのが、上野と札幌を結んだ寝台特急、北斗星の廃止。2016年の北海道新幹線延伸を受けて、北斗星を廃止することにしたのです。青い森鉄道の駆け抜けた寝台特急というだけあって、旅客収入のうち2割をも占めており、料理におけるバターくらい重要だったのですが、それすらもなくなっては、バター犬のようにペロペロ薄利を5升大事に舐め回すほかなし。それを懸念して、県とかが国交省に立てついた結果、青い森鉄道が誇るもう一つのドル箱を押し広げることにしました。それこそが貨物調整金の増額。JR 貨物が三セク会社の線路を間借りして列車を走らせる分、国が JR 貨物を通じて三セク会社とかに払ってるお金ですね。青い森鉄道にもそのドル箱はあったのですが、それで全部賄えるほどの潤いなど見せておらず、寝台列車の廃止、貨物の付け替えなどを考えると、たかだか手で水をすくって枯れ木に与える程度。だから2016年以降は青い森鉄道に6億県に 4.6 億円ほど貨物調整金を増やすことで JR 貨物にとっての大動脈と青い森鉄道にとっての心臓を保つことにしたのです。かつて画領転生の故事成語において龍に瞳を描き入れたらその龍が天に飛び立ったように青い森鉄道も大事な貨物調整金があってこそやっとの覚醒を見せるというもので、なんつってる間に向かいやますよ。ああ、まあ、今日東北の辛いとこね、これ。その昔は信号所だったここは、そんじょそこらで吹聴される何もないが霞むほど、本当に何もない開拓待ちの原野だったと言いますが、住民の強い要望のもと、1936年には旅客駅へと昇格し、その25年後には、富士製糖の青森工場への専用線まで伸びるほどの交流を見せ、これまで新月のように真っ黒だった向山駅近辺が、ついに満月のように輝いたとさんざめいたのですが、肝心の工場は、たかだか5年でなくなって、随分しっぽりした雰囲気へと戻ってゆき、嫌にだだっ広いその駅は朝春の香りだけを残す羽目になりました。お盛んなシーズンは実に一瞬ってことでと言っているうちに列車は奥入瀬川を渡って下田駅に移り寄ってきました。この下田という地名はシンプルで、今渡っている奥入瀬川の下流で稲作が始まったことに由来。この奥入瀬川を登っていくと沢田とか吉田とか狩猟採集社会に喧嘩でも売るかのように水道工作に由来する地名が石と並びます。三本木原の南側をちょろっと流れるついでに金の地名をとことん抱いてしまう奥入瀬川も、奥入瀬というと風光明媚な響きですが、その実態は奥入なのかもしれません。とかこぼしている間に新幹線の筋骨隆々な線路が見えてきて、あくまで青森県とは言うものの別の県に迷い込んだかのような錯覚を覚えるほどには、津軽とかの北部とはまるで空気感が違う八戸市に到着。駅の階段をせかせか上がって新幹線改札までたどり着くと、ご利益の権下だと言わんばかりに八戸の民芸品として名高いでっけえ八幡馬がさあ見なさいとばかりに置かれていました。振り仮名がないと相当危ない読み方をしそうです。合法的に言うチャンスかもしれんし、この機に言っておくか。3回目にしていきなり切り札を繰り出します。東北新幹線のはやぶさ号、このまま東京までぶっ飛びたい次第ですが、途中で芯のつく駅をいくらか通過するので、さすがにそこまで余裕しゃくしゃくではございません。ってわけで盛岡までで勘弁してやります。ちなみにはやぶさ号は全車指定席ですが、今回指定席は買ってません。低評価ボタンに手をかけられてるような気がするので、一旦弁明をしておくと、盛岡以北の新幹線はやや長丁場ですが、基本的に自由席の設定がありません。ただ、それでは座席をいくらか持て余すわ、さっと乗り込むハードルも上がるわっていう魂胆なのか、盛岡から新青森に限り特定特急券ってのが売られていて、そいつを使えば指定席の空いている席に座れます。乱暴に言えば、盛岡以北版の自由席ですね。キュンパスは、それの効力も含んでいるので、この1枚だけでも乗れます。ってわけでなんか、スケートリンクをツーと滑るように入ってきた車両は、とてつもなく見慣れたいい語形。何の変哲もございません。とっとと乗り込みましょう。ドアが閉まります。すでに指定席を取った方に迷惑かけたらいかんので、八戸駅を滑り出した後に座席確保と行きましょう。さて、青森南部の中心部たる八戸と言いたいところですが、この八戸駅は結構内陸寄りに立っていて、中心部からはだいぶずれてます。動物をアイコンにしてるツイッターの政治家の発言くらいずれてます。なんでこんな僻地に八戸駅があるかというと、用地買収だとかテクノロジーだとかを恐れたっていうのもあるんですが、どういうわけか感染症をベースにした危機の逸話もあるっぽいです。というのも、東北本線が八戸にも来るという噂が流れ始めた頃、八戸ではコレラや天然痘がしたたか流行していました。感染症患者の吐いたものを川に捨て、そこからまた病気が勃発し、といった具合で、死者は1000人を実に余裕で超えるほどでした。そんなことしてたらそうなる。しかし、土砂物を川に捨てる程度の観念の持ち主が、打席思考にたどり着くのは無理もないことで、虚飾の演疫法というのを材料にして、鉄道機器の力を持つほどの城壁を作り上げた結果、駅を市街地から遠ざけるという、七夕を待つ織姫くらい待ち焦がれていた夢が、ものの見事に成就したといいます。もちろん他にも要因もあって、日本鉄道が欲した土地の値段を農民がすこぶる釣り上げたり、地元の銀行の財政状況が火の車ゆえ、てんてこまいのキリキリ米で資金調達に難儀したってのもありますが、いずれにせよ東北本線にパンを吐くかのように、せっせこうやるのは失策だったようで、交通コンプレックスに駆られたか、八戸線という八戸中心部に伸びる路線の運動につながった模様。線路を跳ねのけ線路を欲する、その舞い方は、ドストエフスキーがケラケラ素描しそうな生き様ですが、八戸が新幹線の中でも指折りの主要駅として輝いた以上は、ずっと気回すのも大概にした方がよろしい気もします。で、今現在、しっかり窓側の席を確保しています。立ち続けて活力を失いや鋭意で干からびる、そのくらいは覚悟していたんですが、その期待はいい意味で外れて、ほぼ座席は選び放題、といった具合でした。電光掲示板が、東北本線、お知らせと称して、明日の大雪でダイヤが乱れるかもしれないですよと。どこか不穏な空気を漂わせているのですが、狼少年の知らせのように杞憂であることを祈っておきましょう。とか言ってるうちに美濃平家を出発。その昔は北福岡駅と名乗っていました。この次に止まる岩手沼区内までの間には、岩手トンネルという、数々の鉄道関係者が偏頭痛を起こしてきたであろう、名前からして難工事っぽそうなトンネルが待ち構えています。いかにもな名前にたがわぬ風貌で、そのトンネルの長さは 25km を超えます。あまたの川端康成かぶれを生み出してきた、上越国境にまたがる大清水トンネルですら 22km。先が思いやられる青写真。しかし、トンネルを掘らない手はありませんでした。だって、地上をのたくる在来線は 25% ミルの急勾配ラッシュ。高速運転を生業にも看板にもしている新幹線に急勾配に耐えられるポテンシャルはございません。だからトンネルを掘ったのですが、そのルート取りも数学の証明の発展問題を解くかのように、頭を悩ませなくてはなりませんでした。っていうのも、ルートを選ぶにあたって条件が3つほどございまして、火山堆積物にまみれた不安定な地層の回避、ダムがトンネル内の湧き水に与える影響、それから近くにある県立自然公園の景観という3つの問題を考えなくちゃならんかったのです。そこで、ダムの真下を回避して、あんまり波風が立たなそうな湖西層を通り抜けることにしたのです。しかし悲しきかな、工事を進めてみたところ、膨張性の地質を掘り当ててしまったようで、断層に断層が続き、場所によっては 80cm 以上も押し出されたとのこと。ただ、ずぶっと掘った以上は、穴の中でむくむく膨らみどくどく高ぶった立派なそれも処理して、どうにかこうにか向こう側まで抜けたかったので、いいこら言いながら、2002年にやっと貫通を見て、陸上トンネルとしては最長記録を叩き出しました。新幹線はトンネルばかりで車窓がつまらないと、持論にうぬぼれるのも結構ですが、その汗と努力がにじむトンネルの下で、快適な高速鉄道が成り立っているということは忘れてはなりません。ほどなくして、岩手沼区内駅に到着です。区内と冠している割には、新幹線駅としての知名度で言ったら、底辺に沈んでおります。ないで終わる以上、アイヌ語由来っぽい地名だし、区内とは何ら関係がないのだから、と。そうやって自己解決で塗りたくった長所をもってして、沼区内の地名探索を終わろうとするなど早計。沼区内の地名に関係してそうな伝説が一つございまして、かつて、この一帯に、とある夫婦がいたのです。夫の方は、ジェンガのように徳を積みに積んでいたのですが、妻の方は、それとはひどく対照的な悪人で、たちまち罰が当たったか、大蛇に変えられたのですが、悪人の炎はその程度でふっと消えるわけもなく、夫をさえもはみ、あらゆる人を噛みちぎり、沼を本拠地に、極悪非道の限りを尽くしたと言います。これには、地元住民もクソムカついてきたので、大蛇の怒りを鎮めるべく、神として崇めようとしたところ、その大蛇が、美女の姿で現れた後、美人を差し出せば許してやるわ、と、なおのこと爆裂備蓄その下ボ級にムカつくようなことを要求してきやがりました。なんか、SNS とかで稀によく見る、イラストレーターの労力も知らずに、ただで絵を描けとわめく人みたいですね。とにかく、人質を探そうと東北のみならず、関東まで駆け回ったのですが、ついぞおぼしめしの人物は見当たらず、村の中の早苗という、少し年のいった人が、この際犠牲になろうかと考えていました。その時、その娘だった浦和かきよりじゅ姫が、早苗の反対を押し切って、ずこずこ沼ににじり寄り、法華経を朗読し、それから経典を蛇の頭にぶん投げると、はらりと綺麗に蛇が成仏したと言います。かくして平和が訪れたことから、沼区内と名付けられたこの駅は、弾丸列車がやってきてもなお静かで、今でも、少なくとも、猜疑と憎悪に、とことんまみれた大都市圏よりかは、ずっと平和です。火のないところに煙は立たぬ。岩手ヌチャ君に結局盛岡までこの座席を取っていた方は現れず、毎駅ごとに背筋を走った恐怖も、杞憂に終わり、指折りの山岳地帯を抜けて、北上高地と奥羽山脈の間を邁進しているうちに、まもなく、盛岡です。盛岡に到着。42年前、東北新幹線が最初に開業した時に終着駅となった駅。大層めでたいので、そのまま南下したいのですが、あいにく次に通る駅が新花巻なので、ここでストップです。というわけで乗り換えなのですが、気分転換がてら西に折れたところで、あまりいいことはなさそうなので、無意味な計算を脳内でしてる暇があったら、とっとと東北本線に突撃しに行きましょう。ちなみに乗り換え時間は7分。しかも駅構造はあんまり覚えてない。猿ガモの親子のように悠長に歩いている暇はありません。間に合うかなと思っていたのですが、想像の20倍くらい単純な駅構造をしていたので、普通に間に合いました。新幹線の改札口を出てからここに着くまで、一回も曲がってないよ。そんな優越に浸っているうちに乗り遅れたら、シャレにならないので、さっさと19時51分発の北上行きに乗り込んで、終点まで揺られます。車両はもはや見りゃわかるわいとでも言われそうですが、701系。見りゃわかるわいとでも言われそうですが、盛岡地区のものは帯が紫色です。でも、秋田のものと比べると、マイナーチェンジはされていて、一つ分かりやすいものを挙げると、狭小トンネル向けに、パンタグラフの折りたたみ高さが低めになってます。特急が止めどなく走っていた王子の東北本線に比べれば、ホームを持て余すほど寂れている盛岡駅。静けさを否定する気はさらさらございません。でも、帰宅ラッシュ時間帯ともなると話は別で、4両つなぎの列車は、心が拒否する寸前の、くたびれたサラリーマンさんたちでいっぱいで、解雇中の顔をしてる暇などございません。盛岡を出発。次は 1.8km 先の仙北町駅。実は最初、仙北町の近くに盛岡駅を置く予定だったらしいのですが、スリや泥棒が盛岡にやってくるという人間不信と鉄道不信をみんなこじらせていたせいで、仙北町への設置熱もほとほと消えて、駅自体も市街地から離れた場所に置かれました。それから20年が経ち、鉄道の底力を思い知った仙北町、鉄道アンチとしての活動に明け暮れた日々はどこへやら、新駅を置けと騒ぎ始めました。ただ、元々の駅予定地だっただけに、盛岡駅からの距離はわずか 1.8km。採算も取れるか怪しい限りなので、国鉄は二の足を踏んでいました。そこで、内務大臣と鉄道院総裁を担っていた原敬に、直々に請願書を出したといいます。この原敬ってのがキーで、彼ね、盛岡出身の人間でした。後々、平民宰相ともてはやされる彼ですが、盛岡からの期待は、それ以上に大きかったようです。とにかくそれで土地の買収も済んで、1914年には華々しく、貨客の拠点として開業。毎時1、2本の短距離列車が大半を占める今でも、1日の乗車人員は1600人を超えています。さすが、自ら盛岡駅の称号を手放しただけのことはあります。そんなこと言ってたら、矢巾駅に接近。盛岡から3駅、15分以内ということもあって、ベッドタウンとしての顔を見せている街です。それどころか平安時代の初期には、ここが東北の拠点になる節すらありました。というのも盛岡の付近には、この地に根付いていた、蝦夷って民族の政党が終わった後、盛岡の付近に紫波城っていうものを、役所と同じノリで追っ立てました。しかし盛岡は、堂々と流れてきた川が合流し、洪水が日常茶飯事になるような場所でした。対策を練ろうったって、平安将軍は、治水工事のためのブルドーザーとか持ってないので、当時のトップだった噴屋の渡丸は、洪水ちょべり場だから、移転して特丹所を築けば手上げじゃねと、天皇に申し出て、尻尾を巻いて盛岡から逃げ、この矢巾に近い特丹所を拠点にしたとか言います。当時はいつも綿畑を耕してるけど、緊急時には兵士になったるで、っていう農民もいたので、生命の根源たる田畑を川にむっちょむちょにされて、農民が恩をあえぐ羽目になるのは、噴屋の渡丸の性癖じゃなかったのかもしれません。その農民の名前も、陳平って言ったのですが、これでは市は中央駅を出発。だんだんと列車が空いてきます。1998年に作られた西岸駅ですが、この地に駅を置いてという懇願は、実に100年も前からありました。というのも、それまでの紫波町の駅といったらひづめだったのですが、東北本線の開業当初は、津々浦々が幾度音に駅を遠ざける野嵐だったので、ひづめ駅も例によって遠いところに置かれていました。しかし、臭いと思って家から50m離した便所を、超重要だから元に戻せとでも言わんばかりに、ひづめ駅を中心部に移転してくれへんみたいに騒ぎ出しました。これが、東北本線の開業8年後のことです。まあ手のひらをくるくる返すのがお上手で、北上川の周運の衰退を眼前にしてきたひづめとしては、やはり駅を欲しがるのは致し方ないとはいえ、コントロール Z で駅が移転できるなら、全ての失敗は起こり得ないというわけで、しばらくはひづめ駅と、信号所から上り詰めた古館駅との、中心部から中途半端に離れた南北2駅をもってして、紫波町はパン切れとスープで食いつなぐように、細々生きながらえてきたそうです。そこに颯爽と現れた紫波中央駅なる救世主たるや、さながらアベルのよう、困らぬようにという思惑で設置された、カインのごときひづめ駅は、おそらく今頃はがみしてます。かわいそう。ほんの少し高知に上がって、花巻駅に接近。銀河を繋いだように、綺麗な夜景ですが、新幹線は、カムパネルラのように姿をくらまして、この車窓からでは、居場所など用として知れません。というのも新幹線の新花巻駅は、ここから釜石線で 6km 弱進んだところ、散々東北本線に近いルートをたどってきた新幹線が、なぜこうも、水強な離れ技を見せたかというと、まず、シンプルに死傷物が少ない点と、北上川の水害を避けるためというのが、主な理由でした。多分、後者の影響の方がでかいです。というのも西側を回って、花巻空港駅あたりで東北本線と交わるルート計画もあったのですが、何分北上川というのは台風や降雨がくすぶるたびに氾濫を起こし、その都度周辺集落は死者と行方不明者とで、終生狼狽のキリキリ舞でした。特に1948年のアイオン台風の時なんかは、北上川が溢れたついでに東北本線に流木が押し寄せる被害が起こったほど、あの台風で最もやばかったのは、むしろ盛岡から東に伸びる山田線なんですが、とにかく新幹線も北上川に巻き込まれて、同じ鉄を踏むのはまっぴらごめんだったんで、進路を東に変え、釜石線と交わるに留めておいたみたいです。そういう知略を巡らせた末に東北本線と離れることになったわけですが、東北本線サイドは、これにはいささかご立腹で、花巻駅を出るや否や、列車は空気輸送そのものへと化けました。首都圏とかでは、新幹線と在来線ときたら、多少なりとも、その関係は年頃ですが、まあ今日東北の奥地まで来ると、その愛が屈折して現れてくるようです。奥の細道を残した場所でさえも、盛岡どころか北上にすらたどり着いてないので、東北を包む愛情表現ときたら、キュンどころか、ドロー、ぐらいの空気感で、なかなか愛不の念を抱かせるものなのかも、って言ってたら、北上駅にたどり着きました。向こうに見える新幹線のホームは、かつて在来線の工場だったのですが、その工場を根こそぎ移転して、新幹線のホームをドンと置いたと言います。さて、岩手県の南側まで、はるばるやってきて、ちとばかし疲れたので、再び新幹線に逃げます。っていうか、今回ばかりは、新幹線に逃げない限り、ネズミ捕りに囲まれたネズミのごとく、活路が見出せないので、地べたに穴を掘って急所猫を噛んで、手乗りで時速 275km で追い飛ばします。ところで、撮影前に青森で蕎麦を食らって以来、まともな食事をしてないんですよね。だから北上駅構内の売店で、弁当とか色々買って、悠々自適に最高クラスのデッキを組むんだ。5両自由席をつないでいるやまびこ号の指定席をわざわざ買ったのもそれ目当て。ほらもう、駅弁って旗がなびいてますわ。どんなの買いましょうかね。ワクワク。おきゃーおきゃーおきゃーバブー。車内販売を行わないやまびこ号が、私の気持ちも知らずに、のこのこやってくるようです。滑り込んできた車両は、見りゃわかりますよね。速達性が鳥ごときに負けている分際で、初列に音を冠している同列車ですが、むしろ、東北の速達列車として、スタートを切ったのは、やまびこの方がはるかに早く、1959年に、福島と盛岡の間を結び、東北地方を日帰り往復できるようにした準急が始まり、ちなみにそれまでの東北本線には、長距離列車こそ走ってはいたんですが、おしなべて、上野と盛岡、青森を結ぶ列車だったので、通過時刻なんて、夜の営みも終わりきったタイミングか、朝立ち冷めやらぬくらいの時間帯で、使い物にならない長々設定でした。だから、日中と夕方に東北を縦断した準急は、初めこそガラガラでしたが、徐々に賑わいを見せ、郡山から青森にまで区間が伸びたやまびこは、このまま系統分離しちゃおうぜと浮かれて、仙台以北の陸奥、仙台以南を白川まで走る阿武隈に分かれることには発展しました。ここまで語ったところで皆様お察しの通り、発展しすぎてやまびこの名称が一回消えてしまいました。有名になると失踪するの、なんか YouTuber みたいですね。ただし国鉄もいくらか名称を値踏みしていたか、東北本線が上野から盛岡まで電区開業をした時に、同区間を担当する電車特急としてやまびこの名称が復活することになります。ただそんな華々しい特急列車も新幹線が開業するまでのかませ犬で、1982年に東北新幹線がやってくるが早いか、超特急がその愛称を強奪していきました。華々しくデビューした新幹線やまびこも、速達のインフレが進んだ昨今では、白々しい態度を取られ、10分か20分進んで停車といった具合にコンスタントに止まってやってるのに、速達にあらずんだ新幹線にあらずと、確定タイプの種別に向かってアンビバレントなことを言う人も多いもので、ほとんどの華々しさをはやぶさに取られ、挙句我が駅にはやぶさを止めようという声まであちこちから上がる。ゴータマが見たら、ほら欲が悪さしてると、ため息でも漏らしそうな、欲に揉まれたせいで、羨望の眼差しが金輪際向けられなくなった、かわいそうな種別です。遅いとか言わないようにしてあげてね。かわいそうだから。さて、列車は水沢江差に到着。やまびこ号は遅くてとろくてのろまなので、東北地方では舐めるように止まっていきます。やっぱり東北本線からは離れている駅ですが、水沢市の分断回避、土地買収の優しさ、積雪量の少なさを見込んで、ここに作られた上、そもそも敷設当初から、後付けで新駅を作る気満々個で工事を進めていたので、特に東北本線に未練タラタラという雰囲気は見せていないようです。むしろ、東北本線沿いに走ると、平泉の重要文化財をぶった切るので、忌み子扱いされかねない。で、この水沢江差って駅名は、当時存在していた2つの市を合わせたもの。ただ駅名については揉めたようで、江差サイドは水沢江差を猛プッシュしていたのですが、駅予定地を要する水沢市としては、何人のふんどしで相撲を取ろうとしとんねんとでも言うのか。猛プッシュどころか呼吸するように平然とした面持ちで、新水沢駅と言い放ったそうです。下手したら、この企画の難易度が上がってるところでしたよ。危ない危ない。とにかく水沢市民のみならず、県も国鉄も猫も杓子も、新水沢になるものとみなしていたので、新駅設置が現実味を帯びてくるまでは、はいはい新水沢ね、かっこ鼻くそをほじるくらいのノリでした。実際に駅名どうするのの議論が深まっても、新聞への投書は新水沢がマジョリティ。1500人くらいが答えた街頭アンケートでの希望駅名も、新水沢と水沢江差は互角っちゃ互角ですが、水沢市は100マス掲載を解くかのように、スラスラと新水沢駅を推す文章を書き上げて、とりあえず、国鉄に、新水沢にして、まあ江差氏は、広域的視点とか言って、水沢江差にしようなんてのたまってたけど、と、熱烈ラブレターを送る道すがら、県知事にも参考意見を書くよう求めました。するとどうでしょう。県としては、広域的観点から、駅名決めてほしいとの文章が、水沢市、明確に振られましたね。ここで、はい新水沢にしますね、とわめいたら面白かったのですが、国鉄は、そこまで空気読めない組織じゃないので、鶴の一声で正式に、水沢江差に決まりました。両氏の意思は、確かに水沢江差に根付いております。まあ合併でどっちの市の名前も消えて、奥州市になったんですけどね。ガハハハハ。列車は一ノ関駅に滑り込みました。岩手県最南端の新幹線駅。やまびこ号は遅くてとろくてのろまなので、東北地方では舐めるように止まっていきます。この一ノ関駅も、在来線のホームの向こう側で眠っている手持ち無沙汰な側線をちょっと潰して、中国分割の風刺画みたいに、うなって、ピッと、ナイフをケーキに突き立てるように、在来線がすくっていた敷地の東側を奪って、ドヒョーンと突き抜けたようです。でも、新幹線駅の方で立派な対線まで作ったのに、それでも在来線ホームから見渡す限り、かなり敷地を持て余してるイメージなんで、新幹線が一ノ関駅の腹の肉を多少削ぎ落としても、まだお腹はまん丸どっぷり超えまくりの様子です。なので一ノ関は報復フェチですね。そのまま通過待ち。素早い垂直の鳥は、のろまな音を飛び越える。向こうのホームにはこれ見よがしといった具合に、はやぶさ、小町 320km 運転の掲示が、腹が肥えてるのに痩せ我慢させられてて、なんとなくかわいそうです。とはいえ一関駅をはじめ、岩手県を細かく止まるはやぶさ号も、主に朝と夜にちょろっとございまして、なんなら、それをベースにした特例すらも存在します。その内容は、仙台から盛岡の各駅相互間を乗る場合、同区間に途中駅のあるはやぶさに、自由席特急券で乗ってもいいというもの。はやぶさは例によって、全車指定席ですが、その時は空席に座れます。例えば、北上から3駅進んで古川まで乗る場合は、もちろん OK。仙台まで進んでも平気ですし、なんなら、盛岡から仙台を丸ごと乗っちゃっても可です。ただし、仙台の次が盛岡みたいな、途中駅がないタイプの列車には乗れません。あと、ルール的にも使い勝手的にも難しいのが、仙台、盛岡の各駅相互間って点。例えば、北上から仙台まで、はやぶさに乗って、仙台でやまびこに乗り換えて福島、ってのはダメ。自由席特急券も、仙台から盛岡の間にしないとダメです。はやぶさ号の甘い汁を一部分だけ吸うのはご法度。そんな特例を言ってるうちに、宮城県に入り、栗駒高原駅に近づいてきたみたいです。八尾曽殿ロマン。山頂に馬の雪型が現れるとかいう栗駒山から高原の名前に発展したとか言います。駅名からして自虐スキルは高く、市の中心部からも東北本線からも離れた、が乱道な場所にあります。高原つってんのに、絶海の孤島みたいな位置にある駅ですが、利用者数は割合好調です。なんでかっていうと、駅前に巨大駐車場を整備したから、いわゆるパーク&ライド方式を採用し、車との二股プレーを推進したおかげで、2022年の乗車人員は776人、水沢江差や新花巻を上回ってます。車と列車がくんずほぐれつのキャットファイトをするんじゃなくて、甘々チュッチュを醸し出す世界、優しくもあり、またやらしくもあるものです。絵を描きました。なんかさ、新のつく駅 NG なのに、新幹線に乗るのは OK とか、都合良すぎるだろって言われそうですけどね。そうやってさ、インターネットの中で虚勢張って楽しいですか？インターネットへりくつくんに構っている暇はないのだよ、っていうわけなので、強行します。最小公倍数を求める時の筆算みたいな線形で、東北を横断する陸羽東線との乗り換え駅、古川を抜け、仙台平野に勝ち込んで、そのまま東北随一の大都市へとなだれ込みます。ってわけで仙台。仙台と聞いただけで赤いレンガをドンと置いたような立派で象徴的な駅舎が想起される方も多いことでしょう。新幹線のホームはその駅舎の4階部分をあぐらをかくように占拠しており、軒を争う百万都市の中心部を天狗のように飛んではかけております。そんだけ民家とかが密集していたので、駅舎と合わせた線路工事の協議はなかなか進まず、在来線のホーム、設備を整える過程だって、代行輸送なども駆使してやったというのに、その先で石油危機がやってきて、工事はなかなか進みませんでした。そんな艱難辛苦を乗り越えて、木造2階建ての旧駅舎をぶっ壊し、1981年に試運転列車を迎えて以来、新駅舎は、築43年という年派にも負けずに頑張っております。無論仙台にたどり着くともなると、やまびこもある程度は本気を出すもので、はやぶさの指定席が取れなかったキュンパス使いか、それとも、ビジネスの荒波に揉まれたサラリーマンか、とにかく指定席は如実に混んできて、仙台の摩天楼と指定席の今までにない賑わいが染みてきます。と綺麗事を吐けるほどの境地に達していればよかったのですが、あいにく、私はマジで空腹で、さらに、仙台から乗ってきたサラリーマンとおぼしき方が、フォークに覚醒器でもついてるのかって勢いで、嘘みたいにいい匂いがするカルボナーラを、ずぞずぞ音を立ててすすり始めたので、五感が完膚なきまでに蹂躙されて、ほとほと狂いそうです。カルボナーラとのバキュームフェッタ、お家でやって、パスタをするのも問題ですが。さて、この列車最初の通過駅、白石蔵王を抜けます。市街地の分断と白石川の斜め横断に打ち切って、やっぱり東北本線からは少し離れてます。それからほどなくして、宮城と福島の県境に佇む蔵王トンネルに入ります。県境、軟弱だったり膨張性だったりな地層、11km。何も起きないはずがなく、そういうわけなので、トンネルを掘ってみたら、山が湧き水を吹き出し、おもらしが止まらなくなりました。これがピクシブの世界だったら、ブックマークしていたして終わりなのですが、蔵王トンネルは政治的な問題です。機械で抜くやつがおるか。過根という言葉が似合うくらいには、その根は深く、地下水の枯渇に伴って、広範囲で水がカラカラになりました。基本的にトンネル沿線は、軒並み飲料水すら確保できないありさまだったので、この際覚書を取り交わし、国鉄が責任を持って上水道工事に取り掛かりました。この時、灌漑用水も無論カラカラだったので、蔵王トンネルの湧き水をポンプで汲み出せるよう、そっちの工事も行ったといいます。さすがに高速鉄道というドル箱だけ敷いて、あとは夜逃げとかいう、模範的水原一平のようなことはやらかさず、しっかりケツを拭いてやった点では、やっぱり尻拭いってのは重要だと痛感させられます。モーツァルトだって、俺の尻を舐めろとか言ったくらいですし。福島駅が目と鼻の先に迫ってきたタイミングで、奥羽本線につながる山形新幹線の線路と合流します。曲がりなりにもミニ新幹線なのだから、さぞ豪勢な合流の仕方を見せるだろうと思いきや、おあいにくさま、そうはいかねえってことで、見てくれだけは立派な一本しかない単線です。しかもこいつを捌ける福島駅の線路が14番線ホームにしかありません。なので、上りも下りも関係なく、増結も切り離しも14番線のみで対応することになり、おほ、ダメ、後ろからも前からも疲れて、おほ、行く、新庄行きが行っちゃうのーって感じで、14番線だけ、異様に忙しいご様子でした。さながら肉便器。しかし、弾丸列車がせわしく飛び交う南東北で、そんな特殊思考をかますのは地雷なので、山形新幹線からの車両を11番線で受け止められるようにと、アプローチ線が現在建設されてます。完成は2027年3月くらいなので、あえぎにあえぐ14番線にはもう少し待ってもらう必要がありますが、逆に言うと、14番線が新幹線のストリップショーの聖地として輝くのも、たかだかあと3年ってこと。12番線にやってきた列車は、連結という名の兜合わせをすることなく、福島を出発。ところで、盛岡海岸のトンネルでは、さっきの蔵王トンネルが東北新幹線最長になる予定でした。その蔵王トンネルから首位を奪ったのは、福島駅を 6km 弱南に進んだところにある、福島トンネル。そいつはもともと、南側の足立トンネルと北側の福島トンネルという2本のトンネルで作られる予定でしたが、ちょっと都合上勾配を変えたところ、2本が合わさり1本になってしまいました。展開自体は広告に出てくる安いマージゲームみたいですが、その長さは 11.7km と、蔵王トンネルを 500m ほど抜き去っています。トンネル内は画面映えしないので、ビデオカメラを6すっぽ回してないんですが、とにかく新幹線はすこぶる早いもので、福島駅からものの14分で郡山に到着です。これは余談なんですが、3年くらい前は、福島県の東北本線の乗り継ぎが猛烈に悪く、18切符で東北本線を中断するときは、父としているゾーンゆえ難所でした。その分郡山から福島に2000円ほど課金して、数十分おきに打ち出される新幹線に飛び乗れば、なんか1時間とか2時間とか節約できて、コスパのいいワープって感じだったのですが、最近、両都市間の列車の乗り継ぎが良くなってきて、ワープの必要性が薄れてきたのと、新白河での新幹線と在来線との乗り継ぎが研ぎ澄まされてきたので、ここ最近は、東北本線をワープするなら、新白河から那須塩原最強説が浮上してきております。有識者の方々、他にいいワープ区間があったら教えてください。さて、郡山のホームに上陸しました。やっとの思いでたどり着いた南東北ですが、なんか遠征の旅に上がり込んでる気がする駅なので、インドを見つけたコロンブスのように歓喜着陸できるわけもなく、どうにも、あ、うちの庭だなっていう感じが強い駅です。家からは200キロ以上離れてるのに。さて、このまま進むと、新白河にぶち当たります。しかし、磐越線を使ったところで、東西関係なくいいことはなさそうです。そうなった以上は、水戸に抜ける水郡線ルートを取る以外に方法はなさそうです。っていうわけなので、ひとまずは魚が森まで向かいましょう。しかし、頭を使って経路を考えてたら、お腹空いてきましたね。キオスクにご飯でも調達しに行き、おぎゃー！もういいです。朝霞森まで行ってから考えます。次は、22時37分発の白河行き。大港で散々降っていた雪は、郡山まで南下しても、勢いが弱まることはなく、乗り継ぎ先の701系の天井に積もって、漬物石のように、どっしり乗っかっております。朝霞森までは、たった一駅。死ぬ後の言わずに乗っていきましょう。22時37分、郡山を出発。さて、朝霞森っていう駅。水郡線と東北本線が、たもとを分かつ乗り換え駅のくせに、10年放置したボールペンのインクくらい、薄い薄い影をまとった、郡山の前座として佇むローカル駅、っていう印象をお持ちの方もいるかもしれません。しかし、駅名を、朝霞、長森にスパッと分けてみると、その歴史は、ぽーちゃんが溺れた川くらい深い。朝霞の方から解説すると、5から6世紀頃、地方の有力同族が、国の宮津子っていう、地域を牛耳る役職に任命されて行きました。その時、福島エリアもいくらか分けられ、この辺りは、朝霞国の宮津子が管理することになりました。これが、朝霞の始まりだとされています。なお字面が、アホーの兄尺取り主の尺から、安全に積もる方の朝霞になったのは、単純に縁起の良い名前にしたかったかららしいです。いわゆる麹ってやつですね。言霊しかり、日本語における文字のパワーは絶大です。そうなると、一部の日本語 T シャツが、とことん秩序を乱しそうなんですが、それはともかく、秘密基地のように雑然とした依頼の朝霞に対して、長森の方は、6畳一間の和室のようにシンプルで、ずーっと栄えますように、っていう、短冊の寝言みたいな願いが由来です。純度 100% の眩しい綺麗ごとに、こちとら目が潰れそうですが、住所としての長森は今は消え、駅とか、近隣施設とかに、名前がちょろっと残る程度です。郡山市の南端にありながら、引け目を感じてばっかりでかわいそう。この際ラブホでも立てまくれば、永遠の盛り場的な意味で復権しませんかねとか言ってたら、朝霞森に着きましたわ。ここに快活があるんで、今日はもう終わりです。飯も快活で食います。3月には似合わないようなペースで、雪がしんしんと降り続けていて、相変わらず明日の東北本線、水郡線がやばいかもっていうニュースが途絶えませんが、抜け道が1本しかない以上は、一縷の望みを託すしかございません。今日はもう快活に潜って、夜食を胃に入れて、シャワー浴びて寝ます。おやすみなさい。人類は、原初、狩猟採集社会を営んでいました。現地の木の実をはみ、獲物を追うのですから、辺りに何もなくなったら、軽く引っ越しをします。いわば、移動ベースの生き方をしてきました。ところが、稲作が主流になるとどうでしょう。人類は、お米を栽培するために、その地に定住しなくてはなりません。しかし人類は一箇所に住めるような体の構造をしていませんでした。だから稲作をウキウキで始めた古代人はヘルニアとか関節炎とか普通に発症してたし、またゴミという移動生活では放置すればよかった代物のやり場にも難儀しました。せわしく飛び回る旅行というものは人類が忘れかけていたそういう動物的本能をありありと描き出してくれるそういう趣味なんじゃないかしら。ってわけで茨城県まで飛ぶべく6時12分発の水郡線水戸行きを待ってます。ここからはキュンパスは使わないで普通乗車券を使って下関まで向かいます。水郡線は私が動画投稿を始めるよりも前1回だけ乗り通したことがあるんですが、沿線の様子とかどれだけ変わってるかワクワクします。わっはっはっは。グビグビ、ダン。試運転列車だ、これ。予定より100分遅れて、7時55分、水戸行きの列車が入線してきました。ひどい手ぶれは置いといて、車両はキハイ E130 系。2007年くらいから水郡線を走り始めた関山路線の割には、かなり新しい車両です。水郡線の仙台車両はキハ110で、特段オンボロというわけではないのですが、水郡線沿線には高校が林立しており、通学ラッシュの時間帯ともなると、車内がごった返します。それをキハ115自慢の2つポッチの片開きドアで処理できるのならいいのですが、26万もの人口がいる水戸市街地にそのドア数で挑もうとはいい度胸です。そういうわけでキハ110は魅力度ランキングの底に沈んだ茨城県の看板を背負うのにすらふさわしくなく、あろうことか一匹残らず駆逐され、北東北へと左遷される羽目になりました。水郡線界隈において存在が恥とまでの烙印を押されるとは、当時はそこまで古くなかったキハ110にとっちゃ、ものの見事に顔に泥を塗られたかのようです。今は老朽化だのなんだので、顔に泥も錆もこびりついてますけど、一方の私はいよいよ旅程が泥沼化してきました。まあゆっくりのんびり旅をするのもいいじゃない。黙って聞いてりゃけせらせらくらいがちょうどいい。これも一種のイベントなり。ってわけで3時間弱遅れて9時4分、朝霞長森を出発。各駅停車で水戸まで行ってくれると信じてます。さて、水戸と郡山の間をちんたらのたくり、利州神の水軍のごとく、筆実合憲に突き進む水軍線。その始まりは、明治中期の茨城県内の私鉄で、しかも、現時点では、水軍線の支線に当たります。水軍線って言ってるのに郡山方面には目もくれず、なんか常陸太田にちょろっと繋がってるやつです。しかしこいつが全ての始まりなので、さらっと語っていきましょう。事の発端は1887年、常陸太田と水戸を馬車鉄道で繋ごうと計画したのが、全ての始まりです。ただ、線路を敷けばうんぬんと、こたつに潜って公爵を垂れてる暇などございませんので、論より証拠、象牙の塔よりフィールドワークときたか、今でいう久慈川橋梁のあたりで、行き交う客と貨物を数え上げていました。石の上にも3年、貨客のカウントは6分の1年。ってわけで11月から1月にかけて、冬なのに一日先週の思いで指を折っていたところ、ちょうど水戸鉄道なる会社が、今でいう水戸線に近い、小山から水戸までの線路をほぼ完成させていました。乗れるなら乗るしかない、このビッグウェーブにと思った馬車鉄道連合軍は、水戸鉄道に常陸太田まで敷いてみようかなって考えてたりしませんかねと尋ねてみました。しかしそのまま2年弱待ってみてもすっごい微妙な顔しかしてくれないので、もうムカついてきちゃったので城北馬車鉄道なる会社を設立しました。ただこうなりゃやけたみたいなノリで建てただけに会社にはお金もノウハウもありません。だから不説のもろもろを水戸鉄道に頼み込む羽目になりました。水戸鉄道を一度見限っておきながら速攻で手のひらを返すあたり、ハエ取り草が見たらよだれを垂らしそうなことごとく虫がいい甘ったるい考えに見えますが、常磐線とはわけもルートも違うんだぞというお言葉に内務大臣が全米くらい緩い類線を持って感動したか、なんか普通に免許が通ったのでいざ不設開始と行きたかったのですが、なんとこの後に及んで馬車鉄道は嫌なの、軽便鉄道にするとか言い出すやつが現れました。何の前触れもないあたり調子が軽いです。軽便鉄道だけにっていうのはともかく、ちょっと測量と調査を重ねたところ、その方が貨客はさばけそうだし利益も膨らみそうだし、馬は競馬場と牧場だけ走ってろとでも言わんばかりに社名も組織も太田鉄道にくら替えし、軽便鉄道を2路線申請することにしました。この2路線ってのがそこそこ重要で、1路線目はおなじみ水戸から常陸太田なんですが、2路線目は水戸から東南東に 8km 進んだ常住の辺りまで線路を伸ばす気でした。なんでそんなことしたのかっていうと、太田鉄道は水戸鉄道にヤンデレみたいな依存の仕方をしていたから、水戸鉄道が倒れては元も子もないので、そのバックアップとして東南東方面の線路を申請したと思われます。まあそっちはもっと先の大洗につなげるって息巻いた別会社があったんで、競争に負けて不設許可が下りなかったんですが、2頭を追ったところで頑張って1頭くらいしか得られず、2頭が追ったところで頑張っていった快感しか得られず、とにかく水戸から常陸太田だけ敷設を始めたのですが、日清戦争の不況と水戸鉄道という不安定な大黒柱への依存で工事は進まず、資本金も集まらず、会社はギスギスし、さながら会には踊るされど進まずの地獄絵図へ、さながら船頭を多くしてタイタニック山に登るといった今にも沈没しそうな具合でした。もうこの際起死回生を狙って普通鉄道にしようとし認可まで得てきたのですが、資本金は2倍近くに膨れ上がり、一部の株主が血眼になって反対し、なんか取締役が全員辞める羽目になりました。茨城は魅力度ランキング最下位とは言いましたが、これでは人柄ランキングも最下位じゃないの？ほどなくして水戸から久慈川が開通したのですが、常陸太田にはたどり着けず久慈川も渡れず、エロ漫画から本編のエロシーンを抜くくらい肝心なところがなっていませんでした。エロシーンを抜くんじゃなくてさ、エロシーンって抜けよう。そんなだから会社は火の車なんだと思ってか常陸太田まで開業させて業績がマシになることを願ったのですが、営業成績は高く見積もっていた予想を鬼のように下回ったので、会社の雰囲気は現代風に言うとアットホームな職場になりました。だからまた取締役が消えました。前回の取締役総辞職からは3年足らず、ここまで来ると役員をマリオの残機みたいな感覚で浪費してるんじゃないかと疑います。そんな低たらくなので新社長も全然決まりません。油を塗りたくった体で火に飛び込めって言ってるようなもんだから、そりゃそうだ。でなんとか社長が決まった後もやっぱり赤字で炎上し、もう鉄道を売却しようかと意見が出ても揉めて、なんなら株主総会を勝手に差し止めるやつも出て、裁判沙汰からの運転休止にまで発展しました。あとまたまた取締役が消えました。いやー、明治時代茨城の僻地にも動物園が建ってたとは知りませんでしたね。ここまで来ると誰にも何のメリットもないし、売却反対派も消耗戦になってきてたので、太田鉄道はもう金輪際口をつぐんで新水戸鉄道に買収されることになりました。ちなみに水戸線を敷いたやつとは違います。あれはもう日本鉄道に買収されてるので、太田鉄道を引き継いだ水戸鉄道に関してはキャリアとか実績とかは二の次、東京の第15銀行が作り上げた資本の強い後ろ盾があるっていう感じの強い会社です。3年半で消えた太田鉄道とは違って水戸鉄道ともなれば順調に成長していきました。譲渡されて営業を開始したのが1901年ですから、常磐線も水戸線もしっかり栄えてたし、そりゃそうです。結局常陸太田までの支線は1927年の鉄道省による買収まで大した波風も立たずにことが運びました。まるで清流のかけらもない、何が奥久慈清流ラインだとでも言わんばかりに泥臭い人間模様が描き出された茨城県内水郡線支線の建設過程でしたが、水戸鉄道が営業を開始したくらいのタイミングで今度は福島県側でも鉄道熱がくすぶり始めたのです。って言ってたら八田川についてました。列車はここまでは動いてくれる模様。ここもギリ郡山市のはずなんですが、県道を折れた先の奥まった場所にあるせいで弾丸列車がせわしく行き交うあの郡山駅と同じ市に位置しているとは到底思えない外っ面です。八田川までは動くという宣言は 100% 達成されたと見るや、ここでしばらく足踏みするもだって、これって日立大の駅になったんですか？当面ここに幽閉されそうなので、ちょっくら外出てコーヒーでも買いたい。ウェブで軽く検索をかけた感じ、駅舎のすぐ裏手に自販機があるらしいです。コーヒーさえあれば脳の回路もコヒアレント。運転手さんに断って車外に出ましょう。バカでかいマンコのカツ丼。自販機を探すのも賭けですよ。ここから向こうの県道まで150メートルあるし、仮に県道に出たとしてもすぐ近くにある気が全くしません。500メートル行けばセブンイレブンがあるのですが、その距離の雪道を徒歩で往復するのは怖い。何より飲み物探してる間に列車が出発したら画面の前のお前らが面白がるので嫌です。そういうわけでコーヒーは諦めたのですが、結局八田川で75分くらい止まったので、単に私が筋金入りの骨なしチキン野郎だという立派な少佐になってしまいました。臨時休校が決まった学生さんたちも八田川何もねえなと言いながら降りていったので、私はコーヒーも希望もなくとし空見、ただただ一人です。咳をしても一人です。ってわけで10時35分係員さんのおかげで安全になった水郡線をあとはひたむきに南下していきます。方向幕は相変わらず水戸行きなんですけど、これ水戸まで行くんでしょうかね。とにかく福島県内の建設過程に話を戻します。1899年に支線が開通してから数年後、本線を求める声が大きくなってきました。本線っていうか東北本線と常磐線を福島県南部を通ってつなぐ線路が欲しいってやつ。というのも福島県南東部のここ、鉄道網がスカスカで、なおかつ山々の間にあったので、のんべんだらりと駅に向かおうものなら骨が折れ足がちぎれ白目を向くこともあったなしでした。茨城県に食い込んでる部分に住む福島県民にそんな補助を噛む思いをさせてなるものかってわけで、白川と高萩を結ぶ鉄道を1903年に地元の村会議員が考えたのがきっかけでした。でも金の類はお持ちでないので生まれてこの方後ずさりだから、山間部の路線ということもあって国に委ねたいと考えたのです。そんな虫のいい考えで国鉄の顔色を伺ってみたらどうでしょう。常磐線のいわき東北本線の郡山をつなぐ線路を国鉄側もちょうど考えていたではありませんか。でもこれでは村会議員の理想ルートから外れます。それにいわき郡山ルートに先を越されると東北常磐線をつなぐという大義名分の被験が錆びついてから騎士使えなくなってしまいます。だから村会議員は白川に敷くしかねえよ、うるせえよ、黙れよと実地調査を行いました。ただそれが逆説的に白川高萩のルートで敷くのは難しいという証明になってしまったようで、素人目の測量ってのもそうですが、県境付近は人力車を通さぬどころか、斧で切り倒すのも難しいような木々が、深淵を体現するように生い茂る人類未踏の地。あと、いわき、郡山のルート取りや交通量があまりにも優秀すぎた点で、白川高萩の線路は日の目を見ることもなく、凍ってそのまま消えました。ところで、いわき郡山のルートは平郡線と呼ばれ、後の磐越東線となったのはまた別の話。とにかく、県南地方では希望の星がついえて、もう八方塞がり真っただ中という雰囲気でしたが、県南をいずれも潤わせるぞという、北極星にも等しい道しるべはまだ失われていませんでした。交通量と工事の難易度が課題だってのは分かっていたので、水戸、白川を久慈川沿いに伝っていく、それなら課題を解消できると考えたのです。さらに当時、ローカル線向けの軽便鉄道法も交付されたし、この路線を選挙活動にも使えるし、おまけに道中は山林も金山も豊富だし、水戸には軍隊も待機しているから、軍事的にも使える。機は熟した、と言わんばかりに、当ルートを国会に焚きつけてみたところ、皆様犬のように、こぞってよだれを垂らし、測量の手ぐすねを引こうとしていたどころか、これ白川じゃなくて郡山に繋げた方がよくね、と、路線を事実上延長することすらも考えておられたので、地元住民からしてみれば、強行極まれり、二つ返事で、その案を飲み込みました。ほどなくして、鉄道局の建設課長が派遣され、早々老々、山をかき分け測量していたら、会津若松で、磐越線の工事に当たっていた所長さんが、鉄道局の課長に顔を出すべく、郡山に来たと言います。で、所長さんが、どう、大変でしょと、建設課長さんに小づいてきたんです。しかし、敷設するか否かは、微妙な顔して応答せにゃならん秘密事項。だから、ノーベターラインって答えて、ちょっとはぐらかす始末。チェアイズノーベターラインザンディスワンみたいな文脈で言ってるんだと思います。とにかく、これ以上いい線路なんてないよ、というのを、なるべく探られないように曲げて伝えたかったのです。だから、日本語でオケなんて言われるのを、課長さんは心待ちにしていたのですが、当時同行していた袋田村長さんは、英語が達者でした。だから袋田村長は、あ、ベターなんですね、と、胸の内を垣間見るように、やぶから棒に質問。課長さんはたちまち、車窓から見える雪を溶かしそうな勢いで、どぎまにへどもど真っ赤になって、英語わかったんと、心底ビビったと言います。何せ彼、慶応義塾で英語学んでましたからね。さすが慶応、さすが慶応。高学歴だよーだーとにかくノーベターラインが示した通り、ケンディアンは順風満帆さながらで、終点を水戸から勝田にしたいとの意見も吸収しつつ、声優会の講演を受けて育っていきました。あ、勝田を終点にしたかったのは、ひたちなか海浜鉄道とつなげたかったからです。当時、港鉄道の名で勝田から敷設されていた、その路線を離れ小島にするようでは、茨城北部が、伊佐名取郷の王国さながらの荒れ地になってしまいます。しかし、そいつと水軍船をつなげれば、山の狭間から港まで物資を運搬できると考えたのです。つまり水軍船は、茨城の奥深くに入ったアナルビーチのように作用すると期待し、港鉄道は、それを受けて大絶頂してくれると期待したのです。ただ追い風ばかりではなく、向かい風もいくらか吹いてきました。水軍船を推していたのは声優会だったんですが、その声優会が力尽きて、ライバルの県政会が出てくると、声優会の鉄道建設が尺に触った県政会は、水軍船の敷設案を否決しました。これが政治的に反対した団体の一つ。ですが、他にも別の理由で反対した人がいました。それが水戸鉄道です。さっき述べた、水戸から常陸太田を結ぶ路線を経営する会社。だって、水戸と勝田の直線距離は5キロ。それなのに、勝田から線路を伸ばされては、水戸鉄道としては、北上にティラノサウルスが入り込んでくるも同然。食い荒らされる前に退治したかったので、慌てて途中の菅谷から常陸大宮までをつなぐ線路を申請。それに加担するかのように、水戸鉄道の終点駅があった太田町も、国鉄の水軍線に反対し、なんとしても水戸鉄道に敷かせるからな。その気になったら俺ら太田町民が水戸鉄道を譲り受けるからな。とまで言い出す始末。相手の頭と自分の頭に、それぞれ一丁ずつ銃口を向けているかのような太田町民を前にしては、なよなよと白旗を振る以外になく、結局、常陸大宮までの施設は水戸鉄道に託したのでした。さて、計画が半ばで折れた水軍線賛成派。いわば中折れした賛成派にとっては、ピンチのビンビンチンコでした。もし初心完結で水戸、勝田から敷きたいと叫ぼうものなら、水戸鉄道が黙っておらず、FPS ゲーマー並みの毒舌をもってして、コテンパンのパンパンパイパンにやり込められまんこ。そこで賛成派は思い立って、じゃあ水戸鉄道の終点、常陸大宮から郡山に向けて伸ばせばよい、と考えました。で、その2駅を結ぶ大軍線を計画したのです。それなら水戸鉄道の品縮を買うこともない、と思っていたのですが、これまた太田町はご立腹だったようです。そりゃそうだ。本線というたわわな果実を目の前で奪われて、路頭の石ころに甘んじようなんざ。新築 12LDK くらいの豪邸を眼前にしておきながら、半畳程度の犬小屋で眠れと言われるがごとし。だから、本線は、常陸太田を経由するようにしろ、との運動が巻き起こっていた、らしいです。鵜呑みにするには信憑性がないですが、水戸鉄道に猫なで声でへつらった前科がある太田町のことですから、完全放置もできない。だから、太田町が騒ぐ前に予算を通して、南部から工事に着手し、まずは常陸大宮の 9km ほど北、山形宿駅まで開通。水戸鉄道のネタを防いだぜ、ここれが1922年のことで、さすがの断崖絶壁といえど、ちゃっちゃと開通を急ぎました。途中、事務所に保管してた完成済みの測量図が関東大震災で消失するという、心臓を釘バットで殴られたみたいな冷や汗タラタラの事態に巻き込まれたのですが、そこで仲違いを起こして工事遅延なんて芸当は、猿かチンパンジーにしか許されてないので、冷徹な感性を持ち合わせた人間である技師たちにより、しっかり再測量が行われたのでした。ほどなくして、久慈川の鉄橋とか、災難駅とかの難しい問題にぶち当たったのですが、1927年に無事、常陸大子まで開通しました。とはいえ、常陸大宮を境に管轄が変わるのでは、今後の全線開通の時にかったるいので、延伸からわずか3週間後に水戸鉄道を買収し、年の末には国鉄が経営を開始、もう常陸大宮が起点じゃなくなったので、時を同じくして名称も対軍線から水軍線に変えました。ここまで、福島県側の工事の進捗は皆無のようで、水面下では色々進んでます。それを語る前に、列車は川辺沖駅を出発、玉川村に属するやや新しい駅です。さて、この福島県の方の玉川村ですが、阿武隈川に接する地域ってのもあり、阿武隈川の水運なんて、それをもう川底がすり減るほど使ってきたのだろう、と考えるのは早計。実は、かなり慎重派で、1850年くらいまでは使う気にもなってなかったし、なんなら、船を通す手はずを整えるのに、地形をいじくって、文字通り川辺にある川辺沖界隈が沈んでは困るからと。試験的に船を通すのでさえ1855年から川を使った年貢米の搬出は70年からと、江戸期の交通の勝ち組って色が濃そうな川沿いでさえ発展の流れに差を差すとは限らないようです。川を毛嫌う逆張りオタクからの飲み沢駅、今は一面一線の華奢な防線駅ですが、かつては近くの山から切り出された鉱石をはじめとした石どもがこの飲み沢駅などを拠点にしてジャック・スパロウの海賊船のごとくたくましくどんどこ打ち出されていったといいますが、貨物のトラック化、鉱山の閉鎖などであっけない幕切れを迎え、水軍船の大々的な貨物輸送も1987年にはその役目を終えました。ローカル線の敷設を狙う団体が幾度音に連ねるのは山奥の豊かな物資の輸送とかのはずなんですが、それで一斉形状賄おうなんざ虎ぬ狸の川山用ではと痛感させられます。からのいわき石川駅に近づいてきました。さすがはドカ雪、水軍船を運休に追いやれるほどのポテンシャルに違いはないようで、雪が沿線の木々の枝をしならせて、それが隙あらば気配130系の車体に打ちつけてくるので、作業員の方も駅係員さんも復旧までにひどく手を焼いたんだろうなと思われます。ダイヤの調整もそれは例外ではなく、このいわき石川で30分くらい止まるとのこと。普段なら天を仰ぐ長時間停車ですが、コーヒーも朝飯も胃に入れてない今、これは都合がいい。おにぎり3文字変えたらパイ釣り。11時4分の到着からきっかり30分、いわき石川を出発です。じゃあ福島県サイドの建設過程をさっさと語りましょう。茨城県サイドの工事が始まった1921年、福島県サイドは未だに調査中でした。一応翌年の調査資料で郡山を起点にするのはほぼ確定になったのですが、その直後に戦後恐慌と震災恐慌のダブルパンチをお見舞いされて、未成戦の明日がわからぬ状況に。水軍船も例外ではなく、郡山サイドの開業予定年は1928年度から2年くらい遅れる見込みでした。でも寸止めされた郡山も水戸も黙っておらず、早く線路を向こう側まで行かせてと入りました。それを見ては国鉄もしこしこ他なく我慢できずに1927年から工事を始めました。路線計画上は郡山から朝金ヶ森が重複するので、まずは朝金ヶ森から八田川を29年に開通、あの自販機が消えた場所までですね。そこからは山あいにお裁縫でもするかのようにチクチク細切れに開通させてゆき、全線が開通したのは34年、八田川から川東を開通させたタイミング。計画が起こってから苦節30年、陰茎むくでを掘ってたらセックスザーメン。人間関係のいざこざや政治的ないさかいは多々巻き起こりましたが、それもひっくるめて愛されてきた、まさに地元の推しの路線なのです。さて列車は喉から手と触手が出るほど線路を欲しがった岩北名倉に到着。さて、水軍線はかつて白川とを結ぶ予定だったけど、結局郡山方面に伸びたというのは語った通りですが、そもそも岩北名倉と白川を結ぶ計画は1896年水軍線開通よりはるか昔からありました。ファーストペンギンは白川炭鉱鉄道、ただし敷設はかなわず詳細はもやに包まれてます。次が白鳳軌道、中央線の乱床を作り上げたあの雨宮慶次郎が関わった計画でしたが、資金繰りの悪化とライバルとの勝ち合わせで穴が開いた気球のように下落し、日の目を見ずにポシャりました。そのライバルは田名倉鉄道。でもやっぱり地主が懐の寒さにおじけついて尻尾を巻いて逃げる羽目に、結局田名倉鉄道は不成功の標語のような扱いを受ける羽目になってしまいました。田名倉鉄道くんかわいそう。そこまでのそしりを受けなくてもいいじゃない、だって人間なんて地球が生んだ最大の不成功のくせに地球上で一番でかい顔してやがるから。とにかくその次は福島県南東部を軸にした鉄道会社が3社立ち上がったのですが、そもそも社長が3社とも同じで、しかも企業計画で詐欺を起こしたことがある前科持ちだった上、福島という強愛なフィールドで鉄道会社3つって、それで金が回るはずがないです。終わり。次に、電力事業をベースにした白鵬電車が出たのですが、これも失踪しました。その後、軽便鉄道法が出されると、ルゴのタケノコのように、不設案が出されたのですが、さすがに5本も案が出るのはだるすぎます。一つ残してぶっこ抜きゃ十分です。そういうわけで、みんなバチバチに争ったわけですが、生殺与奪は福島県が握っておりまして、白鵬鉄道一社だけに続婚になるという、狭い性癖を持つ福島県におもねって、そいつのみに許可。それで1916年、白川から棚倉に白鵬鉄道が開業。水軍船がいわき棚倉に来るより15年以上早い。あとは水軍船が伸びてくれれば、と、脳みそが鉄道で順々になってる方は、そう思われるかもしれませんが、白鵬鉄道にとっては、その延伸は逆効果でした。というのも水軍船が伸びてきたら、旅客も貨物も猫も杓子も、水軍船に浮気します。そういうわけで、いわき棚倉まで水軍船が来た頃には、旅客も貨物も、輸送量がおざましく減りました。いわき棚倉と郡山がつながった暁には、もう考えたくもありません。だから、郡山への延伸前から、はぁ、俺鉄道をやめたいと、弱音を吐き始めました。そのため息を政府が聞き漏らすはずがなく、1936年から41年にかけて流れるように国有化がスタート。からの1943年、白鵬線は不要不急線として、レールも何もかもあられもなく剥がされ、その後、同区間を鉄道車両が走ることは二度とありませんでした。水軍線は、ローカルな部分ばかり光が当たってる気もしますが、地方路線を追番で早めた歴史もある、という冷酷さも兼ね備えた路線なのです。輝かしき弱肉強食の掟。ところで、水軍船の蹂躙で割を食ったのは、何も白鵬鉄道だけではございません。地域の勢力図まで変えてしまったのです。と言ってたら、列車は県境手前の東舘駅に到着。積もってる雪の量は減ってきましたが、相変わらず猛攻は激しいですね。こんな奥まで白いのを激しくぶっかけてくるとは、空もなかなかの発情期です。また、で、この東舘駅までの延伸で割を食った存在こそ、棚倉町。というのも、東北本線が伸びてきた頃は、棚倉町は、線路がある白川とズブズブでした。それと同時に、この東白川郡の中心部としてくんぎりんぐし存在でした。その背景に、白鵬鉄道があったのは、言うまでもないです。しかし、水軍船が東舘駅まで伸びてくると、沿線の町村はその線路に群がるわけです。となると物資を運ぶなら、棚倉町を経由して白鵬鉄道を使うよりかは、直接東舘駅まで行って、水戸以南まで運んでもらうのが、やり方としてはクレバーなのです。そういうわけで棚倉町は、白鵬鉄道ともども、マリトッツォのように空気へ溶かし、閑古鳥がかまびすしく鳴くだけの、ろくろくしくハックするだけの場所になりました。鉄道があれば、町が発展するでさえ、ただの都市伝説に過ぎなかったようです。とか言ってたら久慈川を越えて、山釣山にやってきました。阿武隈高地と闇磯山地に挟まれた福島県最南端の駅です。震撼としたこの地で燃えるような色彩を放つあの橋は鮎の吊り橋。山釣り町のシンボルらしいですが、完成は1987年と赤い外見の割にはやや青2歳。しかし眼下に望む久慈川と合わせるとコントラストがよく入るものです。っていうわけでここからの水軍船は久慈川へのストーキングを敢行するので、カーブも勾配もバッチコイでないとずっと孤独恋の烙印を押されます。ところで、水軍線本線の全長は 137.5km、うち、大軍線として国鉄が敷いたのは約 114km ですが、大軍線のうち、勾配部分は実に8割、曲線部分は3割をも占めており、平成の後半に作られた車両も翻弄されて、瞬足の走りはなかなか見せてくれません。しかも本数は、県境越え区間ともなると、1日10往復もないくらい、おまけに国道も整備されているので、こと県境区間の営業係数に関しては、約5800という大変名誉な大赤字を叩き出しております。山あいの区間だから努力して線路を敷いたはずなのに、待ち受ける未来が報われないとは酷なもの。だから、努力は報われるとか、薄っぺらい言葉なんて信じない方がいいですよ。ましてや、な、努力したから報われただろとかいう還元なぞ少子千万。目下の成果で全てを評価しようなど、底なし沼に沈みながら、チーズバーガーうめえって言ってるようなものです。ストリングぶりの連勝を変えたいのであれば、それでいいのですが、己をねち曲げ正当化して優越に浸る、そういうオナニーまがいの性分を許していいのか。やる気さえあればでもと公爵垂れて、チヤホヤされるのは、昭和時代で終わってる。次の停車駅は日立大吾です。なんかこの列車、日立大吾が終点になったらしいです。踊るテニスの塩気。JR 東日本公式アプリの方が正しかったようで、あえなく茨城の僻地、日立大吾で降ろされました。あの水戸行きの全面 LED が裏がましいですが、ジタバタしてもどうにもならんぞってことで、とりあえず駅近くのお蕎麦屋さんでお昼ご飯を食らいました。結構ワイルドな味わいで美味しかったなぁ。で、90分の乗り継ぎ時間を蕎麦一杯で埋められるはずもないので、駅前をそぞろ歩きします。で早速ロータリーの横に、てっちゃんの目を引く黒光りする車体が C12 機関車らしいです。大子町の文化遺産なだけあって、説明書きもちゃんとあります。動画にふけってると、条文が読めなくなるらしいので、たまには各自一時停止して読んでください。残念ながら私は、生体保存された機関車で70分暇を潰せるほど、器用ではないのと、ぶっ壊れた予定を組み直したり、特急券の日付を変えたり、ホテルにキャンセルを入れたり、とにかく忙しくて裏ではキリキリ舞いでした。誰だ、トラブルイコール取れ高みたいな観念を植え付けやがった悪代官は、でもさすがにこの水戸行きは看板に偽りなく、水戸までたどり着いてくれるでしょう。何はともあれ運転再開に乾杯。13時52分、日立大郷出発です。さてさてこの水郡線、奥久慈清流ラインと尾行ぶった二つ名がついている上に、この次の停車駅は日本三名瀑にも数えられる高さ120メートルのすげえ滝が最寄りの袋田。だから水郡線が開通するや否や観光客でひしめいてしゃあないとなればよかったのですが、そこは奥久慈。当時の奥久慈は超無名、ウォーリーでさえたどり着けないであろう僻地でして、秘境だ絶景だと人類どもが吹聴することすらない正しい意味での秘境でした。水郡線という鉄路をもってしても名称たるゆえんを轟かせるのには時間がかかり、優等列車を走らせる話が起こったのは実に全通後25年近く経ってからでした。その優等列車を走らせるきっかけを生んだのは大子町の観光協会会長、日立大子の駅長とキャットファイトさながら組み合って陳情書を作り合い、その間観光協会は振興計画を練って、そのポテンシャルが認められ準急奥久慈を走らせることに成功しました。そうして社畜におまねるかのように土日に狙いすまして上野と山釣山を結んだ奥久慈号は、これ見たことかと活況を呈して、袋田のホテルはいずれも満員、玉袋が絡むホテルはいずれも満員、車内もにぎわいを見せており、一番列車が上野駅を出発した時乗客は270人ほどで、袋田で降りた人数は実に260人ほどにも上ります。それもあって臨時列車だった奥久慈号はいつしか定期列車に輝いたのですが、昭和も終わりに差し掛かり近代化と効率化を考えるとグローベールのように冷酷に現実を見なくてはなりません。だから水郡線を CTC 化するにあたり急行に格上げされたはずの奥久慈号は1983年をもって水郡線内は普通列車化、定期優等列車はここに消えたのでした。奥久慈の清流をたゆたう暗澹はそれにとどまりません。現在列車は第6久慈川橋梁を渡っていますが、こちら時代が飛んで2019年に流された橋梁、台風19号の影響で久慈川が氾濫し、その濁流が岩場みのように橋脚も橋桁も飲み込んでいき、約1年半もの間この日立大子付近が運転見合わせの惨事に見舞われました。さっさと廃線にして、あとはなおざりにするのも粗末でおつなりな復旧にとどめるのもってことで、新しく橋を架けるにあたっては橋脚に重さを委ねるのではなく、強度が出るよう三角形を組み合わせたトラス構造を採用し、なおかつ橋脚を1本にし 1.3 メートルほど線路の位置を高くし、たとえ天地がひっくり返っても災害の時で踏んだり蹴ったりとはならんぞという意思を感じます。まあメスガキに踏まれたり蹴られたりするのは嬉しいのですが、橋が傾く被害に見舞われた第2久慈川橋梁を越えてしばらく走ると災難駅。この災難駅は線路に祝祭石を積み出すという縁の下の力持ちみたいな役目を担っています。ただの石だろ、ファンザでおかずを漁る時みたいに適当なノリで見つければいいと考えるのはご法度。摩擦に強く、なおかついい具合に硬いものでないと線路横に身を寄せる資格はありません。災難のものはこの塩梅がちょうどいいので、主に関東東部と福島東部の路線にここの採石が使われているらしいです。ちなみに以前までは採石を積んでトンズラするのにディーゼル機関車が使われていたのですが、今年の4月からは GVE197 系なる新進気鋭の電気式機動車がそれを担うようになったらしいです。旧車両と違って電車免許だけで運転できるので、活動の幅も運転手の範囲も広くなったその車両、漫画の一部によく入ってる目隠しの光くらい輝かしく立派に仕事をこなしてくれることでしょう。ところでこの災難駅ですが、敷設当初はこんな駅作りたくないよだといった顔つきでした。というかこの辺りの駅位置自体大幅に違っていたはずでした。というのも水郡線の袋田から山形宿の駅関係はこんな具合になってます。このうち中府入だけはだいぶ後輩の駅なので図から消しときますね。一切悪びれた素振りも見せずで、敷設段階の鉄道省としては山形宿と袋田の間は2駅作れば良いと考えてました。しかし下小川近辺の住民からしてみれば、せっかく線路を通してやってるというのにけたたましいジョイント音でただ通過されるだけでは本当にたちが悪い。滝沢ガレスの断食騒ぎくらいたちが悪い。だから駅位置を変える変えろとわめいた結果、上小川下小川駅へと計画が変更になりました。しかしどっから駅位置の情報なんて仕入れたんでしょうね。滝沢ガレソとかからか。ただ誰かが幸せになるということは誰かが不幸になるということでもあります。だからみんな仲良し幸せになろうねとかいうざれ言って鼻から信用ならないどころかくそムカついてくるんですけど、それは置いといて、今回河野餌食になったのは災難ですね。両隣の地域に住むエゴイストたちの努力により災難地域からは駅が取り上げられてしまいました。だから駅の座を取り返すべく運動したのですが、駅間 3km 強は短くねと突っぱねられる始末。以降幾度となく「駅を切よー!」と藤原竜也よろしく絶叫を轟かせたのですが、駅作らないなら用地も譲らないもんねなるクソガキ魂も通用せず、ついに1925年災難駅なくして上小川まで開通してしまいました。こうなりゃもう加えていた骨を池に落とした犬のようにしょぼくれるしかないと思われたのですが、その頃第二次護憲運動で政権が立憲政友会から県政会とかに移り顔ぶれもガラッと変わりました。それを見た災難住民は風向きが変わった今運動を起こせばいけるのではと考えたのです。だからとピストン運動のように猛プッシュを食らわせてみた結果、神尾川までの開通から8ヶ月後、設置費用の半分を地元負担にして駅を置くことに成功しました。犀金駅の用地確保をした代償に近くの県道が狭くなったのですが、そこは住民に金で払わせたり体で払わせたりして自腹で県道整備を行ったといいます。駅地位を奪い返せたとはいえちょっと酷です。でも声がでかいやつが勝つのは現代社会の摂理なのかしら。窓口で怒鳴るクレーマーとかだって世間知らずを飛び越えて負け知らずといった具合ですし。さて、だいぶ水軍線を乗り回して常陸大宮まで来ました。ここまで来れば毎時1本程度地方の本線級の運行頻度が確保されるようになります。それに呼応するかのように久慈川は東にそれて見えなくなってしまいましたが、まだ奥久慈要素は残っています。例えば常陸大宮市の特産品は奥久慈ナス。自称奥久慈なんてことなく、県から直々に産地として認可を受けたほどで、名声は折り紙付き。他にも、大子町や常陸太田市などで生産されているそのナスは、2021年の生産量、実に214トン。その甘さ、ジューシーさ、柔らかさとかの品質から、巷では黒いダイヤなんて呼ばれてるみたいです。よく考えたら、それただの黒煙じゃねとは思うんですが、あんまり水を差すのも良くないので、ここいらで切り上げておきましょうかね。清流だけに。列車は上菅谷に接近。かつての水戸鉄道の本線、常陸太田方面との乗り換え駅ですが、本線の座は、ひょうひょうと郡山方面に奪われ、元本線にされた今や、上菅谷から常陸太田の15分程度の短距離運用すら設けられる屈辱。その主格転倒っぷり、四字熟語の無限実行と有限実行の関係性みたいです。最近では有限実行の方をよく耳にするけど、熟語としては無限実行の方が先にあるからね。で、ここから3連チャンで、菅谷のつく駅が並びます。上菅谷、中菅谷、下菅谷。おまけに駅間も山手線割りで1キロちょっと走ったら次の菅谷に着くほどです。短時間のうちに繰り出される3連攻撃にポチトラゲシュタルト崩壊を起こしそうですが、中菅谷のみに関して言えば非電化区間らしい理由で作られた駅です。というのも、1950年頃までの水軍線はガソリンカーの独占場でした。しかし1950年代は朝鮮戦争に伴う特需景気で景気が V 字回復を果たした時代。水軍線の需要も目覚ましいものだったのに、いつまでガソリンカーをこき使ってるのか。ってわけで1951年、まず太田支線に気動車を試験導入。その5年後には、水軍線のほぼ全列車が気動車の面を下げて走るようになりました。となるとスピードアップがなされるので、住民としては、その分新駅を作ってもらいたいわけです。特に駅間がちょっと長めの区間。そういう理由付けのもと作られたのが、中菅谷駅だったりします。その頃の国鉄は、見た一文余計な出費を重ねたくなかったので、もちろん無人駅。こういう駅は中菅谷にとどまりません。さっきの素で容赦なく削った中府入も、スピードアップからの利用者アップを狙って作った立派な無人駅です。似た経緯で作られた駅は他にも5つ以上あります。下手な鉄砲を数撃ってるだけではと、いびつに勘ぐりたくなるものですが、さすがに水戸が近づいてくると、関山区間の見本市だった面影などは今や感じられず、混雑もそれ相応になってきて、中川を渡って水戸城跡の敷居を通るや否や、朝霞長森からはるばる9時間、水戸に到着。雪にもみくちゃにされて、運行も旅行計画も、今にホワイトアウトを食らいそうな状況下、開けた関東平野にたどり着いた私としては、ようやっと終日を開けるものです。水戸の梅の花のように、上品な笑みを浮かべて、水戸駅構内を闊歩したかったのですが、そんなのやっても甚だ下びて見えるし、構内のモニター自体だって、上品もへったくれもない画面を見せていたので、そんな暇があったら、さっさと乗り換えろということ、なるはやで南下しましょう。待ち時間、立ち食いそば屋で納豆そばという杯を一人で交わしている間に、毎時2本の常磐線がやってきたので、早いところ乗り継ぐことにします。さっきちらっと触れた気がする GVE197 系の横を通り、南へと向かいます。ここから上野まで乗り通したいところですが、常磐線の確定に新松戸があるので無理です。しかし他に迂回路が見えません。大洗鹿島線は新鉾田、水戸線は新張。なので、死ぬ後も言わずに、柏まで駆け抜けましょう。水戸を出てすぐ、さながら偕楽園の側近として使えるように、千箱が彼方に見えてきます。もともとは、教室の隅で絵とか描いてるクラスメイトくらい、存在感が薄い、ただの浅い沼だったのですが、徳川家の功績というものは凄まじく、水戸藩が城下町を整備するにつれ、ここが水戸城の堀として役立ちそうとのことで、この沼もこねくり回されたといいます。ちなみに面積は1平方キロメートルちょい。秀吉が取った日本統一という杵塚を振り回して、たかだか霞ヶ浦の200分の1程度の広さの湖で生きってるの可愛いね。そんな名誉も時代が下ると腐りきって、川の純血が汚されてしまいました。だから昭和時代に大部分をパコパコ埋めて、現在の華奢な姿になったといいます。しかし、長いものに巻かれてか、偕楽園ともども観光資源になっているようで、梅の花が水戸を彩る頃には、湖の麓の臨時駅、偕楽園駅が開設されます。日本三名園最寄りのくせに、下りホームしかないのですが、そこはまあ、空間こそわびさびだのとほざいて、いくらか正当化されてることでしょう。ここに来るまでに踏んだり蹴ったりですが、こういうのがあってもいいのです。こういう旅だって話のネタになるからね。ただ、トラブルの渦中にいるときは素直に喜べません。そこで、踏まれながらアヘ顔すればいいのではと考えてみました。ちょっとやってみましょう。おっ、ダメ、踏まれてる、中に入ってる、一応、踏まれていっちゃうの !YouTube のみならず、世間からバンされそうなので、やめておいた方がいいですねこれ。土浦、後ろに5両つなげて、ここからは15両になるみたいです。プレミアム天下の連結シーンみたいですよね。ところが、私がいるのは1号車。列車の11両目までは200メートルくらい。そこまで連結シーンを取りにはるばる歩くのは嫌なので勘弁してください。ところで常磐線の中距離電車についてですが、15両がのさばる前は12両がスタンダードでした。15両に伸ばしたきっかけはもちろん混雑緩和なのですが、裏には1960年代以降続けてきた混雑緩和の取り組み、通勤後方面作戦じゃ足りなかったって面があります。というのもその作戦では、常磐線は綾瀬から砦に新しく線路を敷いて、快速、確定を分離するって見通しでした。そこまでやっても、沿線人口はみるみる膨れ上がり、1980年の末の北千住の混雑率は 245% に、平成に入る頃には混雑率が 300% を上回る見通しで、いささか身の毛がよだちます。あと、筑波万博が迫っていたので、通勤以外にも混雑緩和を考えなくちゃいけませんでした。そこで、もともと12両までだった常磐線を15両に伸ばすことにしたのです。その時、どこに増車分の車両基地を作るかってのが問題になったのですが、土浦以南の利用者の伸びが凄まじく、逆に江北は振るわなかったって点と、他の中距離電車の車両基地が都心から60から70キロの範囲にあるっていうのを考えて、新しく土浦に車両基地を作り上げることになったと言います。ちなみにその時土浦駅には31両だけしまえる車両基地があったのですが、計画上必要そうな収容数は実に158両。戦闘力が5分の1もないものですから、このままでは土浦駅が慌てふためいてしまいます。おっぱいでかくてダウナーで爽やかなお姉さんに解き伏せられるショタみたいに。とにかくそれで、土浦の少しだけ北側に、ギガンテスのように巨大な車庫が置かれました。実際、土浦を過ぎたあたりから、15両がよく似合う、アーバンの風が感じられるようになってきます。それは、砦を立って利根川を渡り、チーバくんの尾行を審判し始めればなおのこと。ってわけで現在、流域面積日本一とかどこ吹く風で、池シャーシャーと利根川を渡っております。ところで、利根川の向こう側にも、ちょっとだけ茨城県として食い込んでる部分があって、バスが運行される20世紀の末まで、この茨城県部分を連絡する渡し船が運行されていたらしいです。直感的でない上に、交通の便を食い荒らした実績を持つ、この県境。でもその昔は、利根川が流れていた部分を律儀にたどる、非常に理にかなった県境でした。というのも、古の利根川は、地面に反して、尾行っぷりを微塵も感じさせない暴れ川でした。だから、改修工事の道すがら、蛇行している部分を、えいっとまっすぐにしたのです。というわけで、いびつな県境は、利根川改修の名残で終われたらよかったのですが、利根川の向こうの千葉県に取り残された茨城県民からしてみれば、ほとほと呆然自失。ずっと前見かけためっちゃエロいイラストが、ある日ネットの海から姿を消していたことに気づいた時くらい呆然自失。だから、改修工事が始まった翌年の1912年から、渡船が検討され、早くもその2年後には、渡し船が就航と相成りました。別に千葉県と繋がってはいるものの、茨城たるアイデンティティを抱えていたいのかと思うと、人間の心に根を張る所属欲求の強さを多分に感じる次第です。そんで、やっと重い腰を上げて、快速運転を始めた常磐線が、北柏を通過するや否や、柏に到着。このまま上野まで乗りたかったのですが、確定の新万古駅のおかげで家に帰れまんこ。なのでチラシプレイでもするように、東京を迂回しましょう。お次は JR をちょっと離れて、東武野田線。10年くらい前に、東武アーバンパークラインという愛称がついた路線ですが、アーバンパークラインという名称の高尚さに恐れおののいてか、皆様野田線と呼んで、畏敬の念を示しております。終点までお世話になる車両は東武8000系なんですが、今回乗るのは8111編成という特殊な車両です。8000系は、私鉄の103系とまで呼ばれるくらいには、息が長いもので、数々の8000系が、影も形もあられもなくリニューアルされてきたのですが、この8111編成だけは、時代の荒波をみじんたりとも受けず、製造初期のまま生きながらえてきた車両。事実上は、東武博物館が胴体保存している、ということになってますが、ツートンカラーを身にまとい、目が乱々とした、60歳の老やたる車両には、釈迦に説法なのか、去年の秋あたりから、この野田線を、当たり前の顔して爆走するようになりました。そういう特殊な遍歴を持っている以上、狙って乗らないと難しいと思ってたのですが、この長距離遍歴旅行の最中でも意外と当たるもんなんですね。余談なんだけど、これ船橋方面に行ってたら危なかったね。17時21分、柏を出発。ここから西に進みます。で、この柏駅、総合たる首都圏に似つかわしくなく、スイッチバックが日常的に行われる駅です。無論意図してこんなことやったなどという、サイコパスの見本市みたいなことはしてません。まあ理由としては、西に伸びる線路と南に伸びる線路を別々の会社が敷いたっていうシンプルなもの。後々一社にまとまるんですが、一路線にするには、ちょっと線形が良くなかったようです。まあ歴史をたどればわかります。まずは野田方面から敷かれたので、とりあえず追っていきましょう。で、野田といえば醤油産業。その歴史は古く、江戸以前にまで遡ります。鉄道ブームが巻き起こる明治時代に入っても、依然として野田の醤油は最強格でした。ただ、その当時の野田の交通網といったら、太平洋に浮かぶ孤島のような隔絶っぷり。原材料も製品も運ぶのに難儀してたまらず、たちまち野田の製造業者が千葉県知事に愚痴をこぼしたといいます。千葉県知事もやりきれなくて頭に血が上ったのですが、そこでふと思いつきました。千葉に来る前に目撃したヨーロッパの閑散たる畑を突っ切る軽便鉄道。それから千葉県にいた鉄道連帯。そういった種々の記憶が間欠泉のように湧き出て、千葉に軽便鉄道を敷けばよい、とひらめいたのです。ちなみに当時の千葉県の道路はひどいもので、雨が降ったら示し合わせたようにぬかるむし、町村道に至っては下駄で歩こうものなら、危機感持った方がいいとでも言わんばかりに、地獄みたいな洗礼を受ける始末だったので、線路が求められるのもやむなし、といった具合でした。これで道路整備の方が求められてないあたり、花から道路が信用されてなくて面白いです。とにかく県は、軽便鉄道法の施行を待って、野田から柏までの線路を狙いました。ところで、いざ申請する少し前、県議会から流山に線路をつなげてよって声が上がったらしいです。一応がで民鉄というのでしたら構わないのですが、そもそもこの鉄道の主眼は野田との物資輸送。長いものに巻かれてこその物資輸送なので、県としては常磐線につなげたかったのです。ただこれが流山を通すとなると、常磐線とつなげるには松戸まで伸ばす羽目になります。ちょっと当初案と比べたら足が出るので、流山から松戸までの延伸分の費用を持ってくれないかと、とりあえず流山のために伺ってみたところ、きついっすねと返事が来たので、予定通り野田から柏になったらしいです。たまに言いますよね、金はビタ一文出さないけど、口だけは達者な人って。でも、すぐ手を引いただけ偉いね。現代ともなると、パッチワークのように継ぎはぎな義理人情につけ込んで、道理が引っ込むような無理を押し通そうとするから。で、実際に敷設が始まった野田線。軽便鉄道ながら、期間は国鉄と同じ 1067mm。もともとは、軍の資材を使い回す予定で、大層な設備など、まっぴらごめんだったのですが、野田界隈は、地元を通る太くて長い物資輸送の列車を、スポーティーな常磐線にパコパコはめたくて仕方がありませんでした。だったら直通させた方がいいってことで、瀬戸際になって、線路の幅を変えたと言います。降って湧いたような期間の変更ですが、財布を持ったのは、飯田シッペの野田町でした。さすがは、男気の塊でございます。素敵。今って男気とかも、ジェンダーがとか言って差別用語になるのかしら？言葉狩りされたら怖いので、この撮影が終わったら、私の口でも縫い合わせておきますか。ゆくゆくはみんなで美号の風刺画になろう。とにかく期間は広くしたものの、土地買収を除けば、工事はスムーズに進み、1911年、柏と野田を43分で結ぶ列車が、1日5往復ほど作られました。この路線を、千葉県営鉄道野田線と言います。柏駅に関しては、国鉄の駅構内に作り上げました。その鉄道線のおぼしめし通り、開業当初から、常磐線と連絡運輸を行うことになり、鉄道の高い柔軟性から、それまでメジャーだったはずの水運を、一気に満身創痍にまで陥らせるに至りました。また、地元からの信頼も、開通する以前でさえ、オックスフォードの辞典くらい厚く、さっき映った利根運河ですが、敷設当初の橋梁については、船橋の業者が建設を手掛けたほどです。余談ですが、東武アーバンパークラインは、この運河駅から、埼玉県の春日部まで単線になります。差し詰め東武ルーラルパークライン、アーバンの風上にも置けません。東武アイアンクパーライン、さて、東武野田線の先駆け、千葉県営鉄道への信頼ですが、開通後は言うまでもなし。野田醤油醸造組合っていう団体が、貨車を新調して、千葉県に貸すための手はずを整えたり、あとは途中駅だった、豊敷、厚石とかの駅に、倉庫やお店が置かれたり改築されたり、と、そう悪くないように聞こえる千葉県営鉄道ですが、表では飯馬を演じておきながら、裏では腹を下すかのような破綻が巻き起こってました。何が起こっていたかというと、絶望的に人材が足りていなかったのです。何せ、営業成績は意外にも赤字で、県の借金は増える一方、仕方なく経費を抑えるために、職員の給料を減らしてみたのですが、県営鉄道の飼い犬になるくらいならと、国鉄、私鉄にこぞって転職する人が増え、主要駅にして終点駅だった野田町駅でさえ、切符を売る出札係がずっといないという体たらく。だから、第一次世界大戦を終えたあたりから、千葉県営鉄道なんか売っ払っちまえって、声が大きくなってきました。その頃これまた、野田醤油醸造組合の欲の皮が張って、船橋から野田に鉄道敷設を目論んだのです。なんか既視感ある展開です。蘇生乱造の奈良系物語くらい既視感ある展開です。そうして、野田の醤油業者が一丸となって立ち上げたのが北総鉄道です。もちろん、スカイライナーがかっ飛ばしてる方の北総線とは、微塵も関係ないです。とにかく、北総鉄道としては、資源と金とを無駄にするのは、いささかはばかられたので、千葉県営鉄道の払い下げを行うという前提で、柏から船橋の工事を申し出たのです。さて、柏駅のスイッチバック問題については、ここが重要な鍵となっています。尻の穴かっぽじってよく聞いてください。そもそも、千葉県営鉄道の野田線は、規格がとんでもなく劣悪で、国から直々にレールを重くしろ、とまで言われたほどでした。千葉県営鉄道としては、レールを交換するよか、買収してもらった方がいい、と考えていました。ただ、その時の買取額が異常に低かったのです。というのも、地方鉄道法が定める買収額の相場は過去3年の利益割る 3×20 でした。ところが、直近3年に含まれていながら、一番儲かったはずの1921年を除外して計算してしまったのです。とっとと買収を決め込みたい側からしてみれば、野田醤油会社の倉庫を新しくしたからと、イレギュラーさを振りかざし、頑として異論を受け付けないつもりだったのですが、この1年を含むか否かで、買収価格が 1.5 倍も違ったのです。挙句、政治論争にまで発展し、即買収を求める政友会系と、見直しを求める県政会が争いを繰り広げた結果、反対派が大方離席した状態で強行採決となりました。そうやってのらりくらりと待ったのはいいのですが、内務省でさえも待ったをかけたようで、千葉県営鉄道の買収価格、低すぎと、内務省が猜疑の念を巡らせたのですが、北総鉄道側はどえらく固くな、二足三門を一歩たりとも譲らず、そっちのいざこざでも買収が遅れたとか言います。ほどなくして、北総鉄道の柏から船橋の敷設免許を得たのですが、その北総鉄道に関しては、鉄道連帯の力を借りつつも、かなりのローコストで敷設されたとみられ、北総鉄道船橋線がおぎゃーと産声を上げた初日には、国鉄との線路どころか、元千葉県営鉄道の線路とすら繋がっていませんでした。千葉県営鉄道を買収しておきながら繋げないのは、気分が変わったからか、金がなかったからか。とにかく、ユージン・オニールが描いたように、柏駅でもがく今の野田線を考えると、東部には同情できるもの。なお、国鉄との接続は、1923年12月の開業から2ヶ月後、元千葉県営鉄道との接続は、7年後を待つことになります。そうこう言ってるうちに、列車は高架を駆け上がり、野田市駅に到着。眼下には、キッコーマンの敷地がお出まし。この会社、野田線とズブズブでした。北総鉄道時代には、キッコーマンの前身の野田醤油株式会社が大株主として君臨しただけあって、昔から、キッコーマンこんなに影響力あるのかと痛感させられます。そういった癒着が T シャツに染みた醤油のように色濃く残る区間は、野田を出たら終わり、ここより西は醤油がどうこうってよりかは、東北線、常磐線の接続を狙って敷かれた雰囲気です。だって、各路線をいい感じに束ねてくれる武蔵野線もないような時代です。上野で分かれた東北線が常磐線に連絡するには、栃木県の小山まで進んで、やっと東に折れる、と、だいぶ骨を折る始末。そんな浮き目にあっていた鉄道省も、武蔵野線に近いルートを画策していたのですが、北総鉄道も大体同じことを考えていたので、油揚げを皿を飛んでのように、蒸気機関車で大宮まで延長する権利をかっさらってきたのです。ただそれと前後して、会社の中で揉め事が起こりました。何で揉めたかっていうと、電化予定区間。耳にタコができるくらい言ってますが、北総鉄道は野田の醤油業者の勢力が超強い会社です。その点株主に負担はかけたくないので、新規開業する野田町から大宮だけ電化する気でいました。将来の電化区間を丁寧に取捨選択するとは、かなり先を見てますね。蒸気機関車の免許を得てきたってことすら、光の速さで忘れたくせに、経営陣はそう考えていたのですが、社長、沿線町村が難色を示していました。後輩区間と醤油業者だけが、私利私欲の限りを尽くし、先輩区間に対してぶっちょあずらするとは何事だと。とにかく、社長と経営陣とのいさかいの根は深く、社長と取締役が辞任する騒ぎにまで発展し、さらには町村長などが寄ってたかって、北総鉄道の電化を叫ぶ同窓会を結成するなど、算数のテストの理不尽な採点を上げつらう大人のごとく、カッカクッカと怒りに駆られて抗議したのです。結果、ぬかにくに、のれんに腕押しと同じノリで、醤油に陳情書だのと洗い草になることもなく、野田町から柏の電化も認めてやることにしました。ただし柏以南、船橋方面の電化は、戦後、東武鉄道との合併を待ってからになります。さすがは、醤油業者の肩入れが激しいだけあって、鍋奉行のように、指図が多い鉄道会社です。ただし柏以南では、ガソリンカーを導入するなど、ほどほどにお恵みは注いでやったようです。とにかく、野田町以西の工事は、大宮と野田町との両サイドから進められ、全線が開業したのは1930年。開業初日から、随分羽振りがいいもので、大宮から柏への直通運転も行われたのでした。この開業までの間に、大宮は下鎖国じゃないことに、北総鉄道も気づいたのか、ちゃっかり社名を総武鉄道に変えています。JR 総武線を敷いた方とは、やっぱり無関係です。この会社、名前がとんでもなくダブりますね。とにかくこれで、国鉄東部との連絡も叶い、埼玉県民は胸をなで下ろすばかり、とか言ってる間に、春日部駅に接近、東武スカイツリーラインとかいう、これまた虎の湯を買ってそうな路線と乗り換えられます。横文字って賢そうに見えるからね。使いたくなるのも仕方ないね。で、このアーバンパークラインですが、つい最近まで、スカイツリーラインからの特急が走っていました。それがアーバンパークライナー。列車名の明瞭さで言ったら、右に出るものは多分いません。路線名との混同もないでしょう。その特急は、浅草、大宮、柏を結ぶものといえど、大した速度も出さず、停車駅もマシマシだったのと、何より短距離需要が多かったからか、結構な区間を乗車券で乗れるという、太っ腹列車でした。船橋に対する慈悲はありません。とにかく2017年以来、人気を博してきたのですが、その7年後、パタリと息絶えてしまいました。帰れ。ミュート解除した都会高一番人先生はない可愛い埼玉ギャルが帰ってしまいました。誰がこんなことをしたのは。しかしグズグズしている暇はありません。列車は西に進みます。次は岩槻、かつてのアーバンパークライナーの停車駅。先日のアーバンパークライナーは2024年の3月に姿を消してしまったのですが、乗車率が地の底を張っていたってよりかは、春日部駅が高架化されるにあたって2路線を結ぶ渡り線が消滅するからっていうのが理由らしいです。かつて自虐という形で勾玉のような自尊心をひた隠しにしつつ知名度を上げてきた埼玉も、首都圏に属する身としてはやっぱりさっぱり垢抜けていたようです。東武鉄道の大宮駅も埼玉市の下で改良計画が策定されているようですし、ついでに野田線にも来年をめどに8万系なる新車が導入される予定らしいです。彩の国は花が咲くように色づいてと言いたいところですが、新車に関してはちょっと懸念点がありまして、今乗ってる8000系は6両編成なんですが、導入予定の新車が5両編成なんですよね。ざっくり言うと6両から5両に減車予定ってわけですね。相応に新しい野田線の6万系も1両抜いて5両で続投されるらしいです。いわくサステナビリティの観点からとのこと。確かに資材と労働力のサステナビリティを考えれば、狭くとも一度に一気に詰め込んだ方がいいですよね。過去にも立証してましたよね。奴隷船なんかがとにかく21世紀の新車が並ぶことでアーバンの足並みが表面上揃うのはいいのですが、スズメ100まで踊り忘れず染みついたローカルからさっぱり足を洗うのは難しいようです。ほどなくして宇都宮線の線路をはために北大宮駅にたどり着き、ひょうひょうとした雰囲気で日本列島を駆け回るかの高規格路線が頭上に見えてくるや否や。大宮駅に到着。現行の東武線大宮駅は埼玉一の巨大駅であることを感じさせない箱庭のようにチャチい広さなので、歩行者が悠々自適に闊歩できるほど広い西口のあんまり通行人の邪魔にならないところまで来ました。さて、ここから西に行く素直な手段としては東海道新幹線、東海道本線があります。でもそのルートだと静岡県のくびれてる部分にそれぞれ新富士、新神原があるので積みます。かといって中央線でも無理で、甲府の先に新富駅があります。3つとも身延線じゃ回避できません。かくなる上は新幹線の出番です。ってわけで北陸新幹線浅間号で長野まで。浅間湖路線名称の由来はお察しの通り、群馬と長野にまたがる浅間山、在来線特急時代から引き継いだ由緒ある名称なんですが、過去上越新幹線の特急時を絶滅させた諸悪の根源だったりというのも、黎明期の東日本の新幹線は停車駅で種別を分けていました。上越新幹線の場合、早いやつが朝日、遅いやつが時、種別の当てはめ方で言ったら東海道新幹線に近いやり方でした。ところがそこに長野新幹線の浅間が加わったらややこしい。だから長野新幹線の開業時、種別を丸切り再編して行き先で分けることにしました。新潟行きは朝日、越後湯沢行きは谷川。ここに新幹線時が本物の時より随分早く、でもなくたやすくあっけなく倒れてしまいました。発想自体はいいんですが、浅間、途中停車駅、高崎、朝日、途中停車駅、高崎。放送を小耳に挟む程度ではどう考えても乗り間違えるややこしさです。なので実際浅間と朝日を間違えたと JR にそこそこクレームが寄せられていたし、新潟県としても長年親しんできた特急の名称がクビになるなんて不本意でした。なので2002年頃、時の種別が戻ってきました。こうなれば誰も笑うものはないに違いない。そういうわけでこの浅間は上越新幹線界隈に混乱をもたらした諸悪の根源とも言えるわけです。時を排した上層部の責任だろと言われたら、まあそれはそうですが、で肝心の車内ですが、さすがは19時代の便、まさに帰宅新幹線という様相を呈しており、窓側は完全に埋まっています。では19時5分大宮を出発。次の停車駅は熊谷です。さて今回の旅ではキュンパス需要にちきって指定席を取ったのですが、現在指定便の6時間も後の列車の自由席に当たり前の顔して座っております。通報しないで話せばわかる、犬飼剛が言ったように、そもそも指定席特急券は指定の便が出てからは無効になります。無効になるので列車の変更はおろか払い戻しすらできなくなります。ただたとえ遅延や運休が起きたとしても、旅客が自分の行動に全責任を持てというのは酷です。そこで乗り遅れたもんは仕方ないから、当日中に後続列車の自由席に乗りなってルールがあります。自由席ってのが肝なので、原則として全車指定席の列車には乗れません。例えばこの浅間号の16分前に出た輝号、大宮の次の停車駅が長野だから喉から手が出るほど乗りたくてたまらないのですが、輝号は全車指定席なのでいくら時短弾を踏もうが乗れません。ところがどっこい、もし輝号の指定席券を持っていた場合は話が別です。輝号みたいに全車指定席の列車を逃した場合は後続の全車指定席の列車に立ち席で乗ることができます。輝号を失ったとて後続の輝に乗れるので、目から輝が消えることはなし。そういう救済措置がございますので、駅員に八つ当たりするという非生産的な活動をするくらいだったら、現行制度をうまく練り合わせて笑顔で駒を進める方が賢いです。すごく親切な方に窓側の席を譲ってもらっちゃった。ありがとうございます。ずっと私が小脇に抱えていた疫病を見て席を譲ったと考えたらなんかこっぱずかしいな。まあ席を譲ってもらったのに弁当の蓋を開けないキザったらしさを見せるのはホイットマンなら認めてくれるかもしれませんが、それもまたキザの気性に反するので開けましょう。今回食らうのはチキン弁当、公衆トイレでやるのはチキン弁当、唐揚げにチキンライス、スクランブルエッグ、これが嫌いなわけないですよね。天皇陛下だって愛したくらいですし、差し詰め、大人も胸を張って注文できる合法的お子様ランチってわけですわ。違法なお子様ランチって何？とにかく駅弁にしてはお手頃価格なのも良き。駅弁といったら各地の特産品が盛り込まれたイメージですが、東京駅の顔たるチキン弁当が盛り込んでいるものといったら東京駅のアバンギャルドさ。この弁当ができた1960年代は食堂車が旅行に花を添えており、チキンライスは中んずく贅沢極まった場所に君臨するメニューだったそうなので、それを収めたチキン弁当が超特急の聖地東京駅で売り出されるともなると、贅沢さがギュッと詰まったこの弁当が人気を博するのも当然の帰結というわけでございまんこ。実際こんなうまかったっけって思いながら食べてます。新幹線補正、旅をしても咳をしても一人だから唐揚げにレモンを勝手にかけても誰も怒らないのがいいっすね。さて熊谷を出た新幹線は唯一の通過駅本庄早稲田を過ぎて行きます。駅名を決めあぐねていた頃は新本庄でしたが、あまり新を冠するのもやぼったいのと、駅の南側に早稲田大学のキャンパスをはじめとした施設群があるってわけで、地域名に学校名をくっつけて本庄早稲田と相なりました。ここまで行ったら本庄市の特産品そのものが早稲田大学になりそうですが、キャンパスとかがやってくるまでは早稲田大学と本庄市はほとんど無縁でした。その大学がやってきた契機はすごい内輪の地域紛争。というのも本庄早稲田予定地のすぐ南側に大久保山ってのがあって、その中に共有林がこさえられていたのです。もともとそれは北泉村の管轄だったのですが、合併で本庄市が生まれるにあたって誰がどう管理するかが問題になりました。一応北泉地区としては学校改築費の財源になった実績がある共有林を守りたかった。でも近代において人間は基本的に自由なので本庄市としては土地を好きにいじくり回したかった。だから本庄市は強硬な手段に出て大久保山に火葬場やゴミ処理施設を作るというシティーズスカイラインみたいな嫌がらせを思いついたのですが、当然反発が巻き起こるわけで、般若の面をかぶったようにお怒りムードな北泉地区の住民に平身抵当で頼み込んだところ、共有林をぶっ潰すなら学校を作れという江戸の敵を長崎で打つかのようなことを真顔で言い出したとか。実は本庄市には高校誘致に失敗した前科があるので、だいぶ痛いところを突かれています。本庄市側からしてみれば世なも同然です。そこで早大卒だった当時の市長が早稲田大学に掛け合って共有林問題と学校誘致の黒歴史を一刀両断で解決し、その後本庄早稲田駅も作られるに至りました。日中の本数は毎時1本と首都圏の風上にも置けませんが、早稲田大学を卒業した実績と行動力には目を見張るものがあります。さすが早稲田、高学歴だよー。アナルのざるそば。あとこれは完全な余談なんだけど、この5歳児のチンポうまい。高崎を出ます。四方に伸びる在来線の奇襲点にして上越新幹線とお別れする群馬の一大拠点。しかし速達列車にはだるまもだるまも関係ないのか、かがやき号は全列車がこの駅を通過していきます。ただかがやき号はこの駅を通過する際時速160キロ前後にまで速度を落とす羽目になります。これがかがやき号に対する群馬県の呪縛とかだったらとても平和だったんですが、当然そんなオチなどではなく分岐器の使用、むしろ技術革新と費用節減の賜物です。というのも当初の長野方面の建設案は高崎駅を出たら上越新幹線と並ぶ形で新しく高架橋を作るって予定でした。まあ複々線みたいな感じですね。ところがこの北陸新幹線においそれと費用を注ぎ込むのはだいぶ問題でした。だってそんなコストをかけられるほどの需要が到底見込めなかったから、長野県民と北陸地方の住民も随分舐められたものです。あと東北上越新幹線の建設費用がオイルショックに伴って爆上がりした過去があるので、万が一に備えて建設費を切り詰めておく必要がありました。例えば、駅を簡素化したり、新幹線に不向きなヤバいルートを高性能車両で補ったり、そういった熟慮のもと、長野方面は上越新幹線の線路を曲がりしておいて、途中で分岐させるという方式が考えられました。どっかの各営には悪いですが、上越新幹線は越後エリアだけの持ち物ではありません。とにかく、分岐器の開発費込みでも、高架橋を作るよりは安いということになり、5年以上にわたる開発、試験を行った上で、時速160キロで通過可能な分岐器が導入されました。なお高崎駅で上越北陸新幹線が同時に打ち出される光景は、ちょっと考えにくいこともあって、分岐器は余裕を持って高崎駅から3キロ強進んだところに置かれています。これを38番分岐器といい、導入はここが国内初。しかし導入2番目の座は成田スカイアクセスに奪われました。 JR としては血と汗の結晶たる分岐器の技術を虚偽と成田スカイアクセスに借りパクされるなど、ティファールでさえぶっ壊れるような勢いで腹渡が煮え繰り返ることでしょうが、一切の後追いをせずに生粋のパイオニアとして人生を終えようなどおこがましいのです。成田スカイアクセスは許されるべし。でもインスパイアとパクリは違うからね。インスパイアとパクリを間違えるくらいだったらインするパイパンをくっぱりしようってことで、ここからは群馬長野県をひたすら西に進みます。ここから軽井沢までは山を隔ててわずかに 40km なのですが、なんと高低差が 840m もあります。それまでの新幹線の勾配ノルマはせいぜい15パーミルだったのですが、直線で2点をぶち抜くと、どう頑張っても20パーミルを超えます。だから、高崎以西のルートを考えるときには、それは頭を抱え、一時は、信越線の松井田付近を通った後、南に抜けて桜平近辺に出ることすら考えました。しかしこれだと軽井沢を通りません。毎年80万人もの観光客を要する地をスルーするなど、旗から見ても異常です。回転寿司屋でハンバーグ寿司だけ食って帰るくらい異常です。でも、距離は伸ばしたくないからと考えた結果、急勾配にしてでも軽井沢を通すことにしました。目指した勾配は30パーミルと、今までの新幹線の実に2倍。ただ、そのくらいの勾配なら、ハイスペック車両で補えるという賞賛はありました。結果、15パーミルで計画するよりも、路線長は 20km 短くできたし、1000をも惜しむ北陸新幹線の建設費だって1000億円もの節約が叶いました。JR としては、有頂天も青天井といった具合でした。ただどういうわけか、高崎、軽井沢の間に駅が欲しいという要望が出てきたと言います。それで作られたのが、この安中春名駅です。中はめた、うっそうとした、群馬県の入り口を象徴するように、2022年の乗車人員は230人。なんと桜平駅の 0.1 倍も乗っています。秘境駅としての売り込みに、図らずも成功しているこの駅。作った理由ですが、松井田に建てた駅設置のフラグをへし折った前科があるとか、在来線の離れを走る割に、駅間距離が42キロ弱あって長いからとか、理由付けはいろいろあるそうなのですが、高崎から上毛高原だって46キロなので、42キロあるから何なのか、よくわかりません。結局、群馬県の知事要望書だとか、県をはじめ、地元の運動を通して得てきた駅ってことで、群馬県のプライドと未来をかけて、完膚なきまでの色眼鏡でもって作られた、プロメテウスが人類に与えた炎のように、熱くて揺るがぬ情熱が眠る、そういう駅なのです。ただ、開発次第では伸びしろがあるから、という還元を一生に付すかのように、キャンプ場を除けば、めぼしい観光資源がないどころか、駅前にはホテルすらございません。安中春名で意気揚々と降りようなど、飛んでキャンプファイヤーにいる夏の虫といった具合です。ってわけで、次の停車駅は軽井沢。首都圏の民からは、避暑地として垂涎の的。しかし尻が軽井沢なカップルどもは、こんな新刊としたところよりも、事後のベッドの方が避暑地として最適だとか言います。ところで、新幹線の敷設にあたっては、並行在来線を切り離すっていうのが原則論でした。第2の国鉄は作らないってスタンスですからね。で、基本は青い森鉄道のように山石化の道を歩むんですが、横川から軽井沢だけは並行在来線の手に渡らず、廃線への道を歩みました。これには在来線の勾配が 66.7 パーミルと桁違いで、電気機関車をつながなきゃ拉致が開かなかったこと、その手間の割に予想密度が170人で10億円の赤字を叩き出しそうだったこと、いわば前儀に81分かけておきながら、本番は何もしないのも同然の尻すぼみ。厳しい峠越え区間の宿命ってことで、バスにその座を明け渡したのでした。現在、主に横川サイドの廃線区間は、アプトの道などの観光資源になっています。英雄たる路線というものは、廃線になった後も、燦々と輝いてこそです。虎足して川をとどめ、人足して名を残す、ということわざがあるように。しかしこんなクソ動画を、1時間45分も見てるような奴は、死したとて何も残せない。ってわけで軽井沢を飛び立ちます。軽井沢以西の在来線は、しなの鉄道の持ち物。もう雪なんて東北を出たら見ないと思ってたのに、うやうやしくホーム上にこびりついてやがりますね。そこまでして私の視界に入っては、運休のトラウマを植え付けたいのでしょうか。もうとっとと逃げましょう。次の停車駅は桜平。急勾配はとっくの塔に抜けたので、あとは時速260キロでかっ飛ばすだけです。それはそうと、この北陸新幹線では、急勾配を高性能車両で補ったと書きましたが、軽井沢から桜平には、もう一つこなさなきゃならない問題がありました。それが周波数の問題。電源の周波数は、東日本が 50Hz、西日本は 60Hz なんですが、北陸新幹線は、これが切り替わる区間を走るのです。家電でさえ、50Hz、60Hz をまたいだら使えないものがあるのに、新幹線車両で周波数を無視したら、それはもう、東海道新幹線の場合は、富士川以東に周波数を変える装置を作って、全線 60Hz にしたのですが、緊縮財政チャレンジとも言わぬべき北陸新幹線でそんなことしたら、今までの節約分が帳消しになります。だからそこも車両で補いました。ATC、クーラー、変圧器が少し大変でしたが、諸々の設備を両方の周波数に対応させ、その分重たくなった車両についても、車体をアルミニウム合金にしたことで、新幹線らしいスポーティーな仕上がりになったとか言います。その末にできたのが E2 系。グレースなるイメージのもと、機敏さを兼ね備えて、1995年に製造されましたが、ボクスっぽグランクラスも備わってないくせに、年老いてまでグランを名乗るとはちょこざいなということか、2017年くらいに E7 系 W7 系に後ろから掘られて、初代長野新幹線の車両は絶頂して果てました。今乗ってる車両こそ、その E2 系を追いやった形式です。って言ってたら、桜平に到着。ここまでの経路が、景勝地たる軽井沢を突っ切ってきただけあって、地元住民からの反対運動は、すこぶる激しかったようです。反対派は、どんな薄汚い口実作りだろうが、一切合切厭わなかったようで、反対派が、土地所有者と手を組んで、領地と立ち木を借り上げて、それから立ち見に名札をつけてさらりと反対を示すことまでやってのけました。ジョン・ロックの社会契約説に脳みそでも乗っ取られたのでしょうか。立ち木トラスト運動と呼ばれる騒動はあったものの、新幹線の効果たるもの、舐めてかかることはできず、かつては田んぼのど真ん中にあった桜平も、ホテルが立ち並び、田舎の象徴も作られて、安南とか春名とは違って、地域の新拠点になっている印象を受けます。ただ長野新幹線が最大瞬間風速的に果たした役目といったら、長野オリンピックでしょう。長野オリンピックの開催が決まったのは、1991年の6月ですが、長野までの全区間の着工が決まったのは、それからわずか2ヶ月後。で、オリンピックは6年半後、長野新幹線の工期は6年程度と定めたので、工期に間に合わせるイコール、オリンピックに間に合わせる、といった具合でした。そんなチャンスをみすみす見逃すわけにもいかんので、長野新幹線は6年のうちに一気に開通させ、1997年の10月、オリンピックに先立つこと4ヶ月、いよいよ一番列車が走り出しました。かつての在来線特急あさまと比べてみても、乗車人員の差は歴然。オリンピック期間中の輸送人員は、前年の比で2倍以上になりました。オリンピック効果がすごいというのは確かですが、それを支えた新幹線もまた称賛されるべし、並行在来線がブチブチになったと、声高に叫ぶやからには通じないのでしょうが。でもって上田駅、北国街道沿いの主要な城下町というだけあって、見せている流星はそこそこ見事で、上田盆地から4つほど路線が消えたという歴史さえ考えなければ、立派な交通の要衝です。駅舎は城下町にあやかって蔵のイメージを丹念に描き出しており、駅舎の壁には六文銭がくくりつけられるという贅沢っぷりです。この六文銭は、真田氏の家紋になっています。暗くなると、間接照明で光るとか、野襲の暗喩でしょうか。ところで、真田氏が手こ入れする前、江戸時代初期の上田の農村は、やや壊滅的でした。というのも、戦国時代を経てきて、上田の農村では、百姓の数も質も落ちており、150人いた百姓が10人になったとか、まともな百姓いなくなったから年貢半額にするわ、とか、とにかくひどく荒れていました。ライブドアニュースのリプランくらい荒れておりました。しかし、上田の惨憺たる光景を鼻くそほじりながら放置するわけにもいかないので、百姓召し返しなる施策が行われました。読んで字のごとく、百姓戻ってきてくれめんすってやり方なんですが、釣り針に何もつけずに魚を釣るのはおこがましいので、好条件をぶら下げました。まず、年貢も借金もぶっ潰します。それから、荒れ地を切り開いたら、武士にしてあげるかもね、の2点。真田氏が心血注いで打ち出した政策を考えてみると、駅舎にかかる六文銭の重さが違って見えます。ところで、これは余談ですが、六文銭って、副葬品の定番らしいです。いわく、三途の川を渡るのに必要な運賃とのこと。そう考えると、千曲川沿いを走る水平エレベーターたる、北陸新幹線の駅舎にくくりつけられた六文銭が、なんとはなしに、胃がもたれるような重苦しさを醸すかのようです。やっぱり野襲の暗喩じゃないの。ところで、現在の北陸新幹線で使われている車両は、E7 系か W7 系です。JR 東日本の持ち物が E7 系、西日本の持ち物が W7 系。この2社が共同開発した末に、両形式ができたので、相違点はびっくりするくらいありません。ただ、乗ってみると明確に違う点が1個あります。長野に到着です。まだ21時すら回っていませんが、乗り継ぎ予定の特急が、今日はもう営業終了だし、何せ、夜の山間部の車窓をじっと見るのは、精神的に来るものがあるので、もう今日はこれにて終わりとします。では、エロい噴水とともに、2日目を締めくくりましょう。あ、でもここ YouTube だから、エロは NG でした。まあモザイクかかってる方が、案外エロく見えるので、立派な妄想力でしのいでください。まあここではしのぐっていうよりしのぐの方が正しいですけど、おはようございまんこ。少し遅めの時間に起きるのは正義。少しおめこの股間でおっきするのは正義。朝一番、信州のそばを胃に入れて、気持ちのいいスタートを切りたかったのですが、快活でモーニングのトースト食ってたら、お腹いっぱいになっちゃった。ま、トーストに乾杯したってことで、ちなみにトーストには乾杯って意味もあります。まさにトーストにトーストってな。ガハハハハハハハ。これ以上は、いやートーストって言われそうだからやめとくか。まずは特急しなの6号、名古屋行き、多治見まで乗ります。車内販売はございませんと訴えられても、こちとらいの容量がございません。これから突入する線区は篠ノ井線で、まだまだ JR 東日本の管轄ですが、車両は JR 東海にバトンタッチです。ってわけでこちら 3×3 系特急。これも長野オリンピックを見込んで作られた形式です。この仙台車両は国鉄初の振り子特急である 3×1 系だったのですが、さすがに製造から20年も経つと、車体も内装の洗練さも腐り落ちてきました。腐ってもたいとはよく言いますが、腐り切ったらそれは下手物です。そこで、長野オリンピックも開催されることだし、この際新調しちゃおうということで、スピードアップ、快適性アップ、メンテナンスフリーの3連コンボで、取り回しの良い車両を目指しました。1995年から営業を開始したこの車両は、山岳路線を走るのに最高時速 130km を叩き出すポテンシャルを持っており、しかも曲線通過速度も 35km 高められるおまけ付き。あまたの鉄道ファンとクソ雑魚三半規管人間をあらゆる意味で水郷の渦に叩き落としたのですが、長野オリンピックとかいつの時代だよってことで、例によって新車を名乗る資格もないほど古ぼけて、去年の夏、3×3 系の後継列車である 3×5 系の製造が決まったらしいです。あと5、6年したら消える車両に思いを馳せつつ、不条理劇の幕開けを堪能すべく、9時1分、長野を出発。多治見までは2時間半あれば着きます。2時間半ずっと立ってるのはきついから、どっかで窓側の席空いて。島の手前で千曲川に流れ注ぐ川、犀川を渡ります。こんなだだっ広いスペースにこんなゴリマッチョな鉄橋を作るくらいなので、例に漏れずこの犀川は問題児の暴れ川でした。大雨が降れば川が洪水して鉄道が止まり、苦心して堤防を作ってもことごとく流され、ことにこの川中島の東側は戦争が終わった直後も容赦なく水の底に沈みました。さながらアトランティスのようだと膝を打ってみたくもなりますが、地元住民からしてみればそりゃもうモンド流ってと発展をつくもので、止めどない洪水をどうにかすべく、1959年度に千曲川、犀川が合流するあたりに大規模な堤防を築き上げて、やっとそれから一転繁栄を見せた地域だといいます。そこまでしてやったのに、2011年頃にもお漏らし寸前になったため、緊急工事でブロックが導入されたようで、この地域で繰り広げられてきた護岸工事たりや川中島の戦いも驚愕するほど激しいです。官能小説の喘ぎ声くらい激しいですと、ここまで千曲川に注ぐ犀川について触れてきましたが、肝心の特急信濃号が千曲川を渡ることはありません。川の長さが日本一だ。股を濡らすようにこの盆地をびちゃびちゃ濡らす早漏野郎が何をおっしゃいとでも言わんばかりです。ただし、信濃鉄道と新幹線だけは慈愛に満ちているため、信濃井を出るや否や、律儀に千曲川を渡ってくれます。ってわけで信濃井を出発、赤字がくすぶる平行在来線を受け持ち、人間不信なの鉄道になった信濃鉄道をまいて、ここからは18キッパーがひがみではがみにひた走る特急街道の信濃井線に突撃します。ところで、今まで通ってきた信濃井から長野も一応は長野新幹線との並行在来線なのですが、ここに関しては三石の手に回ることはなく、 JR 東日本が面倒を見ています。三石の手に回らなかった理由としては、この区間が軽井沢からの列車だけじゃなくて、今乗っている名古屋からの特急や松本とかからの鈍行が乗り入れてきて、とにかくてんてこまいな区間だもんで、三石が経営するには力不足だとみなされたから。でも品鉄側としては、何が力不足じゃ、むしろ役不足だぞとでも言わんばかりでした。だって長野から信濃井は乗り入れ先や人口規模も相まって指折りのドル箱。その区間も三石の手中に収めたくって、長野の富士リンゴのように真っ赤な顔でせがんだのですが、輸送密度がざっくり25,000になる区間だってことは JR 東日本も知り尽くしていたので、リンゴが木から落ちたがゆえに万有引力を思いついたニュートンのように弁舌を振るい、三石には信濃井から軽井沢がお似合いだと並べ立てて、結果信濃井から長野は JR のままに。それでも三石としては頑張ったのですが、近年は減便や設備のスリム化が目立ってきて、比較的成功例なはずの三石運営にちょっと陰りが見えてきました。過去の栄光と未来の消耗戦はリンゴとオレンジの関係だとでも言わんばかりの危機的状況です。とか言ってるうちに 25% ミルを韋駄天走りして日本三大車窓に数えられる小バス停駅に接近です。普通列車の場合は小バス停駅に入るため、行き違いをするためにスイッチバックをする必要があるのですが、特急列車様がそんな足の裏をペロペロ舐めるというクソ興奮するしちゅ。はしたない真似はいたしませんので、それはそうとはしたない真似でいたしたい。特急はパルクールでもするかのように軽やかに、ついさっき小バス停駅の脇を駆け抜けました。特急への汽車をしたものに、おさおさ小バス停駅など関係なし。ここを抜けるとカムリキトンネルなる町外トンネルに入ります。取れ高がないので映してませんが、長さはだいたい 2.7 キロと、19世紀の着工当時としてはそこそこ長かったのですが、さすがに100年も経るとその10倍も20倍も長いトンネルがいくらでも出てくるもので、1分ちょっとで通過する暗闇など、はいはい強い強いとしか感じなくなるものです。さはいえど、難工事が立ちはだかる雰囲気は今も昔も変わらなかったようで、未曾有の寒さのその下で削岩機に使う水が青く白く凍ったとかいうネタみたいなものから、経費を削減した矢先に水害と突風が来て、削岩機と機関車が地中に埋まったし、材料は流されて作業員も2人溺れて亡くなったという、本当に笑えないエピソードまで起こったトラブルは多種多様。そんな関南深紅に身もだえしけれど、信濃井線は松本と長野をつないでこそそういうわけで20世紀を迎える直前、なんとか完成を見たのでした。篠ノ井線の篠ノ井から西条の区間についてはその翌年1900年に開通しています。無論神力駅の辺りも通ったのですが、最初は全く伽藍道で信号場すらなし。後々神力には前後の駅間距離や安全確保を考えて信号場ができたのですが、止まってる列車を見て乗り降りしたい衝動がにじみ出たか、私はパブロフの犬状態でアリンストでも言わんばかりに村民が騒ぎ、村長が財産を投げ打った結果、1945年に神力駅ができたらしいです。駅名に関しては変な思想を入れるのも良くないので、無難に神力山から取ったのですが、村民だけは村長を神格化したくてたまらなかったのか、村長の名前を取って彦左衛門駅と称して勝手に崇め立てまつったと言います。超お前有名人じゃんを地で行くその様は見事ですが、話題としてはミクシーくらいローカルなので、切符を買う時とかすれ違いコントが起きてそうです。からの聖高原などを駆け抜けて西条駅を通過。ここから再び険しい山岳地帯に入るため、長い長い第3白坂トンネルとかに入ります。この近辺では 4260メートルある第3白坂トンネルをはじめとして第3から第1まで間髪入れず約 7.5 キロメートルほど列車が闇に飲まれる区間となっております。もちろんそんな屈強な技術は全通当時の1902年には持ち合わせていませんので、最初はこの北側を流れる潮沢川に沿って 25 ミロほどの勾配でしこしこ登る区間でした。つまり潮を見ながらしこって明石野まで行った区間ということになります。もちろん急線の方にも難工事部分はあって、それが第2白坂水道、長さは2キロとまあそこそこ。工事の難易度も岩の質が不安定で怖い。心臓バクバクで作業を進めていたところ、春日作業員の灯火にぼわっと点火しまして、それで5人ほど負傷者を出したという苦い過去が急線にはありました。だから作業員みんなメンヘラになって工事イヤイヤ期に入った時もあったみたいです。ただ腕切ってリスカス湯とか言い出すくらいなら山切ってトンネル作りした方が断然いい。そんな経緯で開通した第2白坂水道を含む急線は開業以来ガラスの玉を扱うように丁寧に使われてきたのですが、25 ミルに最小半径280メートルの地滑り頻発地帯ときては高速化も輸送力アップも夢のまた夢です。これを見ても自称リベラルの人間どもは作り手の気持ちを考えろだのとこざいて、人間の良心に訴えて第2白坂水道を使い続けろだのというのでしょうが、こいつらはもうムジナまみれの同じ穴の中で大会を知らずに勝手に群れていただいて、とにかく工事の始まりが昭和後期ということもあって各種データや外国文献も揃っているので安全性はバッチリ。別の面でのトラブルはありましたが、なんとか単線で完成し、勾配は 23 ミロになり半径も 700メートルに抑えられ、ついでに路線長も 740メートルほど短くなりました。そのトンネルは輸送力アップを狙っただけあって伏線化もいける口なのですが、国鉄末期ともなると懐が凍りついてトンネル工事が息絶えたもんだから仕方なく JR 東日本が尻を拭ってひとまず単線で開業させたとか、さしたる本数もないからか伏線化の見込みはないようですが、さながら地方にそびえるウドの大木でどこか裏悲しさを感じるものです。しっこ 3% 系ではトイレやドアなど客室以外の設備はギュッと車間部に固まっています。言い換えると車間部には座席がありません。当たり前だろと思うかもしれませんが、これもよく揺れる振り子式車両の運命か遮音性と乗り心地を考慮して客室が真ん中にあるんだとか。飲み屋でしこたま飲んだ後にこのトイレに駆け込むと大変効率よく戻せそうですね。田沢駅を過ぎて松本の10キロ手前くらいまで来ると、あのニック・キサイ川が再び顔を出してきます。篠ノ井線はこの犀川を遡上するようになぞり、ほどなくしてあずさ川と奈良井川の合流点にぶち当たります。あずさ川は地獄みたいに混む東京都心から西に行く中央線特急の名前の由来にもなってます。地獄とは他人とか言ってるサルトルが見たらひっくり返りそうなくらい混む特急ですが、松本止まりの便は1回たりともあずさ川を渡らないってことなど誰もどんな地獄も気にしません。南小谷行きでやっと1回渡る程度ですが、胃もたれするような特急街道において1日1回しかない行き先でしか渡れないと言われても一加減としてすら機能しません。一方の信濃号はあずさ川じゃない方奈良井川に沿って南下していきます。こいつは途中の奈良井駅までつきっきりになってあげるばかりか複数回渡ってすらくれます。都会に染まりきった淡白で冷酷なあずさ号とは雲泥の差です。さて犀川の起点にして奈良井川あずさ川がお摂取する地点にたどり着き、伝統の継承未来への躍動という温故知新の地で行くデザインを採用しつつも、都心への乗り入れをいいことに12両もつないで眠つけてくるあずさ号を横目に列車は松本駅に到着。1962年新産業都市に指定された町です。新産業都市ってのは地面の通り、一部地域を新しく産業の中心部にしましょうねって流れで指定されたもの。ついでに松本から甲府が電化されたのもほぼ時を同じくしてのことでした。それを受けて松本駅は1960年代大きく変わりました。具体的には貨物駅と旅客駅の切り離し。松本駅は貨物も旅客も全部処理していて、ビジネスに観光需要とただでさえ忙しかったのにそこに産業勃興まで加わってはちょっと情報量が多すぎます。エロ漫画の喘ぎ声の隙間に挿入される快感を説明する実況くらい情報量が多すぎます。だから、南側に貨物基地を建設した1968年以降、松本駅は、もっぱら旅客駅となりました。貨物基地に関しては、現在は南松本駅がその座を握っています。戦術した新産業都市がどうっていうのは、ベースになった新産業都市建設促進法が21世紀に入って間もなくぶっ潰されたので、経済発展にバックから疲れて松本が絶頂する心配は、もはやほとんど杞憂となってますが、松本駅が太くて長い貨物に掘られて気絶するのを回避したと思えば、英断ではあります。松本駅を10分ほど突き進めば、すごい特殊性癖みたいな字面の町、塩尻に到着。中央線に入る特急の癖して、中央線はお乗り換えという、塩対応な案内がされてます。車体帯の色に反して JR 東日本区間には冷淡なのでしょうか。ってわけでここまで JR 東海道停でしたが、ここからは東海にズブズブ入ります。長野から松本まで立ち続けていたので足こき使ってしんどかったのですが、さすがに塩尻まで行くと多少は空くようで、現在普通車の座席が気持ちいいです。在来線特急なのにシートピッチを 1000mm も取ってるので、感じとして笑える次第。ただ、宿でビデオカメラを充電するのを忘れたので、かなりしんどいことになっております。モバイルバッテリーで命をつなぎ止めておりますが、充電中は撮影ができません。一体どうやってしのぎましょうか。こちとらしのぎを削っております。25分列車を走らせ、木曽福島に到着しました。江戸時代には中山道の関所として立派に機能した要衝の地です。どのくらい立派かというと、東海道の箱根、荒井、中山道の碓井と並ぶほど。だから、江戸を行き来する鉄砲と女性に対しては、入り鉄砲に出女に基づき、目を光らせていました。観察力はかなり鋭く、17世紀の後半に起きた具体例で言うと、男性に連れ立って12歳くらいの子供がこの関所を通ろうとしたことがあります。小さい刀を刺しており、ちょんまげ姿だったので、パッと見では初夏だったのですが、番人はどうやら子供の物腰に違和感を覚えたようで、しっかり調べ上げた結果、女の子だと判明したため、連れの男性は斬首刑になったとか、ロリコンじゃなきゃまずわからんだろとか、調べ上げ方次第ではポルノではとかいう、やや危ない問題はさておいて、この福島関所の門番の辣腕っぷりたるや、古畑任三郎にも匹敵するほどでしょう。そうした主要地を通る中央線ですが、線路の誘致に関しては、飯田付近といさかいを起こしました。現行ルートも含めて、競走馬が3ルートもあったので、まず没案から紹介していきます。まず1つ目は、飯田まで南下して、そこから中津川、多治見に抜けていく線路。伊那地方の中でも栄えているところを通るので、利益は出そうだったのですが、道中には碓井峠クラスの 66.7 パーミルの勾配があったんですよ。それで、アプト式で動かさなきゃいけない区間が20キロもあって、さすがに幹線でそれは、勾配も冗談もきつい。美意識だけは高い人間の香水の匂いくらいきつい。ってわけで、この案は没。二つ目はなかなかアグレッシブで、愛知県北部をほぼ横断する形でした。岐阜県なんて知ったこっちゃないという顔つきで、飯田線にやや近いものでした。ただ、飯田線に乗ったことがある方ならわかると思いますが、愛知、長野の県境部分の秘境レベル、すごいを通り越してやばいの領域です。JR 東海ですら秘境駅号なる急行を走らせて、その県境部分を見せ物小屋にしているレベルです。そこに中央本線を連れ込む？もはや迷える子羊どころの騒ぎじゃなくて、土地狂った親羊のような、由々しき問題です。ってわけでこれも没。消去法で残ったのが、愚直に木曽川、時川をたどっていくルート。これなら最急勾配も25パーミルで済むし、中津川以南はチャリンチャリンしそうな区間。しかも工事費も他の寝言みたいなニャンとは違って、随分安いです。一応、アプト式は笹子峠でも採用してるだろうという反対意見はあったんですが、鉄道通らないね。だから何？とかいう、小学生みたいな反論で封殺されました。その笹子峠もほどなくして、トンネルを通す計画に切り替わったし、軍事的な色彩を帯びた、海から離れた線路ってのもあって、アプト式は厳しかったのです。そうして練られていった線路ですが、結局は、25パーミルかつ急勾配の究極線。いくら幹線で建設されて早いと大口を叩けど、老人の知らん武勇伝くらい意味ないです。だから1956年度以降、中央再線では、複線化のテコ入れが施されてきました。その際、あまりにも元の線形がクソだったり、災害で踏んだり蹴ったりになりがちな区間については、別線を丸ごと敷いちゃいました。この田立駅付近もそうです。とにかく、大動脈の雰囲気は東海道に比べると、ちょっと薄く見える中央本線ですが、主級的だという先入観を持つ中で、といった具合に改善されてきているのです。って言ってたら、中津川駅に接近。木曽路はすべて山の中とかいう、極めて直感的で的を置いたフレーズに中指立てるように、ここから列車の本数がだいぶ増えるばかりか、車両の近未来的な8両編成へと大変貌。後々乗ることになるでしょうから、その車両の説明は伏せておきます。で、中津川も中山道の宿場町として隆盛を見せた町です。板橋から数えて4番目。もちろん様々な物資が行き交う地としても、米ども尽きぬ陰譜を見せており、西からは塩、砂糖、油が、東の基礎エリアからは、ヒノキ笠、漆器などが行き来して、江戸時代には月に6回も市が開かれ、631と称して親しまれてきました。月6回と言わず、週6回ほど運賃を立ててる人からしてみれば時等風かもしれませんが、この木曽、東美濃エリアにおいて、6回も市が立つ町は中津川のみだった模様。なんなら月1まで基準を緩めても、この中津川が唯一です。それから実に数世紀を経て、時代の趨勢も変わり、中津川市内にはリニアの駅ができることになっています。リニアで世界への看板が眩しい。ただ撮影日は2024年3月前半なので、まだ2027年開業が無理とは発表されてなかっただけに、あの看板の2027開業という文言が、今どんな悲哀のどん底に落とされているかは不明です。当初、中津川が交通の要衝になったゆえんだって、東側に急峻な谷があり、北側には木曽川が流れ、西側にはこれから渡る中津川が流れており、統治がしやすかったがゆえなのに、地域のネームバリューに比べて川そのものが貧弱すぎる気はしますが、困惑するほど急峻で語学的に美しい木曽山脈を脱出し、南川高原を這うように抜け出せば、多治見に到着です。かつては日本一暑いという、あらゆる意味で頭に血が昇る称号を与えられた町ですが、現在は6位くらいに転落したので、相対的には暑くない町になりました。おそらく今後もたゆまぬ温暖化のおかげで、相対的には寒い町となっていくことでしょう。そんな涼しい町で小休止し、信濃のかけらもなくなった場所を走る、この特急も、あとは、もう名古屋市内まで駆け抜けるのに、JR 東海の帯をまとった、このハイスペック特急も、いよいよ余命いくばくもなくなったので、多治見に照りつける太陽のように、しっかりと、雄姿を見に焼き付けておくのみです。次なんですけど、あのね、大田線乗ろうかなって思ったんですよ。で、大田線そのものには新駅がないんですが、ここから突入する名鉄のテリトリーがかなりクセモノでして、大田線の蟹駅とほぼゼロ距離で、名鉄の進化にがくくりつけられてるんですよ。乗り換え駅に横槍を入れられて走り切るのはちょっと後味が悪い。だから高山線の終点にして、東海道線との接続駅岐阜までは別運賃を払います。こういう乗り方も旅客営業規則の150条で想定されているので、それにのっとって清く正しく行きましょう。しかし人間として生まれてきた時点で清くもなければ正しくもない。最悪説明。大田線が使えないなら中央本線を使えばいいじゃない。まだ活路はございます。お次は11時45分発の普通名古屋行きですね。車両は315系です。 JR 東海の最新鋭車両。プレスリリースを出した当初のデザイン案は、水道水くらいのみを極めたプレーンなものだったのですが、後々出された案ではいい感じに仕上がり、313系を研ぎ澄ましたような雰囲気になりました。ただし内装は313系と比べてもかなり違います。優しく安心感のある快適な移動空間なるデザインコンセプトは、サービスを高めようとか、ワイドビューを実現しようとかの313系の理念からは離れてますが、意外と垢抜けた都会的なセンスで、いい意味で JR 東海らしくないです。ってわけで多治見を出発。ところで多治見の街は、温度だけじゃなく、プライドも異様なまでに高かったりします。多治見は、古墳時代の末期に端を発するほど、その昔から陶器が有名なんですが、尾張藩は多治見産の陶器をおしなべて、瀬戸物と呼んでいました。しかし瀬戸物っていう言葉の語源は、お隣の愛知県瀬戸市が由来。岐阜県の多治見のものまで、ちっぱ人からげに瀬戸物と呼ぼうなんざ、おこがましいとは思わんかねと、男の子と女装男子と二なりをまぜこぜにするくらい、品種を買うものでした。だから19世紀中盤、尾張藩からとんずらして、独自に美濃焼き物取締所を置いたらしいです。まだ尾張藩には属していたんですが、美濃のものは取締所を通せと定めたことで、多治見の陶器は、スマホを手にしたクソガキのように、独自文明を築き上げ、そこに入り浸るようになりました。そのねじれたプライドは、1900年頃、名古屋から中央線が失礼してきてもなお変わらず、仕送りが曲がる手段まで取り始めたとか言います。これが何かっていうと、まず商人が、陶磁器を作る業者に材料費とかを貸し付けて、そんで、陶器を作ってもらった後、それを業者から安く買い上げるのが一連の流れ。で、その陶器を片手に鉄道に乗っては、品質をひけらかしに出向いたそうです。つつ裏々に美濃焼きを広めるためならばと、転売屋一歩手前みたいな手を打つあたりに、頂が見えないほど高い多治見民のプライドが伺えるものです。話は変わりますが、315系の英語アナウンスが個人的に好きなので聞いて、JR 東海はイギリス英語を溺愛している印象なんですが、315系も例に漏れません。カープあたりの発音もさることながら、一番わかりやすいのはマインドでしょうか。アメリカ英語では普通、気をつけるという言葉にウォッチを使いますが、イギリス英語ではマインド。それを合わせてウォッチャステッドに他ニュアンスで使われるのがマインドガープ。これこそ由緒正しいフレーズで、1960年代にロンドン地下鉄で使われたのが始まりらしいです。三つ子の魂100までじゃないですが、コテコテのブリティッシュを感じるものです。ただ、東海道新幹線、あれ、駅のホームとかでアナウンスが流れてると思うんですが、そこではトラックナンバーほにゃほにゃを使ってるのがよくわかりません。番線にトラックを使うのはアメリカ英語なんですが、そこだけは英国アンチの肩を持ったのかしら。そんなこと考えてたら降車駅に着くようなので潔く降ります。で、勝川勝川に到着です。名古屋の一歩手前まで来たのですが、新森山駅が立ち塞がり上がりはべり候しておられるので、このまま名古屋駅に足を踏み入れることは叶いません。死の後も言わずに乗り換え先の路線に向かいましょう。何せ名古屋都市圏なのにもかかわらず、日中の本数が毎日1本しかないし、乗り換え時間は10分見積もらないと、到底間に合いそうもない離れ小島。そんじょそこらのローカル線が可愛く見える。私と同じくらいの陰キャぼっち路線ですし。それにしても、まさか再び、しかも、こういう長距離企画で乗ることになるとは思わなかったですね。ってわけでお次は、JR からもう一回外れて、東海交通事業の城北線。2年越しの開港に感極まって、思わず腰を据えて、休活を除したくなるところですが、うるせえそんな本数ねえよかすって、時刻表に門前払いされてる気がするので、石井を叩き落とされる前に、万里の長城のように長い通路を、やきもきしながら伝っていき、惣菜弁当のポテトサラダが乗っかってるスペースくらい、狭い肩身の、一面一線のホームに急ぎましょう。にしてもほんと長い。映画館の本編前の予告映像くらい長い。9分はかかりましたよ。そんな心理もつゆ知らず、待てば回路の日和ありだよと、ケラケラ笑うように居座る車両は、キハ11。こいつは300番台と、キハ11の中では一番新しいですが、JR 東海管内では超ローカル線の名称線くらいでしかしゃしゃることを許されていない虫の生きてる車両ゆえ、キハ11系列の中で最新だからなんだと言われても、老人ホームの最年少を決めるくらい無意味です。ま、この路線は訳あって JR 東海の運営じゃないのですが、それは口述。モケット類は0番台と大差ないですが、それ以外はマイナーチェンジがなされてます。天井カラーはアイボリー、卵巣英語でオーバリー。他にはトイレもついたのですが、この路線では、お前のチンコみたいに無用な長物のようで、いやお前のチンコは無用の短物か。完膚なきまでに業務用として塞がれて、便器が余計な贅肉扱いされてます。肉便器は出されたら喜ぶのに、贅肉扱いの便器は出されたら困るようで、偏僻な場所にあるくせに、立派な高架に鎮座する駅ということもあり、乗ろうとする客がいないか、運転手さんが出発前にホーム上から確認してました。効果不効果いなかったので、気遊に終わりましたが、ってわけで勝川を出発。車内はお察しの空気輸送です。さて、この城北線ですが、もともとは国鉄瀬戸線として建設されたものです。というのも、急速な発展を見せ、ムスカよろしく、人がゴミのように集まる名古屋近傍において、3355に中核方面の路線をまとめ上げる線路がないのは、ちょっと不便でした。貨物なんかは特に名古屋駅を避けたかったのです。そこで、1964年に認可を受けてきたのが国鉄瀬戸線。瀬戸市から伸びて構造寺につながり、勝川から琵琶島、稲沢を結ぶ気でいました。ちなみに、岡崎から瀬戸市については、岡田線っていう別の路線がベースで、岡崎から多治見までを結ぼうっていう線路でした。1957年に計画、76年に新豊田まで開通した点が、国鉄瀬戸線よりも先輩だったのですが、貨物も旅客もビルも悲惨な大赤字で、これもう無駄像だろと話題になってました。瀬戸線は、延伸先の瀬戸市から構造寺方面に、FF 街からのリプのように失礼させてもらってる感じです。それで、1967年から73年にかけて、全線の工事の認可を得てきました。ただ、構造寺から勝川については、最初に認可を得てきたのですが、並行する中央線がキャパオーバーでもないからと、その区間の工事だけは、うやむやになって凍結されました。その区間の認可にもリソースを割いた人間はいるのに、よっぽどお金と時間は余らせてるのね。とにかく工事が始まったのはいいんですが、その頃の国鉄ともなると、もう沈みかけの船のようで、新規建設も地方選区の面倒も、赤字のせいで、全部ほっぽり出したくなったのです。っていうかその頃になってくると、貨物輸送が極限まで下火だったし、東海道線の線路増設で賄う案も出てきたので、いよいよ貨物線はいらなくなってきました。そういうわけで、瀬戸線の構造Gなんと、ひどい赤字の岡田線区間は愛知環状鉄道なる山脊へ。ただ城北線に関しては、国鉄の承継計画があったので、いやいや JR 東海が引き受ける羽目になりました。もうこうなったら旅客に振り切ろうと、琵琶島方面に愚直に線路を伸ばすことに決め、1991年、東海交通事業のもと、勝川から琵琶島の手前、尾張星宮までを開業させました。なんで東海旅客鉄道、JR 東海が管理してないのかというと、負け戦だと見えていたから。というのも、城北線の線路は鉄道運輸機構が作ったので、JR 東海はそれにローンを払わなければいけません。最近だと年40億円くらいらしいです。しかし城北線に年40億円の価値があるとは思えません。たとえジャパネット高田の弁舌をもってしても、年 49,980 円と見積もるのが関の山でしょう。だから、子会社の東海交通事業に任せることで、線路使用料をなるべく抑え込むことにしつつ、運賃は地獄みたいに高くすることで、収益アップを愚直に狙いに行ったのです。その魂胆はかなり如実に現れており、勝川から琵琶島の11キロ強を乗り通すだけで450円。JR 東海の中央、東海道線を経由すれば、約 25% オフの340円なのに。ところで、東海交通事業の本分は、東海の交通に付随する事業。東海エリアの駅の業務の委託を受けたり、案内所を管理したり、自販機を置いたり、そうした縁の下の力持ちとして頑張っている会社です。とはいえ、大外れの1路線を氷菓子に押し付けられて、その責任を運賃に転嫁する羽目になってるのに、一体何の自信を持って東海交通事業などとのたまっているのでしょうか。と、この辺りで勝川駅の中央線から離れた位置にある理由でも言っておきますか。城北線の勝川駅が開業する直前、中央線の連続立体交差事業が始まったのでした。そこに城北線が横槍を入れるんですか。大した収益も見込めなければ、交差事業にも加わってない城北線ごときがってわけで、中央線の事業に影響しないように、仮駅みたいな設備で開業せざるを得ませんでした。一応、中央線を高架化したとき、湘北線を中央線ホームに招き入れるスペースは確保しておいたんですが、今井の一番に中央線に招き入れたとて、運賃面では何のメリットにもならないばかりか、鉄道、運輸機構への借金取り支が膨らんで、まず初等馬が立つ羽目になるので、JR 東海としては二の足どころか、3の足4の足5の足と踏んでいるようです。仮に実現するとしたら、湘北線が中央線の下をくぐることになると計画されているのですが、普通鉄道のギリギリを攻めた 35% ミルで計画されているので、また別の問題が生じそうです。湘北線のローンの問題は、大体2032年くらいに終わる見込みですが、抜本的な改革が行われるまでには、さらに数年が必要そうです。列車は小谷駅を出ました。名鉄線の上小谷駅に近いです。死んじゃなくてありがとう、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 ざまあねえな、ありがとう。で、この両鉄道会社の2駅をつなげる、上小谷総合駅なる計画が持ち上がったこともあったらしいですが、大体湘北線のせいで、整備は暗礁に乗り上げてしまったようです。理由は3点盛り。東海交通事業にとっちゃ頭が痛くなる理由付けです。1、湘北線が上小谷駅から400メートルも離れている。2、湘北線の両端駅で乗り換え必須なのがだるすぎる。3、単行軌道車で駅間長めかつ小牧線との乗り換えもないのに都市交通名乗れると思うなボケなす。そうやって湘北線をめった刺しにするかのような罵詈雑言を飛ばし、総合駅はほぼ断念するに至り、上小谷駅前に広場が置かれ、犬山線も高架に飛び出すようになったといえど、湘北線だけは一切その輪に入れてもらえず、ポッチを極めて憂鬱としております。みすぼらしさは、もはや便所飯さながら、とはいえ、この旅行で乗ることになったのも何かの縁。数年を経て、中央線の顔ぶれが変わっても、湘北線は安心感を与えてくれます。何より眼下に住宅地を望みながら、ガラガラ単行軌道車でゆったり旅行する贅沢さ。それもまた一興どころか、ピリリと効いたスパイスになり得るのですが、竹縄という時に宴は終わるもの、三輪島に到着してしまいました。ほぼ JR 東海なんだけど、JR 東海じゃない世界は、不思議の国のアリスのごとし。皆さんもぜひ乗ってみてくださいね。さようなら。という感じに、この動画を湘北線の紹介動画ってことにして、何もかも締めくくれたらよかったんですが、この動画は終われません。なぜならこれは、新駅を回避してまで本州を縦断するというクソみたいな旅だから、そんでもって、編集が全く終わりません。地獄か？よくさ、正直者は嫌われるとか、よく言うけどさ、人間は、相手の腹を探り合って、手玉に取られて喜ぶようなさ、ロボットじゃなきゃいけないんですか？人類はそんな無味乾燥のために生まれてきたんですか？もっとさ、毒を煽ったソクラテスのように、あるいは地動説を心の奥底で信じたガリレオのように、たぎった何かを心に宿してないとさ、肉体にエンジンはかからないんですよ。だからさ、編集が大変って言ってもいいじゃないですか。そういうとこまで抑え込んだらさ、人間の会がショートしますよ。いいんです。マンコの狐そばが大名行列するじゃん。次、東海道線の普通、岐阜行き。どうせ大垣方面の普通列車なんて、9割型岐阜行きですし、岐阜でちょうど元の工程に戻れるので、何も考えずに、ひょいっと乗っちゃいましょう。乗る車両に関して、私が言えることはありません。こんだけ足しげく乗ったら、こういうも同然です。列車は、尾張一宮駅に到着。さながらラブコメ漫画のごとく、東海道線に、豊橋から岐阜までストーキングをかます、名鉄名古屋本線との乗り換え駅です。名鉄側の駅は2005年まで、新一宮駅だのと吹き散らしておりました。危ない危ない。それは、名古屋駅にくっつく名鉄名古屋駅も、岐阜駅にくっつく名鉄岐阜駅も同じ。知名度と利用者とを勘案してなのか、同タイミングで切り替わりました。ってわけで岐阜です。岐阜のポーズはやりません。立ち絵作成コストがすごいから、岐阜駅も例によって高架化事業のもとに駅舎が新しくなった過去を持っており、現在の駅舎も見てくれは新しいですが、1997年の竣工と、だいぶ過去のもの。しかし、清流となだらかな山並みをイメージした駅舎は、今でも色褪せて見えることはなく、つい最近、人口が40万人を切ったことすら忘れる、県庁所在地にふさわしい壮麗さを感じさせます。ってわけで吉野家で飯くらいという、旅人の風上にも置けないランチの取り方をしたので、あとは、元の切符に戻って西へ。次は大垣行きの快速。愛知県民や18キッパーを巻き込んできた列車なので、まあ相応に混んでます。一応快速とは銘打ってますが、3駅先の終点まで各駅に止まるので、一体何の虚勢を張って、岐阜県内で快速を吹聴しているのかは謎です。ここまで心良さがナーフされては、虚勢ならぬ虚勢。ま、どの道15分あれば着くのでいいですが、岐阜を出発。ところでこの岐阜駅ですが、山並みをイメージした駅舎だから歩けとでも言うのか。2023年10月までは、各ホームにつながるエレベーターが整備されていなかったといいます。信長が命名したこの地においては、歩かぬなら殺してしまえという生き様が主流なのかしら。改札を通りながら怒鳴り散らかしている人もいたので、岐阜にはそういう血がたぎっているのでしょう。さて、次の停車駅は西岐阜。1966年の県庁の移転を皮切りに、岐阜西部地域の発展が顕著になってきたので、顕著だけに1986年くらいに開業した、だいぶ新しい駅です。県庁は老朽化で2023年に建て替えられましたが、位置は変わってないので、依然として最寄り駅。最寄り駅とはいえど、駅から 1.5km 離れているので、住民や職員の運動不足も解消されそうな、大変素晴らしい位置関係です。そんな県庁の移転から60年、中心部だったはずの岐阜駅周辺は、繁栄から没年と取り残される羽目になりましたが、そもそも岐阜駅周辺が土着そこんだことを踏まえての移転なので、岐阜駅が錆びれることなんざ、むしろ岐阜県のおごしめしなのです。岐阜市民にとっての良し悪しはさておき、ってわけで音楽につきました。何も語ることはないので、早く米原に出ましょう。私の記憶だとこの区間は311系に乗っていたはずなんですが、いざ動画素材を開いてみると、普通に313系でした。はてと記憶をたどって、たぐり寄せるように思い返してみたところ、同区間で311系に乗ったのは、その1ヶ月半後、完全に別件で在来線旅をした時のことでした。人間の記憶というものは、ことごとく脆弱です。ま、どの道ここも、315系のワンマン車両が入る予定なので、313系でも構わず、胸に刻んでおくべし。さて、この大垣から米原は、日給2410円集団から、関ヶ原越えと称される、本数が少なめり込む区間。東海道線指折りの難所ではあるものの、街道としての東海道にはかすってもいません。だって滋賀県には、滋賀を市がたらしめているほぼ唯一の存在こと、琵琶湖がございます。で、明治初期の鉄道黎明期ともなると、よちよち歩きの鉄道技術に全てを任せるのは難しいのと、どの道みんなある程度は水運に頼るだろうと踏んで、最初は、琵琶湖の西側に京都方面を、東側に敦賀方面を用意するにとどめました。となると大垣方面は、まあ、琵琶湖東岸から伸ばしたくなりますよね。ってわけで、ここだけは中山道ルートを採用し、三重県経由の東海道から逸れているわけです。東京寄りでは中山道ルートがはぶられただけに、下克上さながらです。まああまりにも東海道の知名度が高すぎるせいで、この区間を乗ってたとしても、脳裏に中山道7の字も浮かばないあたりは大敗ですが、ところで、当時の鉄道局長は、米原じゃなくて長浜で分岐させることを推してました。だってベースは琵琶湖の水運です。だから土地がしっかりしてないと微妙い。しかし当時の米原周辺は、船が入るにふさわしくないクソ雑魚地盤で、意気揚々と船が米原に来ようものなら、名実ともに泥沼状態へと化してしまいます。それも相まって、早々期の東海道線は長浜から分岐する羽目になりましたが、そんな歴史も過去のもの、我こそ一花咲かせた立派な駅じゃと言わんばかりに、この先の米原駅は JR の会社の境界線であるばかりか、東海道新幹線の停車駅としても繁盛を見せ、無論在来線を突き進む我らキャラバンにとっても、交通の要衝として馴染み深い駅となっております。ってわけで米原に着きました。特に語ることもないので、さっさと乗り換えましょう。次は、14時50分発の新快速、姫路行きですね。白飛びして市民性が絶望的なことになってるけど、このまま大阪と言わず、姫路まで駆け抜けたいですが、この企画において、新大阪の存在を許してはいけません。なので、ソーセージも顔負けの団長の思いで、京都でこの列車を降りることにします。3月のダイヤ改正を目前にして、北陸特急が敦賀止まりになることを受けてか、向こうでは、白鷺号を乗り納めんとする方々が、手際よく座席を転換しておられます。さながら、演劇の舞台裏をちらと覗き見たようですが、新快速は、そんなのに目もくれません。時刻に寸分の狂いもなく、14時50分、米原を出発。結構進んで、近江八幡にたどり着きました。この市には、下街道と呼ばれるものが、東西に貫き、安から、安土、彦根付近とを繋いでいました。どんだけ上品なことを言っても許されそうな名前の街道です。発展の契機は、安土城を作り上げたこと。三段打ちの戦法を用いて、長篠の戦いに勝利し、ことごとく調子に乗った信長は、ますます調子に乗って、安土城資金を通る、この下街道を歩けと、罪なき旅人に言いつけました。使える権力は、とことん使っておけという姿勢ががめついですね。ほどなくして織田がつき、羽柴がこねた天下餅を、徳川がもしゃもしゃ貪るような時代になってくると、いつしかその道が、朝鮮人街道とまで呼ばれるようになりました。ネトウヨの顔が真っ赤になるような響きの言葉ですが、これは朝鮮通信使が由来。将軍の代替わりごとに、お祝いしに来た施設、だと言われています。で、その朝鮮通信使が足しげく通った道なので、朝鮮人街道ってわけですね。朝鮮通信使がその街道を使うようになったきっかけですが、中山道より沿道の設備が高価だったからとか、近江八幡、彦根のハイカラな設備でないと、数百人規模の朝鮮人を止めることは難しく、中山道に来たのに理解宿場ねえじゃんと、いつぞやの寺田心のノリで悪態をつかれます。そんな顔に泥を塗る行為は、是が非でも避けたかったのと、彦根の巨大な城下町で、施設を圧倒したくって、やや遠回りになってでも、朝鮮人街道と呼ばれる道を使わせたと言います。たとえハッタリだろうが見かけ倒しだろうが、招き入れる側としては、何を使っても構わないのです。人はこれまでもこれからも、マウンティングで生きながらえていく種族なのですから、なんてことを言っているうちに、京都に着いてしまったので、新快速を乗り捨てて、一旦乗り換えにひた走ります。よく考えたら、新快速って、種別に、芯がついてるね。ま、駅名じゃないのでセーフです。そこまで OK したら、ますますこの企画の趣旨がわからなくなりますが、ますますマスターベースコロナ禍を経て、観光客がいなくなった数年前は、寒風しさぶ意味でのクールジャパンがのさばっていた京都駅も、現在は津々浦々からの観光客が美しくクールジャパンを求めてやってくるようになり、日々観光客でごった返して、ホットな風采を醸しております。ただ京都駅構内は、エッシャーの騙し絵のように入り組んでおり、私としては乗り遅れないかと鳥肌が立つ点で、クールジャパンの渦中に揉まれております。中関山陰本線は31番乗り場に隔離されているので目が回りそうになります。ちなみに15から29番線は存在しません。山陰だから31の称号を付与してやろうという陰険なノリで付けられた名称なので、京都駅は己を大きく見せては旅客をたぶらかすことに特化した場所となっております。んなこと言ってたらホームに着きました。次は山陰本線の快速、そのべ駅。実は山陰本線で芯がつく駅が一個もないんです。新しいことを喫しがちな我々陰キャを模した産物なのでしょうか。で、ホームの前方に忍者がいるからご覧ぜよと駅構内の掲示が吹聴していたので、とりあえず進んだらとてもわかりやすく言いました。何事にも動じないその格好は忍者特有の凛々しさを感じます。誰が何をどう見ても一切忍んでないけど、んなこと言ってたら列車がやってきました。車両は京都寄りに223系、その後ろに201系をつないでいる編成ですか。8両つないでいるので混むことはそうそうないでしょう。つい最近までは激混み路線なのに毎時3本という低たらくだったのですが、今年3月のダイヤ改正でやっとこそ毎時4本になったようです。撮影当時はその恩恵を受ける前でしたが、観光地に着く前から疲れるのは尺だからなのか、先頭車両は取り立てて繁盛を見せるでもなく、枯山水のようにしっとり静かな様子でした。これこそ日本の理路整然とした姿なのですが、一体何人がそこに目を向けることか。16時8分、どうなってるか知る由もない後部車両を尻目に京都を出発。さて、山陰本線はこの京都から山口県の下関のあたりまでを結ぶ路線ですが、この列車の終点、京都の中腹に位置する園部までは、嵯峨野線などと呼ばれています。アーバンネットワーク特有の名称までもらっておきながら、その愛情は最近までは上辺だけのものだったようで、2010年頃までは園部までのほぼ全区間が単線でした。取り立てて競合する私鉄もないから、そういう低たらくだったんでしょうけど、だとしたらかつての首都も随分舐められたもんです。しかし京都近郊はまだ本数が多いどころか、なんなら圧倒的に抜きん出てるくらいで、園部を出ると毎時1本普通が走れば多いくらいの風光明媚なローカル線へと変動を遂げます。本線の名称を取り戻す区間に入ったが最後、へなちょこもやしの輸送密度になるのは何でしょう。で、山陰本線は日本最長の路線ということもあり、マニアの間では偉大なるローカル線とまことしやかに囁かれているほどです。その全長は 676km。どれだけ偉大かは想像に難くないでしょう。そしてこんなクソ規格の中途で乗り通すような路線でもないってことも容易にわかるでしょう。ついでに、一会社の突飛な思いつきでなく、様々な地域に国鉄が介入していく形で、結果として山陰本線という超大路線が出来上がったっていう経緯も想像には難くないでしょう。もし仮に京都と下関でしか接続しない山陰周りの路線を私一人で敷きますよとか友人が言い出したら、私はそいつの両腕を縛って口にガムテープ貼って、それから日本海に投げ捨てる形で絶交します。友人がするの私には無縁な例え話ですけどね。ああ。で、この京都から園部までの区間は、早速、波乱万丈のもとに敷かれました。そもそもこの区間を望んだ有志らは、1887年くらいまでは関西鉄道に加わってました。関西鉄道ってのは、関西本線に近い路線を運営することになる会社です。その関西鉄道という長いものに巻かれて、京都府北部、宮津までを結ぼうと画策したのです。しかし、宮津までの線路は叶わずじまいで、潮が引くように熱が冷めかけてしまいました。そんな中、京都府知事が鉄道問答と称された冊子を有志らに押し付けたのです。駅前で聖書配るみたいな安い啓蒙活動、知事がやっていいんですね。で、ただでさえ鉄路に目覚めてしまった人は、その本を舐め回すように読んだ結果、ミセスグリーンアップルの曲のコメント欄くらいよく燃えている、その野心を原動力に、京都と舞鶴を結ぶ路線を考えて、計画鉄道を計画したのです。ところで、舞鶴とを結ぶ鉄道案は、京都府以外からも、大阪、兵庫でぼちぼち巻き起こっていたのですが、お互い目的が食い違って双方吠え合う羽目になり、結託の毛の字も浮かばず、天然バラバラでした。ただ、これがいけなかったようで、許可が下りてきませんでした。というのも舞鶴との鉄路なんて、ネット民が白33対4並みにみんなこすり倒してきたので、鉄道局は、うるせえよ黙れよというかのように、片っ端から願書を却下していったとか言います。京都の民からしてみれば、人事は尽くしたので、天命を待つのみ。鉄道敷設法に全てを委ねることにしてみたのですが、京都府の議員がこねることで、1892年の鉄道敷設法の第1期線には入ったものの、加古川線と福知山線の北半分に近いルートを合わせたやつが競争線に入ったので、おちおち鉄道敷設法に任せることもできないので、じゃあやっぱり私鉄で敷くべし、となりました。そこで、同盟会を立ち上げたり、これまた、企業の冊子を発行してみたりと、寺とかがやたらめったら多い京都の嵯峨なのか、ことごとく教えを開き散らかして、新たに立ち上がったのが京都鉄道なる会社でした。そこで、京都から綾部、舞鶴をつないで、宮津までを結ぶ線路と、途中の綾部から分岐して、兵庫県の和田山までつなぐ線路などを計画したのです。これで、心置きなく敷設ができる。そう踏んだのですが、なんと同じことを兵庫県民も考えていたようで、大阪の権力者とタッグを組んで、大阪から福知山経由で舞鶴を結ぶ半角鉄道を立ち上げたとか、さらに同じことを大阪市の別の有力者も考えていて、大阪から北上して、園部経由で舞鶴まで行く、摂丹鉄道まで編み出されたとか、お前ら結構おいしる。でもこんなところで馬があっても、血で血を洗う睨み合いになるだけです。だから、泥沼を抜けるためなら五越同州、競合を防ぐべく受け合い掛け合い東奔西走。摂関鉄道は折れて、阪鶴鉄道は福知山線にあたる線路を担当することになり、一方の京都鉄道は兵庫県の和歌山まで面倒を見ろ、ということで大方の手はずが整えられ、京都鉄道は1896年からどやどやと敷設を開始した、というわけです。とか言っているうちに二条駅に到着。慶喜が張り詰めた顔で大政奉還を考えた二条城資金のこの駅も随分垢抜けて、洋館のようにこちゃれたマンションや大政奉還にかすりもしない無印良品などで、お池通りの界隈は繁華を極めています。その慶喜を笑うように、二条駅の駅舎も明治期に建てられてから息が長かったようで、1996年に新駅舎に移るまでの約100年、二条の街並みを見守り続けていたといいます。ちなみに旧駅舎は解体されることもなく、京都鉄泊の裏手に保管されたようで、カーブした高架を滑るように走る嵯峨野線の車窓からでも、こんな感じで普通に見えます。そればかりか、展示も店舗も備え付けられており、第二の人生として、しゃかりき働かされております。人生100年時代とはよく言いますが、こうも酷使されると、セカンドライフもあったもんではありません。あ、さらっと高架とか言いましたが、京都から二条近辺の高架化は、1976年とやや昔、もともとは、踏切道改良促進法から、連続立体化に関する協定を経て、山陰本線が高架化されたのですが、その頃から京都と園部を複線化する声は、府や市から千本鳥居のように、豊畑に上がっていました。しかし、国鉄のお金が足りないというか、むしろ複線化すると、理不尽にお金を巻き上げられる協定だったので、複線化は、それから30年以上待つ羽目になりました。どう理不尽だったかというと、協定上は、単線のまま高架化すれば、国鉄の負担額は1割だったのですが、複線で高架化するなら4割負担しろという恫喝みたいな内容だったから、複線の線路のみならず、負担額まで人質に取られては、ひとたまりもありません。だから国鉄側は、花から複線化を拒み、それを受けて市や府も、まずは高架化、複線化は二の次でもいいだろうと妥協して、二条までの高架化に踏み切ったらしいです。数百メートル規模の渋滞を巻き起こした諸悪の根源たる踏切も、遠い昔日の話。そればかりか、現在はもうちょっと整備され、佐賀嵐山以東も、いくらか高架化されてます。ってわけで佐賀嵐山に到着です。この近辺には、指折り数えても指が足りないほど、観光資源がひしめき合っており、本来なら海賊が泊まるのが関の山といったこの駅も、近年では繁忙期に臨時で特急が止まってやるほど、芋を保津川の急流で洗うかのような、大混雑の代表格という様相を呈します。で、この駅では、山陰本線をくぐりながら保津峡を西に向かってくねくねする、嵯峨野観光鉄道と乗り換えられるわけですが、出資は 100% JR 西日本だし、出自も JR 西日本の路線です。それもそのはず、嵯峨野観光鉄道の路線は、山陰本線の旧線を流用しているからです。というのも、山陰本線の佐賀嵐山以西は、1989年に、複線電化の別線に切り替えられたのですが、京都の貴重な旧線をなおざりにして、陰謀のように枝木が絡まる地にするのは許せませんでした。そこで、嵯峨野線も潤うし、せっかく保津川の川下りもあるんだから、旧線にトロッコ列車を走らせよう。そこで、新しく別会社として立ち上げたのが、嵯峨野観光鉄道ってわけです。ちなみに、複線電化で作られたルートは、あくまで線路増設という立ち位置なので、新線も旧線も JR 西日本の持ち物です。嵯峨野観光鉄道は旧線を借りて走るスタイル。言ってみれば、湘北線を巡る TKJ と JR 東海の関係みたいな感じです。なお、嵯峨野観光鉄道側の車両は、わざと乗り心地が悪いように設計されているようで、速達性ばかりか快適性までナーフされるとは、かつての山陰本線の線路の地に落ちたものです。あろうことか、園部までの全区間で、一番血生臭く敷設された区間だというのに。というわけで、旧線の敷設過程を一つもみ。山陰本線の佐賀嵐山までの区間は、繁華な部分を回避して、かつ平坦な地形だったので、定規で引いたようにまっすぐな線形から察する通り、何の苦労もなかったんですが、この保津峡エリアは、地形的にも人間的にも、地獄みたいな建設過程を見せまして、まず、イロハと称するヤクザみたいな連中が、ブイブイ言わしたといいます。その連中は、佐賀嵐山以西の区間に突如としておっちゃまして、暴行、脅迫、金銭要求と、とことん突き抜けた極悪ひどっぷりを見せ、請負業者も土木会社の猫の借子も、佐賀嵐山以西の着工を忌避したといいます。これも京都鉄道に対するレイプです。ああ、小汚い。レイプはもっと紳士的にやってこそだろうな。結局、篠ノ井線の敷設工事に当たっていた、武士の家系で、度胸に満ちた星野氏に頼み込むことで、なんとかいろはを黙らせつつも、工事に取り組むことができたとか。ただそこを乗り越えても、嵐山が継承地たる事実は変わりません。ですから、木を伐採しまくるのやめろ、土砂を川に落とすな、とかの制約が、美少女の腕に絡まる触手並みに、しつこくまとわりついてきました。とにかく、園部までの開通は、1899年に実現し、ひとまずは、京都盆地の向こう側にも、線路を引っ張ってくることに成功したのでした。とか言ってるうちに、亀岡盆地に躍り出て、トロッコ亀岡駅の横をさっそうと通過し、この馬堀駅を滑るように抜ければ、あっという間に亀岡です。ちんちんの先っぽをこすって、あんっていうのは亀岡です。この亀岡は、角の倉了以による保津川の改作で、京都の中心部と昔から結ばれていたこともあり、かねてから米などをその中心部に送り出してきたため、京の台所とまで言わしめたという歴史を持つ町です。どっかの天下の台所に真っ向から喧嘩を売りつける名付けではあるものの、近年では京野菜が名高いこの町でくるりと京都方面に折り返す列車もかなり多く、山陰本線は台所と京都とを結ぶ廊下としてしっかりこき使われているようです。ってわけでここから早速ですが、毎日1本ゾーンに入ります。一昨年までは日中30分に1本だったそうですが、2022年のダイヤ改正でそれが崩れました。でも8両が1時間に1本と聞くとちょっとちぐはぐです。貧乳キャラの胸を盛るくらいちぐはぐです。だから南丹市をはじめとした沿線自治体からやみちくりと抗議はあったようですが、ヤングルかなコロナ禍が明けてある程度客足が戻ったであろう2024年を迎えても、ついに本数が戻ることはなく、佐賀の線を取り巻いた希望も一睡の夢に終わりました。毎日1本で何がアーバンだという嘆きはともかく、山陰本線は以後しばらくローカル感漂う毎日1本クラスになります。しかしその駅での接続は悪くなかったはずです。ちょっと確認してみましょう。ちょっと待って、運転見合わせになっちゃった。運転見合わせになっちゃった。おちんちんタンバリン。そのべに着きました。佐賀の線の愛称はここで途切れます。と同時に、愛すべき私の緻密な計画もここで途切れます。完璧という単語は傷一つない宝玉が由来だとされていて、だから完璧の壁の字は壁じゃないよとかいう豆知識はとことんこすられてきましたが、今やその計画もベルリンの壁のごとく木っ端みじんにぶち壊され、私も何と言いますか、そろそろ完璧にひた走るところでございます。とりあえずこの車両は福知山行きだと言ってるので、藁にすがる思いで乗り込むことにしましょう。やきもきしているうちに、向こうの特急を先に通すというアナウンスが流れ、運転見合わせ時刻は30分繰り下げられ、本来乗る予定の便は運休という形をとり、泣きっ面に8とはまさにこのこと、伊賀天走りもここまでかと天を仰ぎました。駅員さんや作業員さんたちが必死に対応に当たる中、私は研ぎ澄まされたムイト食を繰り広げ、持ってきた PC でのんくた作業をしてました。だいたい17時47分頃でしょうか、園部を出発。向こうの紫色のやつよりも先に立つことになったので、この列車こそ本物の特急です。で、この園部には、由緒が正しいんだか正しくないんだかわからん城があります。その名を園部城と言い、大体の設備が作られたのは1621年。駅の西側 1km に作られた構造物は確かに立派でしたが、櫓を置く許可が下りなかったので、軍事施設とはみなされず、陣屋という扱いになりました。だから城の扱いは受け継ぎまいで、250年近くつましくやってきました。ところが1864年、京都周辺で池田屋事件や蛤御門の変といった反動士の暴動が起こりました。それなのに京都に近いここ園部の防御がガバガバのゆるゆるでいいのかと。だから同年末、櫓を整備して一丁前の設備を作り出そうと幕府に許可を求めました。しかし、一昔前のハリセンを持った芸人のように、その案はピシャリと一蹴されたのです。それでも負けじと許可を求めたくって、F5 連打のように幕府に猛アタックを繰り返したところ、1867年にようやく幕府からゴーサインが出ました。そしてほどなくして大政奉還により、幕府の手から政権がするりと抜け出しました。許可を得るが否や幕府が潰れては、職権を買った直後に店が潰れるようなものです。だから園部藩はもう一戦、今度は新政府に対して許可を求めることにしました。体制が変わってみると、周囲にして許可が出て、陣屋だったものは園部城へと変貌を遂げました。さすがに、首都の陥落は明治政府からしてみても望まなかったのでしょう。しかしその園部城も、廃藩置県で役目を終え、ほとんど出落ちみたいな存在感で、亀岡盆地の瓦礫と消えました。そんな儚い定石を遠目に見ながら、京都鉄道は福知山までの敷設をさぞ頑張ったのだろう。と思いきや、園部まで開通させていきたえたようです。というのも、保津峡をまたぐ建設は、茶地域業が無傷でしのげるほどたやすくなく、園部まで開通させる直前くらいに、利子の補填を国にせがんだとか言います。しかも、その言い分も醜く、私の路線、国家としても重要でしょ？じゃあ金出してね、すぐでいいよ、とか言い出す始末。その弁舌は、バーで相手をたぶらかすかのような口ぶりですが、手のひらの上で踊らせられるほど甘くなく、普通に却下される羽目になりました。フォークボールを口から打ち出す京都の民はストレートの球には弱かったようで、京都鉄道はメンヘラになりました。何を言い出したかというと、じゃあもういいです、政府がしけと、嵐山にそびえる竹を割ったような性格はどこへやら、免許の取り消しを求め始めました。しかし京都鉄道、さっぱり諦めるといった一貫した態度は見せません。なぜならメンヘラだから。だから、政府が建設費をほぼ全部賄えとか、やっぱ免許期限を3年延ばして、とか、二転三転した嘘を無双の意見が、ゴミ屋敷のように積もっていきました。対岸の火事の面持ちで、またやってらとか勇気も失せた国鉄としては、さすがに動いてもらわないとってことで、京都鉄道に飴と鞭をぶら下げました。まずは飴。その弁性の敷設期限を3年間延長してやりました。一応、京都鉄道の話を聞いてやった形です。鞭は何なのかって話ですが、もし急にその弁性の鉄路が必要になった時、京都鉄道にやる気がなかったら、お前の免許分取って国鉄が代わりに敷くからな、ってもの。でも分取った区間のうち、京都鉄道が敷いた分があればキャッシュバックしますよという、その実態は、芋球でできた鞭とでも言うべき甘々ノルマでした。そこまでされても、京都鉄道の情熱は、もはや空っぽで貧相でした。フランス料理の一皿の量くらい貧相でした。そのうち政府としては、舞鶴にある鎮守府の都合で、園部から舞鶴、福知山の鉄路が必要になってきたので、メンヘラに構ってられるかというノリで、京都鉄道から免許を内々しました。とにかく1904年、福知山から綾部を経由して新舞鶴までを完成させ、その2年後には綾部から園部の工事に着手。アンコウのような顔つきで満身創痍になっていた京都鉄道を鉄道国有法でちゃっかり買収しつつも、綾部から園部は1910年に開通させ、ここに京都から福知山の山陰本線が出来上がりました。会社設立から国有化まで、京都鉄道は随分敵を作りまくってきた気がしますが、平和に山陰本線に加わったと考えると、このくらい傍若無人な生き方をしても、もしかしたらいいのかもしれないね。そんなこと言ってたら、日吉駅を出発してました。かつては殿田駅という名前で、日吉町の中心部に佇んでいたそうですが、駅名が全然直感的じゃないので、1996年に解消されたそうです。その次の新旧大学前駅も、1996年の開業。あちらに見えるのは新旧大学かと思いきや、明治国際医療大学らしく、点呼までされた本線が平然とした顔つきで駅名詐欺をやってのけています。一応、1978年に明治新旧短期大学として開設された歴史を考えれば頷けますが、2008年に国際化を見込んで明治国際医療大学へと変わり、駅名と大学名が合わなくなったようです。もっとも大学側は駅名変更を催促はしなかったし、当時の JR も変える気はさらさらなかったようで、駅名と施設名とのジレンマは、コンロの油汚れのようにべったりこびりつき、当分解消は見込めなさそうです。そんなこと言ってたら、町駅の周辺で由良川をまたぎます。この近辺の流域では、鮎が釣れたり、カヤック遊びに興じる催しが行われたりと、保津川ほど乱々とはしていない分、相応に味のある風景が広がります。由良川は、この列車の終点の福知山のあたりまで、気持ちやや近くをたどってくれます。そこから少し進んで、綾部で舞鶴線にお辞儀を交わした後、福知山盆地をひたむきに精進していけば、2日連続で数時間単位の運転見合わせを食らうという、貧乏神にしか起こし得ない奇跡を体験しつつ、服を知る由もないボロボロ状態で、なんとか福知山にたどり着きました。その昔は、天智天皇の字で、福知山と書かれたそうですが、災い転じて、物理的に服にたどり着くだけで何になろうか。乗り換え時間でさえ下手に動けないので、コンビニ飯で腹を満たすしかありません。本日の目的地は鳥取ですが、果たして間に合うのでしょうか。次、19時38分に出ることになっている、普通列車の豊岡行き。京都府といえども、山陰本線に新しい風は似つかわしくないのか、車両はレトロも甚だしい国鉄の113系です。多分、聡明な鉄道ファン諸見であれば、113系と115系の別は、火を見るより明らかだそうですが、私の眼はぽっかり風通しの良い節穴と化しているので、車番でも見ない限り見分けがつきません。しかしこの古典的ボックスシートが、古き良き骨董品であることくらいは、いくら目が腐ってる私みたいな人間でも、手に取るようにわかるものです。そういうわけなので、この椅子に関しては、座り心地とか居住性とかの尺度で考えない方が、幸せに円満に旅を完遂できる気がします。ただ、カメラを充電していたモバイルバッテリーが、福知山で完全に空っぽになったのと、接続列車を待っての出発とのことで、この列車の時刻は、用として知れません。さあ、いいなのにぬるてやでムボドンゴスのチンポコグラタン。だいたい35分遅れくらいで、福知山を出発。ここ以西の普通列車は、毎日1本のないくらいになります。さて、この区間は半角鉄道が福知山から和田山を抜けて8日あたりまで伸ばそうと目をつけていたんですが、京都鉄道に和田山までを委ねられたので、結局かなわずじまいだったらしいです。しかしその京都鉄道が園部に来たら、地形を削らず腕を削るリスカに走ったせいで、福知山以西もしばらくは関節で敷かれた区間が続きます。ここまで山奥に逃げれば JR の独占場かと思いきや、小ぶりな別の駅が見えてきましたね。さっきのは、京都丹後鉄道宮福線の福知山市民病院口駅。2015年までは、北近畿丹後鉄道宮福線の厚中問屋駅なる代物でしたが、2015年の運営会社の変更で、謎の駅名を使い倒すのは、問屋がおろさぬというのか、明朗な駅名に変わりました。ただ、福知山から北上して、宮津まで行く、この宮福線そのものが抱える歴史は重く、一応は国鉄路線として、昭和後期から敷設されたものの、国鉄再建法にぶち当たってそれどころじゃなく、工事は凍結されました。さながら、半角遮断の落とし穴に入った美少女のごとく、何をされるかわからない、憂慮と困惑の宮福線も、バス転換に抜け駆けされることもなく、第三セクターとして再出発することになりました。ところで、当路線は、京都からの支角として、天橋立方面へ伸びるという、橋立を招き入れています。で、確か、関西鉄道に巻かれていた、後の計画鉄道の設立者にあたる人たちや、京都鉄道の有志らは、ルートに違いこそあれど、宮津までの鉄道路線を計画していたはずです。そう考えると、京都鉄道が望んできた宮津と京都の連絡が100年越しくらいに実現した点で、京都鉄道、元井京都丹後鉄道がやってのけた伏線回収はそこそこ熱いんじゃないかしらとか言ってるうちに、荒賀柏の基盤駅の横を通過。こういうふざけた名前の駅しかないのかと思われるのは早計です。そういうノリはこの辺だけ。多分、一気に和田山まで来ました。姫路方面に伸びるローカル線、万端線との乗り換え駅。すでに県境をまたいで兵庫県入りしてます。日本を鉄路で縦断すると必ず通る県にして、かつ兵庫県を境に運行頻度がきつくなってくるので、この県の存在感のでかさは旅行ビギナーですら知るところとなっていることでしょう。ことに山陰本線ではその存在感はすごく大きいです。なんでって言われたら、全国間が兵庫県の城崎温泉でしばらく途切れるからですね。なぜそんな日本海にギリギリ出ない、寸止めするような区間で電化を終えたかというと、車に対する対抗心と福知山、豊岡、城崎温泉に向けられていた期待の眼差しのせいです。車に対する対抗心は分かりやすく、姫路と和田山を結ぶ万端連絡道路とか、舞鶴若狭自動車道の整備とかが昭和後期にかけて進んできたのです。ただこの程度の冷や汗だったら、せいぜいしこって寝て忘れるだけ。やっぱりちゃんとした契機は福知山以西の発展にありました。というのも、昭和後期の山陰本線は福知山市、豊岡市とかに工業団地が立ち並び、とりわけ福知山市には4平方キロメートルくらいの工業団地が建つ予定でした。しかも城崎温泉をはじめとする兵庫県北部の観光地は訪問客が入れ食いドカ食いてんこ盛りで、年々やってくる客が増える中、乗客に二酸化炭素の洗礼を浴びせるわけにはいきませんでした。確かに城崎温泉は今でも人気で、最近話題の JR 西日本のサイコロ切符にもとくとご覧せよというかのように、城崎温泉が行き先候補地として挙げられたくらいですし、なお元を取ってなんぼの主戦路様、あるいは距離しか眼中にない移動中毒者様からは外れたとみなされている模様。あと京阪新地区から直線距離でたった120キロなのに非電化でいいのかって声もあったそうで、120キロってあたりにとてつもない羽振りの良さを覚えます。 N5 駅から4キロメートル離れたところを走るどっかの J 北線が効いたら泡吹いて倒れそうです。とにかくこの山陰本線の福知山から城崎温泉は福知山線とセットで電化され、1986年頃にこの豊岡盆地の鉄道路線にも電気が走るようになったといいます。京都から園部の電化がそれから4年後の1990年なので、山陰本線の電化区間としては意外にも古参です。園部以南の電化が遅すぎるから相対的に古参になってんだろとか言わないの。新参に辛く当たるようなコンテンツはその寿命もセミくらい短いぞ。特にオタクくんは手厳しいこと言って優越に浸る、独りよがりに走りやすい生物だからな。おいては子に従いのマインドを忘れるなよ。あと言葉選びにも気をつけろよ。豊岡駅に到着。かつて絶滅危惧種だったコウノトリの繁殖で一躍脚光を浴びた町です。また交通の中心地にもなっており、京都丹後鉄道の宮豊線と乗り換え可能。その宮豊線の豊岡の次の駅は京都丹後鉄道へのバトンタッチで名称も変わったようで、但馬三重からコウノトリの里という、やはり情景が浮かぶ美しい駅名へと変わりました。しかし道草食ってる場合じゃないんだな。それがさっさと乗り継げ、お次は浜坂行き。城崎温泉より先、霞、鳥取方面に行ってくれる最後の列車なので、たとえ大遅延してもこいつにだけは間に合いたかったのです。数分の猶予で乗り継げて一安心。お世話になる車両はキハ47の2両編成。キハ40と売り2つどころか、どっからどう見ても同じようにしか見えないのですが、キハ40は1両編成で運転できる両運転台、なおかつ片開きドア。このキハ47は2両編成の片運転台で、首都圏の車両みたいに両開きのドアって感じ。乗ってしまえば正直大同勝利です。ってわけで浜坂に向けて出発。ところでさっきから右上チラチラ見てませんでした？さも小窓から誰かがひょこっと顔を出してるかのように。あかりちゃんのことだけ見ててね。ってわけで21時20分豊岡を出発。ここから兵庫県北部をなめるように進みます。さてこの兵庫北部随一の発展を見せる豊岡ですが、鉄道がやってきた直後はだいぶアグレッシブな開発計画が立てられたらしいです。というのも豊岡の北部は水はけが悪い水田地帯で、人がわんさかやってきて土地が足りないのにお米食べろとか言ってる場合ではありませんでした。ましてやおめこにとつちんことかしたらますます土地が足りなくなる。だから高知整理法を糧に豊岡の開発を狙ったのです。ところで高知整理法は読んで字のごとく、高知を整理するのが主眼の方策だから、都市開発を口実に高知整理法を振りかざすなど、本来はご法度も甚だしいものでした。有名曲のコメント欄に TikTok でよく聞く曲だとかいうたわごとを流すくらい禁忌でした。しかしそこは町長が譲らず、たとえ市街地ができなくともいい田んぼができれば豊岡のためにも国家のためにもなってウィンウィンだろとか言い出し、エゴのニコノリみたいな論調を押し出して高知整理法による都市開発を始めたといいます。その道すがら1925年に北端大震災が起こって住宅がぎしぎし半々している地帯が軒並み焼けてしまいましたが、むしろ道路を広げる手間が省けたとかいうサイコパスとしか思えない考えに至ったようで、結果として豊岡の中心部が駅周辺に躍り出る土台を作ったという、なかなか猟奇的な展開を迎えました。冒頭でアグレッシブなとか言いましたが、これをアグレッシブって呼んだら人間として負けな気がしてきました。豊岡の次、玄武洞駅を出ます。かつては季節限定で営業していた駅でした。その昔に地球の磁場が逆転したことがこの近辺の岩から明らかになったことをはじめ、山陰エリアの東側一帯はすごい自然遺産が多いので山陰海岸ジオパークに認定されています。ユネスコ世界ジオパークの一端を担うので、とてもないがしろにはできない景勝地なのです。パイパンジークは城崎温泉に到着。ここから正真正銘の終電。向こうに止まっている列車も豊岡まで行く最後の列車なので、ここで終電同士の行き違いを果たします。しかし列車同士が B 級ドラマのように抱擁するわけもなく、盛大に何も起こらないまま城崎温泉から西を目指します。ここまでの地形は大体平坦だったので、私鉄が敷設を狙うのも無理はなかったんですが、ここから西に出るとなると、敷設難易度が一気に4段階くらい上がります。そのジャブとでも言うべきものが、城崎温泉と竹野の間にそびえる芦屋トンネル。長さは 2km もないくらいなのですが、完成までに3年くらいかかっています。というのもこの区間、削岩機に向いてない岩質だったそうで、全区間を手掘りで貫き通すという、名実ともにパワープレイでご利用したからだそう。20世紀にも入って、そんなアナログな手法を、と一生に付したいところですが、イライラ棒を扱うように慎重にやってもなお、湧き水はよく染み出るし、挙句雪解けで地層がたるんで、岩石がどかどか崩落したといいます。体は仕込んだのとはよく言いますが、さすがに筋骨隆々な肉体をもってしても、工事トラブルにはあられもなく大敗を喫し、IE でミス落ちしたようです。なんて、言ってる間に、霞駅に到着。上町の中心部です。霞町、村岡町、三方町の3つの町が合併してできた町です。どうやら安直な名前にはしたくなかったようで、かは、海魚山の新緑の香りをモチーフに、みは、3つ全部の町の地名に使われている、由緒正しき字ってことで取ってきたそうです。頭文字を取っただけの安直な町名にはしたくなかったようですが、蓋を開けてみると、村岡町だけあぶれ物にして、他に町の頭文字を取ったみたいになっているあたりが、香り高く、美しい町に対するアンチテーゼのように映っていて、なんとも皮肉なものです。そしてこの霞まで来たあたりで、2両目はすっからかんになってしまいました。ボックスシートは、こうも立派に並んでいるのに、山陰の陰鬱さにみんなして、三者を避けたのか、もはやそのムードは、人工的な樹海と言っても差し支えありませんでした。よもやまな惨憺たる山陰事情が脳裏に浮かぶ中、よもやと思って車内を見渡すと、確かに一人発見しましたが、私と同じよそからの旅人で、その方も完全に、泥のように眠りこけておりました。まだ、京都から200km行ってない中でこれでは、山陰に光はあるのでしょうか。あまたの鉄道ファンを虜にしてきた余部橋梁のすぐそば、余部駅が近づいてきました。今渡っている橋は2代目で、2010年に作られたもの。初代の鉄橋は1912年以来、散々こき使われてきたのですが、1986年に強風に煽られて、列車の転落事故が起きたし、それ以降、強風で運休という対策を取ったけど、そのせいで、ダイヤが奥の方までぐっちょぐちょのびしゃびしゃになっちゃったし、あとシンプルに老朽化の問題もあったので、亀の甲より年の甲だからなんだうるせえと相なり、東洋一と謳われた鉄橋にさよならバイバイして、コンクリート製の屈強なものにバトンタッチしました。ただ、過去の事故とか、土木工事の歴史とかをなおざりにするのはご法度なのか、はしごこそ外されましたが、一部は定調に保管されて観光資源となっております。過去は抱きすべき黒歴史だと言って、跡形もなく壊そうなど、その行為自体が黒歴史なんだぞと、示唆しているかのようです。厳しい工事だったという東関トンネルを抜け、九谷駅をそそくさと抜けてしまえば、浜坂駅に到着。霞からここ浜坂までの普通列車の本数は、せいぜい10往復しかない難所なんですが、山陰東線の終電場も抜けたので、せこせこ西へと進みましょう。それでもなお13往復しかないし、何より終電乗り継ぎなので、終端場と化してますが、ところで、ホームに建てられている、この意味深な石碑は、立ちまみほの浦の記念碑らしいです。すっげえ美しい海岸を神格化して観光地化した結果、1934年頃に、国の名勝、天然記念物になったので、その記念で、こんな無機質な直方体の石の塊が、どすりとホームの真ん中に置かれたとか、あらすごいですねと、通販番組の上等句のごとき褒め言葉を、これでもかと浴びせたいところですが、運水たる旅人は運縁かがん。今日の宿について、初めて不安が運算無償するので、石碑に構ってる暇はないのだよ。改札を出ることもなく、せこせこ階段を上り降り、階段を上っている途中で、キハ47がホームに滑り込み、連絡階段で反響する轟音を浴びる羽目になりました。床長乳首のビタミン D。仲睦まじく並ぶ首都圏色のキハイ47は、西日本のローカル線らしい雰囲気を醸していますが、そのうち3分の2は、今日の役目を終えたのか、バカのように疲れて、くたくたな顔つきです。これから任務をこなす、鳥取行きの最終列車も、心なしかくたびれて見えます。それは単に謝礼のせいか。にしても JR 西日本、いつまでこの車両でしのぐ予定なんでしょう。ネック700なる最新の電気式機動車が、そろそろ旅客営業に勤しむ予定らしいですが。ネック700、22時46分、浜坂を出発。ここから鳥取に向けて、ひとっ走り行きましょう。さて、ここまで芦屋トンネルしかり、余部橋梁しかり、お前は自宅でしこり、とにかくきつい区間が多かったので、工事には、莫大な資本を投じなければいけませんでした。いくら怖いもの知らずの私鉄でも、財布をすっからかんにする地雷原に近寄る気は起きず、兵庫県北部を伝って、鳥取、島根方面の線路を画策した私鉄は、わずか2例に過ぎません。逆に2例もそんな勇敢な戦士がいたのかって感じですが、順を追って見ていきましょう。まずは、企業ブームが烏合の州で巻き起こった時の計画鉄道と同期の存在。それが山陰鉄道に化けることになる摂丹鉄道。半角鉄道に吸収されたやつとは別です。最初の計画としては尼崎から福知山経由で舞鶴に結ぼうという、正直似たり寄ったりの私鉄計画に混じるモブキャラ程度の存在感に過ぎなかったのですが、突然舞鶴から松江までの線路の宿から山陰鉄道に改称するわとか言い出したのです。総距離にして約363キロ、私鉄の計画にしてはあまりに貴重の空論が過ぎます。おやつに食パン1斤丸ごと出すくらい無謀です。それで株主を募るべく各地に押しかけてみると、予定地の住民の反応は点でバラバラでした。城崎の住民は船あるから鉄道いらないんだけどと鼻であしらい門前笑い。霞の住民は俺らの町が迂回されるのではと人間不信に苛まれて心を閉ざすし、浜坂の住民は近代の大事業だと人間を見たゲーマー並みにハイテンションになり、山陰鉄道はいよいよどういう顔をすればいいのかわからなくなりました。もっとも京都を立つ時に述べた通り、舞鶴方面を目指した私鉄が多すぎるので、鉄道局ははいはいうるさいうるさいと不設案を片っ端からゴミ箱にシュートしていったので、山陰鉄道も浜坂の住民もすっごい微妙な顔をするほかなくなりましたが、それが1889年のことで、以後数年ほど私鉄計画はしばらく鳴りを潜めます。それから7年の年月が流れて96年、国鉄も山陽山陰連絡線の枠組みを決めていた中、これまた別の山陰鉄道が立ち上がり始めました。いざ計画を見てみると、姫路から米子を経て境港出雲市の辺りまで伸ばす予定らしく、国鉄の青写真をパクるのが大層お上手ですねといった具合の内容でした。結局地形にちきったのか、パクリにおじけついたのか、それとも所詮は妄想の端くれだったのか、その計画は水面に顔を出すこともなく沈み、二度と浮かぶことはありませんでした。ところでさらっと姫路から米子ルートが国鉄のパクリと言いましたが、当時の国鉄は山陰本線という考え方は持たず、山陽山陰連絡線という捉え方をしていました。だから京都府に山陰本線の一里塚を置くなんて手ほども考えておらず、起点は姫路にする予定だったし、ルートも岡山県の津山経由で敷いていく予定でした。というわけで、もう私鉄も倒れたので、山陽山陰連絡線の敷設は境港から東へ向けて、1902年には鳥取北西部、境港から米子経由で三国山で行く線路が産声を上げました。ただ、そこまで敷いたあたりで問題が起こります。びっくりするくらい金がございません。具体的には、境港から鳥取の予算でさえ 5% 以上足が出る始末だったのです。それに、12年と定めた敷設期限だって残り2年しかないのに、鳥取県内の工事から抜け出せず、そこからドドドドッと巻き返すのは、この暗闇の車窓に日本海を見出すくらい無理でした。おかしいですね。この鳥取県の東浜駅のあたり、海が綺麗って聞いたんだけど、なんで暗いんだろう。夜だからか、とにかく姫路まで敷くという計画を一切変えずに工事を進めるのは本当に無理でした。キャロがよく言う、キモい、無理なんだけど、とかとは次元が違う無理さです。そこで目をつけたのが、和田山から伸びる万端線、万端鉄道。前のマラが伸びたら万端鉄道。生野銀山から姫路に向けて資源を搬出したかっただけの単なる一私鉄だった万端鉄道ですが、和田山でこいつと山陽山陰連絡線とを接続させることで、姫路までの敷設の手間をとにかく省きたかったのです。関営鉄道も私鉄の足の裏を舐めるようになるとは、なかなか惨めに落ちたものです。でも背に腹は変えられず、その計画は認められ、ついでに敷設期限も20年に伸びたので、腰もハードルもプライドも低く、せっせと敷設に臨みました。さて、和田山から境港の大まかなルートが決まると、山陽山陰連絡線が担う役目も様変わりしてきます。っていうか、ここまで来たら、山陽山陰連絡線という雰囲気は、万端鉄道の方が強くなります。もはや一体何のからいばりで、山陽山陰連絡線だのと高尚な口を叩いているのでしょうか。だから、予定線は一気に変わり、中国地方の北側を縫ってこそだと感じて、舞鶴、豊岡、鳥取、松江、浜田、山口を横一文字に結ぶよう、計画に手直しを加えました。もうここまで来たら、山陽の出る幕はございません。鉄道未経験の山陰に線路を挿入して、その諸女幕を破るのが目的なのですから。それ以降は、山陰縦貫線という呼称で、工事が進むことになり、ついでに期限も25年に延びます。陽キャと陰キャの架け橋なんて担ってられるか、俺はここに陰キャ一本道を誓うぞと、この路線が陰の道を宣言するに至った、まさに歴史的瞬間、それが1906年のこと。以降、福知山から出雲市の区間は、霞を境に、山陰東線と山陰西線に分かれて工事を始め、浜坂から霞の山地形ゾーンを最後に回し、1912年、福知山から出雲市までが開通しました。そういう悠久の歴史を口づけするように愛し、暖炉の火に当たるように懐かしみたかったのですが、真っ黒に塗りつぶされた夜の車窓を味がしなくなったガムのように噛み続け、そうしているうちに高速化事業の傍ら産み落とされた21世紀の車両、キハ126系が向かいに止まる。1978年に高架化された立派な鳥取駅に滑り込んでいました。今のところ、山陰本線に見出してるレトロさ、キハ47がボロいくらいしかないのでは？事実そこだけ泣きんでてボロッボロなんだけど、とにかく、もう今日はこれ以上身動きが取れないので、この鳥取近傍で一夜を明かすことにします。発車案内も、本日の運転は終了しました、と、案に改札をとっとと出ることを命じているので、そこまで言われたら出るほかないです。出ます。出る！出ちゃうのー！県庁所在地ということもあり、ストレス多き現代社会に沿った温かみのある改札が備わっています。2025年からイコカの導入に伴い、無機質で機械的な改札に切り替わるそうですが、とりあえず今日はもうしっこ出して寝ます。明日こそ乾燥してやるからな。乾燥したいので、運休しないでください。安全第一が何よりっちゃ何よりですが、私も心の安寧が欲しいのです。おやすみなさい。カメラを盛大に落とした。壊れたかも。ちょっと鳥取砂丘に深い穴掘って600年ほど埋まってきていいですか？ダメですか？あっそ。おぎゃー！ズームするとピントがぼやけますね。それ以外は撮影上は問題な詐欺なんですが、火や手ぶれも聞きにくくなってるのかこれ？ほとんど何も信じられなくなってます。まあ、帰ったら修理に出そう。瓦礫を吸い上げるトルネードのように増幅した不安、特急列車が払拭してくれるでしょうか。ってわけでまずは特急スーパー沖に乗って、島根県西部の増田まで一気にぶっ飛びます。ここまで山陰本線ばかり気にしてきて、本来の趣旨が頭からすっぽ抜けてますが、これ終点まで乗ったら、新山口にぶち当たるので NG です。途中、増田までお世話になる車両は、キハ 1-7 系。全面デザインは、速達性のかけらも感じない、非常に前衛的な見てくれですが、こんななりでも、山陰本線の高速化事業の下で導入された、21世紀に産み落とされた、由緒正しき特急列車です。しかし21世紀ばかり共同していては、20世紀梨を売りにしている鳥取県の顔に泥を塗るからか、20世紀梨と梨の花を申し訳程度の車体に添えて、期限取りをしているようです。どの道2両しかないので、さっさと座席確保に向かいましょう。内装は取り立ててどうということもないです。京阪新地区の特急に迎合したんだなって感じ。高速化それ自体は朗報なのですが、特急でさえ、鳥取、島根の横断に3時間半もかかるので、まったりな、急がず焦らず行きましょう。9時8分、鳥取を出発。次は鳥取大学前。キハ 1-7 系は、偉大なるローカル線に、いつかわしくなく、超絶ハイスペックな車両でして、その特徴の一つに、おぞましく加速が鋭いという点が挙げられます。例えばキハ 4-7 は、1両あたり 330PS のエンジンが1台、って感じでしたが、キハ 1-7 系は、450PS のエンジンを、1両に2台搭載。単純計算で、3倍弱の性能です。キハ 4-7 を大きく引き離すばかりか、そんじゃそこらの電車にも負けない加速度で、スーパー、沖の名に恥じない、たくましい走りを見せてくれます。スペルバ沖。鳥取を出発して、まずは景気づけに、新袋川と千代川の合流点を渡ります。この新袋川は、大正時代の幾度とない洪水で、鳥取市街地が水浸しになった過去を受けて、昭和時代に開削。その西にある千代川も、決して物静かな川というわけではなく、稲葉の国の暴れん坊という、30年こすられてるローカル CM のタイトルみたいなあだ名がついたとか、そんな暴れん坊も、キハ 1-7 系の手にかかれば、一切ひるむこともなく越えられるもので、ちょちょいっと対岸の古見地区へ、開通時は先ほどの古見地区の辺りに仮停車場があつらえられたそうです。小山駅を通過しています。かつてはここが鳥取大学の最寄り駅として、大学生のリスポーン地点たる繁華を極めていましたが、大学から遠い通学時に混みすぎなど、誰も得しない位置だったから、小山駅からわずか 1.3km 西側に西小山駅なる仮称で工事を進め、1995年、この奥まった狭いスペースに鳥取大学前駅が爆誕しました。特急停車駅には到底見えない一面一線の華奢な防線駅ですが、現在は多種多様な特急を含めて全ての旅客列車が止まってくれます。スーパー沖3号も10年前までしぶとく通過をやってのけていたのですが、2014年のダイヤ改正で全部の特急が足止めを食らう羽目になり、スーパー沖3号もその浮き目に遭いました。しかし、的確に需要を拾い上げてこそスーパーなのだよ、爆速なだけではつむじ風のように煙たがられるだけさと、さながら稲葉に向かわんとした白ウサギを助けた大国主の御事のような優しさを持つ、それがスーパー沖。ちなみにその稲葉の白ウサギの聖地はこのすぐ先にあります。山陰本線の爆速列車から眺める分には何がどう聖地なのかさっぱりですが、ところでこの特急列車が爆速たるゆえんはクソデカエンジン以外にもございます。その一つが振り子。これは信濃でも体験したものですが、遠心力を使って曲線の内側に車体を傾けたり、そのデータを記憶して高速運転を可能にしたり、とにかく高速化というだけあって、車体のこだわりようもそれ相応にがちってます。のんべんだらりと腰振り子しているわけではございません。鳥取大学前から25分、倉吉駅に到着です。かつては上井駅と名乗った旧上井町の中心部、旧倉吉町の住宅街はここよりもっと南側に広がっており、いわば倉吉町は山陰本線からのけものにされている構図でした。なぜ山陰本線が倉吉の中心部を離れているかについては、どうせありきたりな紋切り型でつまらん鉄道機器のムーブメントもあったとは思うんですが、やっぱり主な理由としては工事費を削りたかったからっぽいです。一応、もっと海岸沿いキワキワを通る案も、倉吉市街地を通る案もあったんですが、お財布事情とにらめっこした結果、この上井町を通るのが最善だと考えたそう。実際、ここの工事に取り掛かったくらいのタイミングで工費が足りなくなってるし、ちなみに地元住民が山陽と結びつきたかった分、山陰同士の連携はどうでもよくなったからと理由付けもあるらしいのですが、もしそれが本当だとしたらやっぱり陰キャの烙印を押さざるを得ません。文化祭とか冷笑してそう。しかし倉吉の住民としては内陸部をなあなあにされては腹の虫が収まらないので、山陰本線の全通と時を同じくしてここから南部の市街地に向かう倉吉線が伸びたらしいです。倉吉駅は長いことその倉吉線に置かれていました。かくして鉄道拠点たる北部の上井地区と鉄道発展に遅れを取った南部の倉吉地区がダクラマカン砂漠のように無限に続く灼熱の大喧嘩を繰り広げるに至りました。倉吉地区は交通の拠点を上井地区に求めないことには活路を到底見出せなかったけど、肝心の上井地区は桶狭間の戦いで大敗を喫した今川氏のごとく、倉吉も落ちぶれていい君だと倉吉の状況をせせら笑って尻に敷き、倉吉ならぬ倉道屋だなと言ってました。しかしそれも合併するまでの話。合併するなら後越同州、互いに手を取り合って発展しようと相なって、1972年、長らく上井と称してきたその駅は、倉吉なる名前を冠するようになりました。一方の倉吉線の倉吉駅は、これを機に、宇津吹駅に改称されましたが、その十数年後に、路線が丸ごと特定地方交通線の仲間入りを果たしたので、かつて倉吉駅と名乗ったその駅も、廃線でもみくちゃにされ、バイパンはもみもみくちゃくちゃにされ、現在は特急停車駅としての倉吉駅が、その矜持を保つのみ、倉吉線が消える前に名前を変更したおかげでなんとか面目は保てましたが、名称の弱肉強食もいささか血生臭いと感じられる次第です。次の米子までの間は左側に大山が広がる絶景らしいです。眩しいしクソが濃くだから見えない。反射が怖いんですよ。しかし反射はもっと怖いです。なので想像で補ってください。さてあの大山ですが、日本を魅力的に仕立て上げる日本遺産に登録されています。世界遺産に比べたら響きがローカルですが、文化庁のお墨付きなので名声はお見事。あと、大体100件前後に収まるように登録されているので、どこぞの珍百景のように自己満足の百景高とはなっておりません。で大山は、そう多くは残ってない不時の出雲の国のやつにも、日の神の竹なる名前で綴られており、石川県から土地をつなげ手繰り寄せるとき、この大山が杭の役目として加担したといいます。交奪も神格化してしまえば、ここまで美化できるもんなんですね。そこをずずずっと進んで、伯耆大山駅へ。伯備線との乗り換え駅ではあるんですが、ちょっと特例がございまして、伯耆大山から米子の区間だけは、伯耆大山を通過する場合のみ、折り返し乗車して OK ってことになってます。当然、伯耆大山をさまつな駅だとみなして通過する、こういう決体な特急列車のための措置ですが、米子市河岸中にないスーパー沖からしてみりゃ、知ったこっちゃありません。ついでにこの伯耆大山から、山陰本線としては久しぶりの電化区間に入るのですが、こいつは筋金入りの気動車である以上、電化とかもどうだっていいようです。で、なんでここが電化されているかですが、それを述べるには、伯備線を語る必要があります。伯備線は、旧国名から取った路線名にたがわず、伯耆大山から鳥取岡山県西部をひたすらのたくり、終点の倉敷駅まで中国山地をかき分けるように敷かれた路線です。カーブの量はおぞましく多いので、大都市路線に慣れきった民としては、ふざけた線形に見えますが、これでも、山陽山陰の連絡線としては最短ルートです。というより他路線は中国山地に X を描くように両端をつなぐというもっとふざけた線形してるので、線形としては B 級未満でも相対的にはトップに躍り出ちゃうんだよな。これがしかも倉敷から山陰本線を東に行けば岡山という新幹線がパコパコする駅にもたどり着ける。いわば交通の便がクソまみれな岡山の県北を盛り上げるには伯備線しか手がありませんでした。となると山陰本線のこの区間も脚光を浴びてきます。というのも鳥取島根の県境付近には国定国立県立の様々な公園があり、かつ立派な温泉街があります。途中この列車も玉造温泉に泊まるくらいですし、それに県庁所在地の松江も通るし、米子だって大都市だし、とにかく電化のメリットは絶大。もはやささくってる場合ではないので、山陰本線に関しては一部複線化という出血大サービスもこなしつつ、伯備線に加え山陰本線の西出雲駅までを電化することに決めたのです。出雲市の1個先、閑静なはずの西出雲駅まで電化させてるのは車両基地の都合ね。とにかく電化を迎えた1982年以来、あまたの旅客に虹色の物体を吐かせてきた特急やくもに加え、存在そのものが観光地化しており、チケットの確保難易度はディズニーを超えるであろう。サンライズなど電車特急が矢継ぎ早にやってくる凄まじき特急街道へと大化けしました。そんなこと言ってるうちに米子に到着。境線と合流するのは米子、デカイン系をドッピューするのはオナホ。向こうには5年ほど前から置かれているという米子のフォトスポットがございます。猫の鳴き声と駅名をかけてダジャレのセンスに関してはインターネットミームでニチャニチャ笑うような我々にギャグの審美眼など皆無なのでクオリティの言及はしませんが、とにかく名実ともに駅の看板と化したインスタ映えスポットなだけあって、時には1枚でも写真を撮らんとくんずほぐれつキャットファイトのように争奪戦が繰り広げられるとか。ところであのフォトスポットは0番線の向かい側1番線にあります。で、その0番線こそ、山陰本線の先駆け、境港方面の境線が打ち出される駅。0番線も、米子に負けず写楽採用で、ゲゲゲの鬼太郎にあやかって、0番線とか呼ばれているらしいです。こうもとろ火のいじりが続いては、米子特産のネギのように、駅舎を真っ白い目で見たくもなりますが、地域おこしに成功している以上、無別の目を向けることなど、到底できません。そのまま西に進んで、島根県の安来市に突撃します。スサノオノミコトが、僕の心が安心した、とか言ったせいで、安来とかいう地名になったこの場所は、その穏やかさから外れることなく、安来市は、土壌すくい踊りの聖地だとか。なんでも、この界隈の若者が土壌を当てにして、廃盤狼藉の酒盛りに勤しんでいたところ、土壌を救う時の一挙手一投足を真似ては、それを即興のお笑いダンスとして披露したとか、もうすでに悪酔いした大学生みたいなノリで少々弾けますが、これが江戸時代から流行っていた安来節とジグソーパズルの凹凸のように親和性が高いもので、安来節の土壌すくい踊りは大正期に隆盛を極めていき、安来市のキャラクターでさえも土壌すくいがモチーフになったとか言います。都知事選並みの地味猛量たる模範的悪ふざけが、まさか伝統的舞踏へと変わろうとは、当時、土壌を囲んだ若者でさえも想像だにしていなかったのではないでしょうか。うなこと言ってたら、八雲号とすれ違いを果たします。白尾線を彩る最新鋭の振り子式特急として、電化時に大手を振って導入されたあの列車も、懐中時計を胸ポケットから取り出すように、いつまでも国鉄仕掛けの列車を溺愛するのもはばかられたか、今年、主役の座から退いて、273系と称する新型列車に置き換わったらしいです。なお381系は信濃としても活躍しました。JR 東海のねみつけですごすご引退したけど、国鉄ファンからしてみれば、ボーダの涙に値する惨事なのかもしれませんが、レトロを担ぎ上げるにも、数十年の技術進歩をないがしろにするのも、鉄道車両としては、ほころびが生まれるようです。で次は松江。言うまでもなく、島根県の県庁所在地です。言うまでもないとか言っておきながら、島根と鳥取の位置関係すら混同する人は、泉のようにどんどこ湧いて出るので、中国地方を取り囲む混沌とした空気は、対馬海流のようにとめどなく流れております。もう松江までの道を急ごうというところで、北側にのっそりと中海が顔を出してきました。島根と鳥取の県境にまたがる境水道を通じて、日本海と西側の大橋川を通じて、宍道湖と繋がっており、豊富な資源をもってして、スズキなどを招き入れている広い湖です。全国5位の面積を誇っており、かつラムサール条約にも登録されていますが、その実態は、親のすねをかじって生きるように、日本海と宍道湖に頼る、ウドの大木たる面持ちのようです。かつて中海で採れた赤貝を復活させるべく、ピグマリオンのように多滅すが滅、養殖に勤しんでいるそうですが、窓まで締め切ったナードの万年箱よろしく、近年は、湖の酸素量が著しく減っているようで、なかなか改心は難しく、一筋縄ではいかないご様子です。うなこと言ってたら、松江にたどり着いてました。松江があるのは島根、マンコにするのはチンハメ。曲がりなりにも県庁所在地のはずなのに、この駅を滑る路線が山陰本線しかないので、駅前の繁華な様はわかりますが、なんか裏悲しさを感じます。ところで、松江までの区間を含む、米子から出雲市の建設過程を語っていませんでしたが、お察しの通り、関営鉄道の手によって敷かれております。やはり、私鉄の出る幕は、そうそうないですね。で、せっかく鳥取県西部から苦節が始まった割には、島根東部に鉄道がやってくるのは少し遅めで、境港から御厨屋の開通が1902年なのに対し、米子から出雲市の開通は1910年でした。これは昨日の鳥取行きの車内で語ったことですが、堺から和田山で堪忍してやろうとした敷設計画を、1906年という瀬戸際にもなって、山陰縦貫線という名目が浮かんできたから、ただ、島根県としても鉄路を手繰り寄せようという気持ちはかなり強かったようで、西岸運動は1899年に松江市の住民が上京して以来、寄せては返す波のように何度も行われてきました。ことに、境港伊東が出来上がった1902年は、西岸署と意見署の両方でイチャモンをつけており、対岸に鉄路が敷かれているというのに、こっちにはおこぼれのかけらもないなら無理もない。それだけに、鉄道が来た時の祝賀ムードは凄まじく、かつて湯町と名乗ったこの駅では、開業日には門を築き、花火を上げ、出汁が練り歩くという、どんちゃん騒ぎも甚だしい代物でした。ところでこの駅の近くには玉造温泉という、二成系漫画でしか見なさそうな温泉が存在しており、その温泉が発展すれば、駅も発展する、いわば運命共同体的なつながりを持っていました。とりわけ戦後にかけて、国策として観光が猛プッシュされるようになったので、湯町と名乗ったその駅も、発展をメダルで表せば金、玉造温泉へと、1949年に改称しました。そこから一駅行って木町駅、首を長くして行き違い列車を望んでいます。名実ともに木町。名実を堀金玉鎮。この駅には、さもありなんといった具合に、石がドスドス置かれていますが、それはこの辺りから、木町石が産出された歴史を受けてのことです。木町石は、灯籠や石碑に用いられているのですが、質の高さはず抜けており、江戸時代に入ると、そこに目をつけたか、松江藩の許可なしには、輸出ができなくなったらしいです。どうせ重商主義を愛した頃のイギリスみたいに、保護貿易にでもひた走ったんじゃないでしょうか。とにかく、加工のしやすさや日本庭園向けの材質が手伝って、江戸後期には市民権を随分得てきたようで、各地に輸出されていったと言います。ジャパンを求めて京都に群がる外国人さんよ、根源的ジャパンはここにあるのだよ。だからこそ最近は山陰に行く外国人も増えているっぽくて、なんか、ちっちっちと左右に振ってた人差し指をポキンと折られた感じです。で、松江から宍道で北側を向いてみると、息を飲む絶景とでも言うべき宍道湖が見えてきます。なんだこの色合いは、雨が降った次の日の神田川と同じ色してますけど。で、この宍道湖といえば、しじみがドゥルルって頑張る漁業。取れるのは基本的にヤマトシジミで、日本の漁獲量のうち半分近くを占めています。しかし、実るほど神戸を垂れる稲穂だろうが、宍道湖のシジミ漁獲には厳しい規制があります。まず一般人が取れないのは当たり前です。常識的に考えて、他にも、1日の漁獲量は1人90キロ程度まで、なおかつ、週4で3時間までしか取っちゃダメ、と、宍道湖の美しさの裏には、食物連鎖のピラミッドに懸命に介入する人類のたゆまぬ努力があるのです。ところで宍道湖は、夕方に通ると夕日が美しく、日本夕日百選にも選ばれています。山陰本線の美しさを飾るの模様とは、ちょっといただけないですが、そもそも、陰雲から降り注いだ雨のせいで、宍道湖がこんな地獄みたいな色合いになってるだろうし、もういいなんて信用なりません。陽キャになります。陽キャはこんなボイラ動画なんて見ませんね。さようなら。そういえば宍道湖の案内は、普通に車内 LED でもされるので、ここまで行くと、画面端でがべってる私の存在意味が不明になってきております。どうせ、私なんて尺稼ぎのバンコティラミスのオーケストラだと思うんですよね。とか言ってたら、出雲市駅に到着。サンライズ、ヤクモはここで息絶えます。県下第2の都市なので、一畑電車の北松江線も伸びております。2位の人口を誇る都市で最高なのですから、1位の都市には6路線くらい乗り入れていることでしょう。んでこの出雲市には、一畑電車とかの他にも国鉄大社線が乗り入れていたようです。文字通り、出雲大社から近くも遠くもない大社駅までを結ぶ7キロちょっとの路線でした。旅客が少なくて、特定地方交通線に指定された中でも、輸送密度は2000を超えていたんですが、大した距離でもない盲腸線だし、出雲市から出雲大社までのバスが出てるし、そもそも出雲大社から1キロ以上離れてるのに、どの口で大社と仲間ってるのかと相なって、にべもなくバス転換されるに至ったと言います。週末の異名が神無月というのは、出雲大社に神々が集まって、他の地域の神が不在になるから、それゆえ出雲では、10月を神有月と称すると言います。しかし大社線は、神に見放されるどころか、人にすら見放された悲しき路線、神無線だの人無線だのですら生ぬるい、人手なし線たる存在だったようです。さて、西出雲駅も抜けたので、再び非電閣間に入ります。ここまで来ると、左手には瞬間な切り立った崖、右手には全てを飲み込むであろう大海が待ち構え、ここの敷設は生優しいものではなかっただろうと、素人目に見てもわかります。そんな山陰本線の出雲市から浜田の区間は、浜田線という呼称で敷かれていきました。着工までには、ちょっとだけ、地域住民の小突きがあったようです。その契機は1908年。当時、山陰縦貫線の思惑は確かにあったんですが、鉄道敷設法の第1期線に入れるほどでもなかったし、第一、他の区間の敷設で大忙しでした。だから、地域住民がコツッと、出雲市から新山口までの線路をくださいと、衆議院と貴族院に足しげく通い詰めたところ、1911年にはすんなり、浜田線が第1期線に加わりました。よく考えたら浜田までの区間だと、山口県が完全にのけものにされているのですが、そこはエゴイズムの精神を手のひらの上で転がして、のらりくらりと黙殺したのかもしれません。ミケランジェロだって、ダビデ像の鼻にイチャモンつけられた時、エゴイストの精神を巧みに操り、鼻を削るふりだけしたとか言いますし。なお、浜田までの開業は1921年、10年かかったのは工事トラブルゆえ、土木的なトラブルもあったんですが、いかんせん、第一次世界大戦のせいで、貨車を、船をください、くださいって感じで、資材が全然来なかったので、工期が伸びて、請負業者とのすり合わせも厳しく、賃上げしても鳴かず飛ばずの釣れない雰囲気で、地形だけじゃなく、人間的にも、白目をひんむく高難易度の敷設だったようです。とか言ってたら、とっくの塔に羽駅を通過してました。由緒正しき出雲の国は塔に過ぎており、この羽からは、石見の国に突撃しております。石見といえば、石見銀山、なんて考えは、あまりにも普遍的かもしれませんが、次の特急停車駅の大田市駅も、水戸黄門が印籠を突き出すように、石見銀山を猛プッシュしているので、普遍的だからどうとか言われる筋合いはございません。知ったかおら、普遍的だとつまらんと一周し、個性的だと空気を読めと一周する人類ども。そういえば、石見銀山の最末期は、銀山と言っておきながら、銅の採掘が中心で、採掘量の 97% が銅だったらしく、金の割合は 1% にも満たなかったとか言います。でも、最末期というからには、山陰本線で資材運搬をしたんだろと勘ぐってみたくなりますが、山陰本線の大田市駅が開通して10年しないうちに石見銀山が閉山しちゃったんで、鉄道と鉱山資源のタッグはついぞかなわなかったんじゃないですかね。なんで閉山したのかというと、銅の価値が暴落したのも理由の一つですが、掘りすぎたせいで鉱脈が地下深くに沈んでいき、そのせいで地下水とぬるま湯が噴き出して、牢屋が群がるサウナのごとく高温多湿の地獄絵図になったんで、作業も採算取りもままならないという具合で、1923年をもって閉山という風になったらしいです。要は、奥までズブズブして絶頂した結果、青函帯が青函帯じゃなくなった上、ガバガバになって閉経したってわけですね。以後、君子危うきに近寄らず、君に生すぎて近寄らず、20年くらい、誰も手をつけなかったのですが、1940年頃から、再び採掘を目論んだと言います。久しく高ぶってこなかった石見銀山をもてあそんで、ほれほれここじゃろと開発したかったのです。しかし、石見銀山はパンドラの箱のようなもので、いざ着手した再開発も、愚かな人類を見限ったなあの箱舟のエピソードのように、槍のような雨に見舞われて、大水害が起こり、再開発はほとほとする気がなくなりました。玉手箱の蓋をこれ以上開けてなるものかと、しかと胸に刻んだようで、開発は断念し、文化遺産観光資源としての資質を見出し、2007年の世界遺産への登録につながったとか。結局パンドラの箱の底には移行という唯一の希望が残っていたようです。いや、パンドラの箱と絡めたストーリーはオチがつけやすくて使い勝手いいな。疲れちゃったので一気にゴーツの手前まで来ました。このゴーツから広島県北部の三好までを結ぶ3号線の廃止は記憶に新しいですが、その出来事は2018年と実に6年前。時が経つのは早いものです。そうやって時が経つのは早いとかこぼしてるうちに人間は死んでいきます。余韻にすがって生きていると後悔のうちにあだ花を散らすものだよ。で、そのゴーツ駅の手前でゴーの川を渡ります。ゴーのものにふさわしい川幅に違いはなく、中国地方の河川としては最大です。このゴーの川は最大級の河川ということもあり、渡船場が至るところにあったようで、その数で言うと約50個にも上ったと言います。それだけ渡船場がある上に中国山地を縫って進むから、トータルの長さも蛇行の頻度も大したもので、登るときは3日がかり、下るときは丸1日。河原を歩きながら船を引き上げる浜引きなるものも、河原が左だったり右だったりで大変。大河からうまい汁だけ吸おうなど、断固として許さんという面構えです。で、江津駅はその江の川を渡ったすぐ先に凛とした面持ちで佇んでいます。鉄道がやってきたその当時は民家が数軒あるだけの寂しい漁村でしたが、開業するが早いか荷物屋率いる数々の業者が池の鯉のように口をパクパクさせながら群がり、荷馬車が駅前に来るものだから運送店も倉庫も越してくるし、同じく越してきた木炭会社は枕木を取り扱うようになったし、あらゆる面で鉄道の恩恵に良くしてきたもので、にわかにつぶさに活況を呈したといいます。海側には工業団地も立ち並び、閑散たる面影はもはや感じません。まあ、発展はいいことですが、対象として、みだらなことを考える人も多いわけで、風俗嬢に近しい人とかが駅付近に出没するようになったんですわ。TikTok のダンスにも被験する下劣さを、県内のあちこちに普及させるのは恥と捉えたか。大正時代には、このゴーツを遊郭指定地に認定しろと、島根県知事に請願書が送られたらしいです。鉄道で栄えていった、ゴーツ周辺を取り巻く発展の、表面と裏面を見た気分です。そういうことは駅前という表だった場所じゃなく、裏垢みたいなところでやった方がいいと思うな。そういう秘密基地じみた場所で見る方が興奮するし、橋駅にも止まっていたような気がしますが、取り損ねました。なので、その次の停車駅、浜田からお送りしております。この浜田市の漁港は特定第三種漁港という、水産業に超重要かつ大規模なものとして認定されており、のどぐろをはじめとした多種多様な水産物がやってくる、島根県随一のクソデカ漁港です。特定第三種漁港については、石巻、焼津、福岡と並ぶと考えると、その凄さはわかるかしら？そういう水産業のメッカがゆえ、鉄道で魚が運ばれたらしいですが、お魚を断速列車で輸送しても、到着した次の日の市場に出せれば大文字。それでは品質が下がってしまいます。現在の動画の画質くらい下がってしまいます。そういう理由で価格が落ちて嫌だったのですが、1954年に鮮魚専用の列車が運行開始。そうなれば、到着後すぐ売りさばくのも夢ではなくなり、水を得た魚のように近畿弱薬。木によりて魚を求むように不可能だったものが可能になった喜びか、その一番列車が運行された時、浜田市から乗務員に向けて花束が直々に贈られたといいます。そういった点では、浜田市がいかに鮮魚の列車を待ち焦がれていたかは想像に難くないでしょう。ですが、山陰本線のほとんどの区間からは悲しきかな貨物列車は消えてしまいました。モータリゼーションと言われたらうなずけるのですが、太平洋ベルトが筋骨隆々すぎると言われたらそう。ただ、その太平洋ベルトが満身創痍になると大変なことになります。っていうかなりました。それが2018年の西日本豪雨。その豪雨で山陽本線が虫の息になったので、代わりに山陰本線を通すことにしたのです。増田から新山口では山口線を使う予定でした。ここだけ聞くと、高尚な鉄道ファンは、掘れ迂回路が必要なんだぞと、言語の根本を疑ったソシュールのように、大動脈の根本を疑って、ローカル線の型を持つのでしょう。迂回路を残しておくことは、私も別に否定はしません。ただしそれが使えればの話ですが。というのも、山陰本線については、そもそも JR 貨物が車両を走らせる免許を持ってませんでした。人生で言えば、まだスタートラインにも立ってない、むしろ親が姿の輪郭で立っている段階でした。で、免許を得てきても、残存数が多くない、TD51 なる機関車しか通すことができない。ついでに設備も貧弱で、貨車7両を1往復させるのが関の山。あと、乗務員さんの訓練にも、時間をかけないことには始まらないので、結局、山口線、山陰本線での迂回運転が始まったのは、被災から1ヶ月半後、しかも、輸送量は、通常時のわずか 1%。そういうわけで、大活躍を見せるはずだった山陰本線も、鉄道輸送って柔軟性がないっすね、という、かえって鉄道に逆風を吹かせるという、皮肉な結果になりました。ローカル線が大見えを切っても、陳腐なものよと一蹴されて、最後まで、蔑みの荒波に揉まれるとは、なんとも悲しき予定調和です。で、そんな浜田から増田の区間については、増田線と呼ばれたのですが、敷設に関しては、浜田線に輪をかけて時代が下り、1920年前後の敷設となります。もう聞き飽きてるかもしれませんが、これも関節です。パッとしないですね。しかしずっと断崖絶壁を通ってるくらいなので、特にこの折井近辺の敷設難易度は地獄クラスで、当時は周辺道路すらもない、孤立無援の状態でした。一匹でにちゃっと生きってるお前みたいな感じで、そうなってくると、物資運搬を海に頼るほかありません。それならまだ良かったんですが、護岸工事さえも海の上から行う羽目になったので、日本海がへそを曲げて竹り狂った日には、資材運搬どころか作業もストップするという、陸上交通を整備するというのに、ほとんど海に首輪をつけられている状態だったといいます。他にも、地質が悪すぎて何度となく勾配を変えたけど、その度に地層が崩壊した箇所もあったので、ここまで来ると浜田線の類が可愛く思えてくるものです。結局、増田線の開通は1923年を迎えてから、浜田線よりも2年ほど後輩となりました。とか言ってたら美保三角。合併で三角町が浜田市に吸われたので、まだ浜田市から抜け出せていません。豪傑特急を15分走らせても横断すら叶わないあたり、いかにも L サイズのピザみたいなボリューム感ですが、大変残念ながらこのすぐ西の増田市は島根県一巨大なので、上には上がいる仕様。長いこと乗ってきたのに、まだ前哨戦に過ぎなかったようです。ところで、この美保三角駅ですが、なんとはなしに駅前工事をしていたところ、古墳っぽいものを掘り当てて石材が見つかったという逸話があるとか。ただ、工事を始めた以上は足踏みしたくないし、ヤフコメみたいに口は出すのに金も解決策も出さないめんどい人もいなかったため、とりあえず掘り出した石材だけは運び出し、屈託なく工事を完成させたとか言います。この遺跡を八の木古墳と呼んだのですが、もう近辺に遺構が残ってない以上、八の木古墳は消滅したって扱いになってます。それっきり話題に上がることも、何かしらの軋轢も一切なく、今に至っています。語り得ぬものについては沈黙せねばならないと、ミトゲンシュタインは言いましたが、語ったら面倒くさくなるものについても、沈黙した方がいいのかもしれません。こんな面倒くさい旅動画を3時間半も垂れ流してるお前が言うな。そうですね。うんこ。車両の主眼が高速化という以上、トイレまで意匠を巡らせてる雰囲気はなさそうです。トイレも高速で終わらせろという意図で、半畳未満のスペースしかなかったら面白かったのですが、あと、編成の中央部には意味深なスペースが置かれています。こういうスペースには公衆電話が置かれてたってのが定石ですが、ここはもともと喫煙スペース、吸い殻入れとおぼしき部分が塞がれた痕跡があります。現代だったら絶対何かしらの団体が怒鳴ってくるであろう、大変風通しの良い空間です。ただここを伽藍堂にするのも民間会社の流儀に反するからか、寄ってらっしゃい見てらっしゃいと言わんばかりに、宣伝を兼ねた立ち読みスペースへと化けているよう、特急を使う富裕層ならもっと乗ってくれるだろうと胸の内を明かして宣伝する方法、金払って広告を消すタイプのスマホゲームとはまるで真逆をいく画期的なスタイルだと言えます。そうやって冠山山地の北側を爆走していたら、ようやっと増田に着くっぽいので降りましょう。増田駅に到着です。スーパーオキはここから山口線をとことんまで南下して、終点の新山口駅まで行き上がります。だから名残惜しいですが、たくましき増田小栗の特急列車は増田駅で乗り捨て。ところで昨晩、鳥取行きのキハイ47の中で触れましたが、山陰縦貫線の目標は山口に至る路線。だから山口線は実質山陰本線の一部って立ち位置と言えるかもしれません。結局山口線という名前で敷設し竣工し絶頂したから、山陰本線には目もくれなかったけど、じゃあ増田以西の山陰本線はどうなるんだって具合ですが、それは後で語ります。ただ、ここからは余部橋梁エリアを凌駕する、本数が虫の息でさえ生ぬるいレベルへ溶かすゾーン。乗り遅れたくないし、あとお腹も空いたから、ひとまず改札外で待機しておきましょうと思ってホームを歩いてたら、なんかいました。何これ、絶頂してる南京フェチ。そんなんじゃなく、ガキの元の人丸な像らしいです。日本最古のツイートまとめサイトこと万葉集に大量に歌を掲載したガキの元の人丸は、この近くの島に自生の句を残したことから、増田で人生を挽されたという説があるとか。だからといって、あんな展示のされ方じゃ、ほとんど貼り付けの刑だと思うのですが、私も他人のことは笑えません。乗り継げなければ、増田駅にことごとく幽閉される。それを許してはなりません。30分の待ち時間を経て、次は普通、長門市行き。これ逃したら次は4時間後の以上、迂闊な立ち回りはできないので、駅構内のセブンイレブンに駆け込んで、おにぎりむしゃむしゃしてました。今回、よくセブンイレブンに助けられてますね。とにかく美味しかった。車両はキハ40の炭鉱列車。たらこ色と呼ばれている車体なだけあって、その活用幅はたらこ並みに広く、遠く離れた兵庫県で乗り回したはずの顔の車両が、ここまで逃亡しても待ち構えております。ところでたらこって、スケトウダラの卵巣でしたっけ？子宮を押したらドアと股が開いたので、卵巣にぶっ込みましょう。ぼっちなので、ボックスの形をなしてない座席に座ります。足を広げようものなら、M 字開脚待ったなしの素晴らしい座席です。13時12分、増田駅を出発。ここから、山口県の長門市駅まで向かいます。ついに山口入りするので、クライマックス、膣に口を入れるのはクンニリングス。で、山陰本線のうち、山口県の長門市まで、を語る前に、その手前の萩までをあれこれ言います。この区間は萩線と呼ばれており、ちょっと、プライドのために敷かれたところもあります。だって、山陰縦貫線の役目としては、山口線で完結してるんだもん。でも、山陰本線を歌うくらいなら、とことんまで日本海に付き合って、山口県北西部の連中に、岡長期を見せてやろう、そう意気込んだのもあったと思われます。18世紀のバスティーユ牢獄を襲った市民のようにロマンに突き動かされる様は壮観ですが、ムカデ競争のように父として完成は1932年と山陰本線の中では一番遅いもの。ヒーローは遅れてやってくるとは英雄がその腕力よりも愛用している言葉ですが、傾向となるも救護となるなかれとも言うので、そういうこと言ってる奴らはただのケツなナルシストです。この増田市街地の地形は見ればわかる通り平坦ですよ。でも土地の砂が細かいし、おまけにとてつもなく乾燥しやすかったので、築堤の材料は2キロくらい遠くの場所から運んできたとかいうらしいです。その程度だったらいいんですよ。土木工事、砂地、夏場、何も起きないはずがなく、あまたの作業者が、ほらこんな現場嫌だと、吉幾三のノリで参戦を拒否したので、シャムのオフ会のように人が集まらず、進捗は絶望的なものになったといいます。あとこれは定番ですが、川の工事もきつかったようです。砂利まみれで湧き水が多い性格については基礎工事次第でなんとかなったのですが、天気を懐柔させるなど都合がいいという感じで、ちょうどその時に懐柔のように天候が覆われ、最高水位が5メートルを記録した洪水に見舞われたので、本当にやってらんなくなりました。そういうわけでこの増田近辺でさえ意外にも不設には手を焼いた区間だったとのことです。地形が平坦なら余裕といった常識をいともたやすく打ち破るこの山陰本線、油断大敵の理念を心の底から思い知らせる偉大というか絶望のローカル線です。特急列車で海沿いを爆速でかっ飛ばすのも旅情が泉のようにあふれる良きものですが、キハ40に尾行をくすぐられながら一定のリズムで揺られ、空空バクバクたる海の向こうをなんとはなしに眺める、そんな旅もまた青春を感じさせるものです。そんな具合で特急の雰囲気などさらさらない普通列車の見本市といった情緒ですので、明々白々明らかに18キッパーがいます。いる、私の勘がそう言ってる、絶対いるから、これでいなかったら10年間エビ天食えなくてもいいよ。そんなこと言ってたら江崎駅に到着です。ここから山口県の萩市に突入。ここまで来たら他の自治体をまたぐことなくそのまま萩市を横断するわけではなく、がっつり阿武町を経由します。その阿武町に居を構える総合川橋梁を経由。工事中暴風雨に基礎がさらわれたとか、90年前の割にはスリムな鳥居を横に並べたような設計とか、たかだか 200m 余部橋梁の5分の3程度の長さしかないくせにエピソードはつきません。とりわけ特筆に値するのはこの橋梁のコンクリートを固めるにあたってはベテランのクソガキが活躍したという滅多に聞かないエピソードもございます。現代のおがき様におかれましてはフィルタリングをご利用しで突破せんとする小賢しさだけは抜きんでていますが、裏若きご利用しパワーを一番求めてるのは疲労困憊の渦に飲まれた大人というものだよ。そのパワーなり体力なりは他の人に尽くすことに使いなさいな。ましてやこんなクソ動画の主張に体力を使うべきじゃないです。でそのまま阿武町をひた走り、紀尾駅に到着からの行き違い、2日かけてもまだ120キロほど残ってる雄大さに山陰本線を寄与したくなるさなかついたこの駅、こいつも阿武町が所在地です。なぜ、そこまで阿武町にこだわるのかというと、この阿武町が、あぶれ者のごとく孤軍奮闘、萩市に取り囲まれているから、一応、平成の大合併を前にして、萩市との合併協議会には入っていたんですよ。ただ、阿武町の財政は、人件費の割合が低い分、使えるお金の自由度は、だいぶ高めでした。そんな中で萩市と合併してしまうと、使えるお金の割合が減ってしまう。そこから水道料金が高くなっちゃうのではという懸念が生まれたので、萩市との合併なんか嫌じゃと言い出し、一匹狼での街づくりを目指したのでした。一応、平成の大合併には、ネームバリュー以外にも、都市規模の巨大化、効率化、整備が進むとかの、大きいなりのメリットもいろいろあるのですが、その実態は諸刃の剣。巨大化しては、きめ細かいサービスが消えるし、効率化は、非正規職員の増加につながる。だから、合併に消極的で、阿武町のように囲まれたり、飛び地ができたり、で、自治体は少なくないです。平成の大合併で広くなりましたと、南南と公爵を打たれるのも結構ですが、自治体同士の葛藤があるとか、大きいだけが正義じゃないというのは忘れてはいけません。ウドの大木の皆様からしてみりゃ、馬事興風ですか。そんなことを言ってるうちに、阿武町の中心部、名護駅を立ちます。萩阪車路が左手に見えてきました。海岸線に接する萩阪が、海外に危機感を持ち、大砲鋳造のために作り上げた、阪車路のプロトタイプです。なので、モノホンの本格的な反射炉ではない。萩藩の計画は、パイパンみたいにつるりと滑り、本格的にやれずに、処女に終わったというわけですね。でも物は言いようなので、反射炉ってことにされて、世界遺産の一部としてでかい面を下げております。しかし今さっき見た反射炉は、破損を主催に調べないとあかん状態だったので、足場とシートに覆われて、五重の塔みたいなビジュアルにされ、なんか全貌がよくわからん状態でした。さすがにローマをぶっ壊したバンダル族のように、遺構をないがしろにするのもタブーなので、致し方なし。とか言ってたら、東萩駅に停車。萩市内の中心駅です。盛況っぷりはお隣の萩駅を軽々と凌駕しており、乗降客数でいうと実に2倍以上の差をつけています。かつて優等列車が走っていた時代でさえ、東萩には特急も急行も止まるのに、萩には6すっぽ止まらないという、映画を極めた時代から今に至るまで、萩駅をぬらくらと煽り散らかす様。もう駅舎も代表駅らしくと歯切れよく言い出して、1973年にこのレトロな建造物ができたといいます。萩城を模しているその佇まいは、城下町たる情緒を感じさせるものです。でも3階建てにする必要性あったか？その次の萩駅の駅舎は打って変わってどうにもつましいひなびた装いです。資産としてはこっちの方が重宝されているようで、国の有形文化財として崇められています。それもそのはずで、開業時の1925年以来建物の外観がほぼ変わってないから、無人駅化に伴って自然に帰りかけたこともあったらしいですが、21世紀を前にして丁重に改修工事がされ、今みたいに多少は小綺麗になりました。あとついでに、ここ萩市があの鉄道の父、井上勝の生誕地なのをいいことに、駅舎の内部はこねくり回されて、井上勝とかの展示で埋め尽くされているようです。ここまでやるなら保存というよりかは、美化とか神格化といった方がふさわしい気がします。松下村塾の生徒たちは、このスタンスを一体どう見るか。萩駅を出発。さて、この萩から長門市の区間は、建設上は長門線として計画されました。誰が知りたかって？うるさい！ここまでの建設過程を想像すればわかるでしょうよ。チンコチンコ。んでこの長門線、場所がだけに、立ち位置的には峰線の延長として計画されました。まだ下関サイドの敷設の見通しが立ってなかったからね、仕方ないね。ただ、下関サイドからの工事が進み、1930年に小串、長門市は一本で結ばれるようになると、小串から萩までの区間を正真正銘、長門線と呼ぶようになったといいます。かつて峰線と年頃だった区間も、これ以上峰線ごときと付き合ってられるかと、のらりくらりとくら替えし、長門線の座を得てきました。黎明期には盟友が裏切りを果たし、この現代では廃線寸前に追いやられる峰線にも、いくらか愛恋の情を注ぎたくなるものです。だってかわいそうはかわいいから。とか言ってたら、いい駅に到着しました。ローマ字表記した時の単調さを売りにしてますね。いいだけにグッドみたいなことも言い散らかしておりますが、強愛な山々に囲まれた、おぞましく利用者数の少ない秘境駅なので、いい駅なんて誰がいいダクダクと認めたのかと、JR 西日本が怒発点をつきそうなキャッチコピーです。とはいえ地元からしてみればいい駅です。何せこの駅は、1964年製の古くはない西岸駅。この駅ができるまでは、山を隔てた先の小学校に、年齢一桁のクソガキを通わせるのは難しいからと、わざわざ小学校の分校を、こんな僻地に置いていたくらいなんですが、西岸に伴って、さっそうとこの駅が現れた以上、そんなめんどくさいことをしなくてもよくなったので、そんな手間をかける必要がなくなり、駅が作られた2年後に、分校が吸収されたようです。こうしてみると、確かに熱意を感じる良い駅なので、いいに来いよ。なんか陰夢中がうるさいですね。私なんか言いました？長門三角駅で自動信号化が竣工したという、いかつくもめでたい風采のモニュメントを横目に、峰線の貨物線だったはずの、山陰本線仙崎支線のレールと一礼を交わしたら、長門市駅に到着。やけにこじゃれた看板が眩しいです。線路が東西南北に広がる交通のグランドクロスタル駅ですが、あいにく撮影当時は仙崎方面と益田方面、合わせて15本程度の列車しか飛び立つことのない、なんとも石爆としたムードを醸しており、乗客は下車と乗り換えの分け隔てもなく、こぞって駅舎を後にして、後には新刊とした空気だけが構内に残っていました。もちろん私もうかうかしてられませんので、山陰本線の小串方面、代行バスに乗ります。滑り込んできたのは赤に気が入る YouTube のサムネみたいなバス。中国 JR バスの車両だからというのを言い訳にしたか、広島のバス、メイプループがやってきたのですが、行き先は紛れもなく小串駅です。車体上部の幕は会社名が綴られているだけという、仕事放棄の一歩手前みたいなありさまですが、運行はつつがなく行われます。15時13分頃、長門市駅を出発。そういえば、この長門市駅は、かつては商名一駅と名乗っていました。一と銘打つからには、資本主義がこの街を取り巻いていないとおかしいはずなんですが、鉄道が来るまでは、存外この付近は寂しく、屋根瓦を作る家と、地引き網で生き延びる人が、合わせて10個程度の身を寄せ合う、なんとも身につまされる地域だったといいます。ほどなくして、鉄道ができるようになると、その装いは一転し、まるでスコットランドの兵隊の行進のように、理路整然たる面持ちで、宿屋が並ぶようになりました。ただ、長門市の市制施行に伴って、1962年に駅名が長門市に変わり、山陰本線が燃えるように繁盛すると、長門市周辺の雰囲気は目まぐるしく変わって、バスから見る分には、昔日の面影を想像できない立派な市街地へと変貌を遂げております。それを象徴する立派な長門市役所の横を通ります。長門市らしさを押し出して2019年に竣工した、その庁舎は、パリッと綺麗な装いで、いい意味で長門市らしくないです。この代行バスは基本的に国道沿いを滑るように改装するのですが、わざわざ駅舎の真ん前を通ってこそ代行バス足りえるのだというのか、駅が近づくとイライラ棒でもやるかのように国道を外れて住宅の隙間を縫うように進むことが多いです。ってわけで一丸駅に到着。伏せ字表記しても伝わりそうな駅名です。で、益田を出るときに、五木の本の人丸の話をしたと思いますが、この人丸も同じく五木の本の人丸との縁が深い地域です。というのも、かつて湯屋町と呼ばれたこの地域で、柿の本の人丸が歌を詠んだのに伴って、明治末期になって、うやうやしく神社が建てられたそうです。たかがおた1個で神社を作るなど、オーバーリアクションだとあざけり笑いたくなりますが、昨今の限界オタクも、日本語になってない日本語を SNS に撒き散らしてるので、人のこと言えません。ところで柿の本の人丸には、人丸という愛称がついています。とにかくそこから人丸神社という名前が付けられ、ついでに地名も人丸呼ばわりされたみたいです。名付け親の心理的距離の詰め方が確実にバグっているであろうあだ名ですが、一人の人物を一つの駅名にまで押し上げる度胸は何とも大したものです。毎度思うのですが、このシーンはいるのでしょうか。去年の夏場で荒れ狂った末に鉄橋をぶっ壊した山陰本線を運休にまで追いやった阿波野川を渡り、湯屋湾とかの近くを通っているうちに、おい、絵が描けました。ここまで輸送密度の話をしていませんでしたが、2022年度の被災区間の輸送密度は273。かつて輸送密度が4000を割り込んだ路線は、そこそこアグレッシブに潰された国鉄最末期を考えると、この区間を残す意義は JR 西日本からしてみたら薄いはずです。ただそこは鉄道会社として頼れる JR 西日本。今年6月、被害が甚大な人丸から滝部を除いて復旧されたといいます。七転び八起きで邁進する、その姿勢からは、奥に燃えたぎる確かな熱意を感じます。そういうこと言ってるうちに、国道435号を進んでいき、地面だけ見たらチー牛の足みたいですが、その実態は、つわもの南国駅、骨董から200メートル離れた国道の隅っこに到着しました。駅に寄らないどころか、バス停らしきものすら見当たりません。もはやこの駅に資源を割くだけ、時間と燃料と体力の無駄だとみなされているようです。読みの由来はいろいろあるのですが、古語で牛を指し示した古都医が由来だとか、ちょうどここから北西部にある島、角島では、なんやかんやで牛が飼育されているというので、諸説ありという予防線は必要ですが、なかなか奥深い短所を感じさせます。そう言われてもやっぱり読めないのですが、骨董を読めずんは、鉄オタにあらざるという、謙遜してんだか喧嘩売ってんだかわからん方言が飛ぶこともあるようです。と、じゃねえや、骨董を出てしばらくすると、かつて豊北町と名乗った場所に踊り出ます。ここまで来れば、滝部駅も近い。ここまでは、繁華な都市周辺を除いて、伊豆でも海岸線に張り付いてましたが、この辺りだけは大都市でもないのに、内陸部に浮気を果たしています。長門市から下関の線路が最初に計画された時は、伊豆でも海岸沿いを通る予定だったそうですが、全体的に海岸線が切り立っている上、地質が良くないとみなされたか、正式に国鉄が敷くぞって時に、内陸を通る滝部経由のルートになったらしいです。ただ、別れ話を切り出す恋人のように、海岸線としめやかに縁を切られるはずもなく、滝部の次の停車駅である長門二見では、海岸線ギリギリのところに出る羽目になります。この辺りでは、工事に従事した人が、遭難の浮き目にあったらしく、地元住民の間では、工事の土砂を海に捨てたから、夫婦岩が呪ったんだぞと話題になったらしいです。いくら鉄道という近代文明がやってきても、住民の脳みそは守旧的なままだったようです。これあれだな、進行方向右側に座った方が、海とか見えたな。小主に到着。代行バスの役目はここまで。下校中の浦和学生の声が反響する、ほの暗い地下通路を通って、線路の下をくぐり、国道の反対側に出たら、古ぼけた風貌の小串駅とご対面。次が、いよいよラストとなります。山陰本線の下関行き、車両は、この車体カラー、曲がりなりにも首都圏色と呼ばれているはずなのに、なんで首都圏から直線距離で800キロ離れたここでも車って、鳥を飾ろうとしてんの？兵庫県内でも見た。この車内、まさか山陰本線の非電化鈍行区間をほぼ一種類の車両で完結させるとは思わんかったな。夕日を見ながら17時15分、小串駅を出発します。そういえば、増大生の山陰本線に特急列車は存在しないみたいな話をした気がしますが、最近までは観光列車って体で、〇〇の話が運行されていました。萩、長門市、下関の3つの地名の頭文字と、その地域のおもろ話が由来らしいですが、被災に伴って、今年以降は山口線や白尾線に浮気し始めたという、山陰本線からしてみれば、ありえない話がまかり通っております。で、小串の次の川棚温泉は、の話の数少ない停車駅の一つだったそうで、今映してる西側は、お手本のような田園風景ですが、東側はそれ相応の発展を見せています。じゃあ東側を映せよって？そういうマジレスに埋もれて生きるのはごめんだって言ってるだろうが、争ってないと気が済まないのか。おちんちんの佃煮。とにかく、この川棚温泉については、ちょっとした面白い由来があります。その昔、この東側は巨大な沼地で、真っ青な竜が居を構えていました。ところが、日本に仏教がやってきた6世紀前後、巨大な地震が襲ってきたため、沼地がとんでもない温度にまで上昇し、真っ青な竜は、そのまま生き絶えてしまいました。村民は、煮えた沼地に業を煮やしつつも、その竜を祀ることにしたといいます。それから約600年後、その麓で温泉が湧き出ているのを、やっとこさ発見したといい、竜を温泉の守護神として崇めながらも、ここが温泉街として発展したといいます。でも、竜が死んでから600年は遅くね。そんなこともあった山陰本線の、小串から旗部、下関の区間。どういう経緯で敷かれたかは、園部からここまで全部関節だったから、末端部も、どうせ国鉄が産み落としたんだろって？お前は負け、残念ながら両端部だけは私鉄なんです。小串から旗部、下関の区間も同じく私鉄。ってわけで、この区間の歴史を語っていきます。事の発端は1911年、下関付近の住民が集って、愚痴をこぼしたのです。神戸から下関までの山陽本線が、せっかく20世紀に入って開通したというのに、山口県西部の低たらくはなんだ、農業も漁業も栄えてるのに交通網がクソだと。ついでに山口北西部には油谷湾があって大陸に近いから軍港としてのポテンシャルがあるのだと。あと風光明媚だし温泉街もあるのに何放置プレイかましとんねんボケと。そうやっていても立ってもいられなくなり、長州軽便鉄道を立ち上げたのが始まりです。計画したルートは下関の近辺から長門市、先ほど大甲橋社内でさらっと長門線は海岸沿いを通るはずだったって言いましたが、それはこの長州軽便鉄道が勝手にそう吹き散らしてたからです。あと当分は小ぶりな軽便鉄道で構わんよなということも言い散らかしてました。ただこの会社やっぱ軽便鉄道はいらんとか言い、突然長州鉄道に名前を変えて普通鉄道を敷いたので、ルート取りの件といい軽便鉄道からの脱却といい、下先三寸で机上の空論を組み立てるのが不安になるほど上手なご様子です。とにかく1914年にまず小串まで開業させたこの長州鉄道、そのままのノリで長門市までの敷設も狙い着工の許可を得てきたのですが、ここに来てくるくる回りし下先三寸が議場に砂上の楼閣を作り上げるに至り、あろうことかみじんたりとも手をつけぬままそのまま敷設免許はおっちゃんになりました。さらにその頃長門線に国鉄が目をつけ始めたので、あ、もういいですと萎縮してつつましく小串以南に縮こまっておくことにしました。ただしその分美味しい区間だけを貪って運営することに成功したようです。こういう鉄道路線がセレブの頭角を表すのって貨物が順調だからっていうのが普通なはずです。水郡線の近くを走った白鳳鉄道も貨物の切れ目が命の切れ目でしたね。ところがどっこい長州鉄道は真逆で貨物はクソだったのに旅客が乗れ箱。一応は補助金も出たのですが、それを上回る勢いで好調で、時期に100円払えば200円以上返ってくるような順風満帆を極めた境遇へと発展します。 LINE とかにはびこるペテン師が指を加えてみてそうな、これ以上なくいいビジネスです。ただ長門線の完成が目前に迫った国鉄としては、長州鉄道なる私鉄の存在は百合に挟まる男くらい邪魔でした。だから長門線が小串から滝部まで開業した1925年をもって、長州鉄道の旗振り僕は布に水が染み込むようにじんわりしなやかに国鉄に吸収されました。京都鉄道と長州鉄道が拠点を置いた場所は400キロ以上も離れていますが、日本列島の北側の海岸線を目指して力尽きたという点が合わせ鏡のようにうり二つです。梶栗郷台地を出発です。2008年に作られた新しい駅、梶栗郷台地、駅名の由来ですが、この近辺に綾波郷遺跡があるってことで、この一帯が郷台地と呼ばれていたこと、それからこの近辺に存在していた梶栗という駅から名前を取って、梶栗郷台地なる新駅が名付けられたらしいです。だから梶栗郷台地という区切り方をしようものなら、もれなく県西部の響き灘に沈められます。駅名は正しく読むようにしましょう。ましてや下ネタを混ぜ込むなんて人として終わりです。ちょっと進んで旗部駅。東海道線からほぼ地続きの山陽本線と 673.8 キロぶりに再開を果たします。そういえば、長州鉄道が敷いたのは東下関、旗部、小串の区間。だから、長州鉄道の旗部以北を買収するとなると、東下関から旗部の区間が宙ぶらりんになるはずです。ただ、残されたその区間は2キロ程度、しかもドル箱エリアは国鉄に明け渡した。そうなると長州鉄道の出る幕はないぞと、青い木と息に明け暮れて、鉄道会社としてのノウハウを多少は持っている、山陽電気軌道に線路を明け渡すことにしました。あ、山陽電気軌道ってのは下関を拠点にした路面電車ね。関西圏西部の山陽電車とは無関係。そうやって二つ返事で長州鉄道の尻拭いを担っていた山陽電気軌道ですが、1960年代ともなるとモータリゼーションが後ろから猛ダッシュで追いかけてくるもので、山陽電気軌道もその鞘当てを食らい、乗客の推移は綺麗な低空飛行を見せ始めました。だから山陽電気軌道はその路線を1971年限りで手放すことにして、長州鉄道の意志もそこに途絶えることになりました。かつて尊王攘夷に燃えた長州の意志はソフトクリームのようにだらしなく溶けて消えてしまったようです。そんな廃線区間はあれども、山陰本線走破の余韻に浸りつつ、山陽本線の線路を5分ほど曲がりしているうちに、下関に到着です。役目を終えたキハ47は改装ってことになりました。開業時は本当に海岸線ギリギリの場所にあったこの駅ですが、関門トンネルをぶっこ抜くにあたって今の位置に切り替わったらしいです。さて、温故知新という言葉は論語に由来します。で、その論語の温故知新に関する記述には少しだけ続きがあります。これが、古きを訪ねて新しきを知らばもってしとなるべし、つまり昔のことにあたって今にフィードバックすれば人を導く存在になれるというもの。そう考えると、温故知新に込められたその意味の深さもわかることでしょう。日進月歩で技術が進み、今と未来だけを見てしのぎを削る、この現代。たまにはじっくり過去と膝を突き合わせてみるのも、また一興なのだよ。でも今私は、この後ホテルにさっさと行くという、未来のことしか考えていません。人間そう、簡単には変われないのです。もう何もかも終わり。さようなら。